全大学発表会実況振り返り返生放送 <laughs> <laughs> 本当ですすかかこれれはなんすかそれまず何にも1個も分かんねえよ全大学って何かもよく分かってないし実況ってこれから18時から全大学の記者会見やるんですよね全大学って多分多分俺もちょっく分かんないんですけど N 校的なことをやろうとしてんのかな川上さんがっていう話があると思うんですけどそれの。 えー、実況まず2時間ぐらい振り返り2時間ぐらい4時間だらだらやるとこれ万が一これ何人今見てるかちょっと分かんないあ,あとでパソコンで何人見てるかちょっと返せるようにチャオさんしといてほしいんですけどあとで分かればあの俺もた台でやりますけれども見てらっしゃる方はご飯とか食べながらお酒とか飲みながらやっていただければと思いますんで、えー、皆さんこんばんはリハック MC のリハックの高橋宏樹と申します本日の MC を務めさせていきますよろしくお願いします ああらありがとうございますそうなんですよ、今日はあのここに観覧の皆様、リハックで、えー、まったり、まったり何でしょうか、まったりリハック、まったりリハックというサブスクに来ていただいた方にちょっと抽選で来ていただいて、あたかもリハックの収録家のようなちょっと詐欺を働いたら大学の発表会だったっていう、<laughs> すいませんね、いろいろね。で、えー、本日、遠隔から参加されるひろゆきさんでーすと言いたいんですけど、ひろゆきさん来てないですよね。そして あ、そろそろひろゆきさん来ます。そうっすね。本当にひろゆきさんオンタイムで来たことないですからね。な、何時集合だったんですか？今日は？45分でもう56分ですからね。<laughs> ひろゆきさん来ますね。あひろゆきさん来た <laughs> はい。よろしくお願いします。繋がってます。ひろゆきさんお願いしますよ。もうはいはい。はい、後ろしします絶対 <laughs> もうびよ。まあ、もう生放送始まりましたよ。ひろゆきさん。<laughs> <laughs> <laughs> もうまああのここはたどり着けばもう消化試合だと思ってるんで大丈夫かなっうそうですね。じゃあちょっと一応言いますよ。はい、本日えっ、はい、からから参加されるひろゆきさんでーす。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いい さ今日この後18時から始まるオンライン大学全大学の発表会の様子を皆さんと一緒に見ようという番組で第1話全大学の発表会を私とひろゆきさんと本日スタジオに集まっているリハまったりリハックのユーザーの皆さんと一緒に見ていこうと思います本日はお越しいただきありがとうございますそして第2部発表会に登壇した鈴木寛さんとえ川上さんがスタジオに駆けつけて振り返りを行っていきたいと思うんですけどひろゆきさんはいまずですねこまったりリハックってううちサブスクやってるんですけど、うん うん、そこのお客さんに俺すげえ雑にうちのスタッフがリハックの収録見たい人みたいに言って言ったりいざ来てもらったら大学の発表会を4時間見せされるっていう <laughs> すごいっすねなんか人を騙してお金を取るっていうの昔からやってるんですねやっぱりいやしかも俺ひろゆきさんリモートってうちのスタッフ告知してないから見れると思って大阪とか名古屋から5人ぐらい来てるんですけどいや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  <laughs> 嘘でしょそれ完全にみんな泊まるらしいっす マジですかななんかなんかかすみません謝っておきますかあれにでもこれあはれ、ね、一応ニコニコに流れるのがメインなんですよねですニコニコと YouTube にも流れてるらしいですよあユ YouTube も流れてるほうじゃあむしろそリハック的なことがわからない人の方が多分多いですよ、ね、そうですねあの今生配信見てる方は何の話してんだっていう話ですよね <laughs> <れ> <laughs> 4月1日と時さん自己紹介的なことはやったんですかななんかそのほらテレビ東京クビになって <laughs> そのリハックっていうチャンネルやってますみたいな <laughs> そっかまあニコニコ動画で言うといいですねあのテレビ東京クビになって <laughs> 今株式会社となりという会社で、えー、リハックという、まあ、ビジネス動画メディアをやってる、えー、高橋と申しますよろしくお願いしますそのビジネス動画メディアのなんかコンテンツだと思ったらなぜか大学の発表を見せられるっていうそう大学 大学のの記者会見っって2時間も何やのちょっと俺、本当に知らされてないから分かんない、何やや、かか、知ってますかひろきさんいや僕もほとんど知らないので、なので、僕も知らない側なんですけど、も問題はその、知らないなら知らないで告知をすればいいのに、リハックの収録っていう嘘ついちゃったのかまずいかな、いやいやひろゆきさんは分かるけど、このおじさん有名人なのって言り出ますよ。テレビ東京、ニコニコのコメントで、ひろゆきわ分かるけど、このおじさん有名人なのって。有名人でも何でもないで単なる失業者ですよ、本当にね。 じゃあほら、テレビ東京時代にやってたテレビ番組とか、ね、家ついてっていいですかとかそういうのを言うとそうですよあのテレビ東京時代は家ついてっていいですかとか、えー、空から日本見てみようという、ね、番組を立ち上げたり企画したりしてたんですけども見事ペイッとクビになって今本当にどうしようもない会社の <laughs> あっそんなこと言ったら間もなく発表開始これ気持ちひろきさんの会社ってあげても帰らないですかねどうだろうちょ,ちょっと聞こえなくて、えー、と僕の方で音声上げた方ですかあっいやこちらでたぶん PA さんがいけると思います はいはいちょっと返し上げてもらっていいですか,、はい、かですコメントで、安倍まで働いてるじゃんっていうツッコミがありましたそうそう、安倍までも働いてるわ、それ今あ <laughs>、始まったこれ、だらだら、お酒好きですこれはその大学の発表は、どこで僕は見ればいいですかヒロヨキさん、見れないのこれどういうシステムなのこれ <laughs> <laughs> ええこれ僕、自分で適当に YouTube かなんかで探せと <laughs> え了解です分かりました、はい、スタッフの方が力強く自分で探してくれって頷いてます <laughs> <laughs> 今日リハックガじゃないですからねしきり角川ですからね <laughs> あれドワンゴ <laughs> ドワンゴですドワンゴですえっ角川じゃないドワンゴらしいです今日はあ今日はドワンゴでも全体がこうやるのは角川いやドワンゴさんですよねこれ多分全体を発表させていただきたい,と思いますそうなんですあ日本財団さんなんですか日本財団とドンさんあっ川上さんが始まったほらこれ何 N コ 日本一の生徒数の学校って言わないと誤解をしますよね。日本一の高校って。そうです日本一の生徒数ですね。会場にもその音声流れてます。発表会の方も。会場音声あんまり聞こえないです。<laughs> あじゃあもう何言ってるかわからんみたいな。みんなもお酒飲んでます。ないんですかっていう声をですね、まあ常に言われているっていう状況でしたね。 N 校ならではのインターネットとリアルを使い分けるっていうのは大学で専門的なものを学ぶのにすごいぴったりだと思うので大学に進学してんこれはもしかしかたら違うかももしれないもう一回 N 校 S 校に近いそういったようなその社会と結びつきが強い実践的な教育を受けたいなって思う人が78割いるんじゃないのかなというふうに思います。 N 大ができたら、このまま NHK、N 高、N 大に上がって、N 大でももっとやりたいことの楽しさとかを伝えられたらいいな、日本の常識を変え、未来を変える新しき学びや昔は、ですね選ばれた人だけが高等教育を受ければよかったんですね、だけど、今はですねもうすべての人たちに高等教育が必要です。 でもなんで大学に定員があるかというとですね結局大学の教室に入られる学生さんこれが定員の根拠になってたんですよね結局それ以上は入れられませんからだからやむなく入学試験入学選抜をしていたとオンラインを使えばですね受受けけたい人は全員受けられません要するにこのキャパシティは無限です 全ての人にとって必要な高等教育を受けたい人が全員受けられるこれがオンライン大学なんですね日本でのオンライン大学通信制大学とか社会人を大体対象にしてるんですよね高校を卒業したすぐの人たちを対象にした本格的なオンライン大学をぜひ作りたいだってあの技術的には10万人もうすでにアリゾナではやってるわけですし。うん アリゾナ州立大学の場合には拒むことなく、入ってきた人たちを受け入れて、しっかりとした教育を提供して、配置させるというふうなことをモットーにしてきましたので、その結果、この20年間で、今、大体13、4万人の学生数に増えて、おそらく半分ぐらいはあのオンラインで授業を受ける、アメリカ国内での社会変革をなっている大学だといいますよね。Who to exclude ではなくて who to include? どんな学生を拒むのかではなく、どんな学生を受け入れるのか。そこに日本は実は実かなり遅れて,いる乗り遅れている日本初のこういうオンライン大学のプラットフォームをです、ね、ちゃんとやっぱり日本が、われわれがちゃんと主導権を取って作っておくっていうことがです、ね、めちゃくちゃ重要だし、文部科学省がうまく働いてるとは思わない、偏差値とか、そういうことだけで、ものをこう決めようとすると。人々が 大学をどう考えているかっていうことなんですね。まあ大学の歴史でいうと、まあ250年ぶり、まあ日本の歴史だけ見てもですね、150年ぶりのこの歴史の大転換期に今来ている。日本の大学が抱える問題を解決するために、日本の大学進学率っていうのはですね、まあ50パーセント強です。これ例えばオーストラリアは90パーセント、台湾は90パーセントです。 韓国でも70%ですねアメリカも70%、まあ、さらに言うとですね日本の大学進学率は都会と地方の差がものすごく激しいんです、ね、で、この話すると皆さんえっと思うんですよ東京の人はなぜならば東京の大学進学率は7割なんですだけども大学進学率が50%に満たないという件が20余りあるんですよ日本はこの国のおかしいのはですね都会の優秀な恵まれてる人が 自宅で国立に行ってるんですよ国立に受かるための学力を身につけるには小中高でですね塾に行けるご家庭の生徒さんしかですね受かんないんですよ都会に住んでいないあるいは塾に行けるだけの経済力がないこの格差の拡大をどうやって止めるかっていうことを本当に真剣に考えないといけない。 まであの東京に行くと生活費がかかるから大学行くのをやめようと思ってたとかですねあるいはあの授業料が高いからと思って諦めてたような人がちょっと行ってみようかなというふうに思えるとでしかも場合によって海外にいたって構わないわけだから全ての人にとって必要な高等教育を受けたい人が全員受けられるこれがオンライン大学なんですねそのオンンライン大学 明確な目標がある本来ですね大学の役割っていうのは2つあるんですね研究と教育なんです日本の大学の実態はですね教育第一でやってる大学はですねほとんどないこれが問題なんですよね他の国の大学は研究と教育これちゃんと日本柱でやってますそれからもう一つはですね実学これも大事にしてますななぜならば まさに社会、実社会を変えていくヒロユキさん、うんこめ一般ヒロユキさん喋れってことですねヒロユキさん喋れって感璧<ー>が入ってす,ですかあ、これこっちの音声行くの <laughs> <laughs> あ、これ V 見るんじゃなくて喋ってていいですねあ,すあそういうことですね多分喋ってると、の V の内容わかんないから後で鈴木さんとか来た時に何喋っていいかわからなくなるです、ねですね、V 見た後喋ってもいいか、ね、これ V 何分くらいで終わるんですかあちょっとですよね入った時に。 そこにちょっと見終わったら感想言いましょう実社会を担っていく人材を教育するのが大学のミッションだっていうことをですねきちっと他の大学他の国の大学はですね分かってるわけですよしかし日本は日本でおろさかにされているのは実学と教育ですどっちでもいいけど喋ってほしいから、なってなも,そもうすぐしゃべりましょうかね 映像終わったぐらいね。新しいあの試みっていうのは、ね、僕たちにも参画したいなと社会のこう階層的なものにある意味ブリッジをかけるっていうふうな試みだと思っているので The University will be of higher or much higher quality than online teaching in any existing university anywhere in the world Mi especialidad es ミエスペシ o リ o デスエンア a n t ポロギアアントロポ cultural. えー、エノロヒア。これ教授人ってことかな。新しい学問をクリエイトしたいなという感じですよね。多方面から言葉として残していこうと。サイエンスは非常に面白いんですね。うげえカンペ読んでる感ありましたね今。<laughs> 前代未聞で第二松の剣を作ります。すごくないそれ。いろんな角度からアニメをもう一度捉え直す。 ちょっとコメントの聞いてる方、雑じゃね、最後の方なんかじゃ。ちょっと、<laughs> どんどん雑になってきて、ね、かなんる新しい世代を作っていく人材を、育てていく。最先端の大学教育、今こそ実現する。やっぱり積極的にいろんなことをやってる学校じゃないですか。なんか普通の学校, N 校の子、ね。よくリハックにも、来てたな、なんか成田さんのもとにな。 結構んな社会に出てからのこととかも、技術で学んでいけるので、それはすごいい嬉しいことだとだ思いますここで学んだことを、そのまま生かしていける、あんま偏差値にとらわれないような大学を作るんじゃないかなっていう、ね、大学の名称は普通考えると、N 校があって、S 校があるんだから。 じゃあ n i とか、うん、まあそういう感じイメージとしてはあると思うんですけれども、うん、n 大学ではなく、うん、大学名を発表します全、うん、大学です全大学全大学なんで全 z をこう90度回転させると n になるんですけれども z イコール n ののあ善のだけではなくていろいろな善を皆さんで感じていただきたいという意味も含めて禅ユニバーシティという名前善、うん、っていう言葉ですとこれは世界に通用するタイトルに書いてあるから驚きもないですよね全ての善でもあり善悪の善でもあり自然の善というかそういう善でもあり、まあ、いろんなその意味をこう含んでくる多様性を含んでもらえる っていうそういう、うん、言葉。すべて良きかな。叱るべし。うん、大学っていうのはもう本当に通過点でしかありません。学びの本質っていうものが自分たちのプラスを自分たちの人生を本当に豊かにしていくんだっていうそのおまあ思いを持って大学に入ってきてましょ全大学。二千二十五年四月。 大学予定。なるほどね。これこのスタジオ中ってか、向こうで喋った間もこっちぐだぐだ喋っていいってことですか？なかなか視聴者の皆さん見方？ 皆様、こんばんは。こんばんは。ちょっと、どうやって喋ればいいですかね。これ、ちょっと。お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。なんか、これ、こ youtube の方、まだ終わってない。すあ、これで終わって、あっちが、なんかやってですね。そうそうそう。ドワンゴ社長の。え、じゃ、僕らは、だらだら雑談してればいいですか。これは、じゃ、あここは、ちょっと音絞って、雑談しましょうか。よろしくお願いします。川上さん、メイクしすぎで、唇が気持ち悪いぐらい赤いよ。皆様のコメント。 ツイッターで募集しておりますお。会場誰いるんですか、あっち。ハッシ夏野さん、川上さんですね。質問<ー>。ああ<ー>、はいうか、<ー>ひろゆきさん、ディレイが多分数秒あるのか、十秒ぐらいあるのかな。冷えてください。皆様のご質問。それと、あんまり会場見ながら喋るっていうのも、こっちで喋っちゃっていいんですかね。 最後にあのなんかそのほうがいいのかなじゃあひろきさんしゃべってみましょうかどうでした今の V ひろゆきさん俺別に火の打ち所ころないんだけど今の位まあ逆に言うとあの何にも伝わってこないというかまあ多分イメージなんですよねでもちょっとよくわかんないんですけどひろゆきさんだって前代のなんか広告等みたいやってるんじゃないですかかやほらそれ今僕夏野さんの挨拶と高橋さんの声がごっちゃになってるんでちょっともう一回しゃ ってくださいすみません。あ、なんかこれあれですよね。はい、会場も比較的無視しちゃっていい感じなんでしたっけ。その背景。先ほど。会場はなんかある程度もう音絞ってもらっていいみたいです。なんか。あ、了解です。はい。はい。あ、両方聞こえてますよ。大丈夫です。はい、そうですよね。ちょっと情報がこう難しいので。まあ、な,んなんとなく目で見ながら、あの。トークひ拾ってきます。けどまあ、でも結局そのなんか、あの途中に出てきた。例えば、あ、東さんとかも、別に先生なのか、なったのかも、よくわかんない出方ですよね。 なんかあの川上さんの知り合いいっぱい集めて動画撮りましたってだけで。山口真由さんが別に法学部の授業やるとかいうわけでもないじゃないですか。だからいわゆるちょっと掴かみかねる。え山口真由さん授業やるんじゃないですかあれ。アメリカ。<あ><分>やるんすか。ああ、そう、まだ先に言うなって怒られました、今。<laughs> 高等教育の。あそこにいる人たちは授業やる的な。<laughs> まあ、発表まだですけど、普通の流れで言うと、多分そうじゃないですか、あれは。ででね、ああ。 まあでもほらコメントで「その放送大学と何が違うの?」とか書かれてますけど僕らは全く知りません放送大学と何が違うのって言われたまあでも放送大学ってあれですよねテレビテレビがないと見れないですよね YouTube でやってないんじゃないかな確かでもネット版もあった気がしますよね放送大学そっかまあでもあれ放送大学って学生の制限ってありましたっけ生徒数放送大学でも入社っていうものの問題かなあった気すん ねこのだったかなぁしょるんですかあったんじゃないかな,放送ないか一応なんか学士のその学位も取れるのでそのなんか誰でも学位が取れるというところでいくと実は放送大学とかぶってるっちゃかぶってますねあ入社ないんですね放送大学これはですね他の国。は入試ないのが誰でも入れるのか、えーえー 単位を取るの結構大変って聞きますけどねそうですね入学試験はありません次ねそうです人今からさ川上さんがなんかこういう新しい大学立ち食うとしてるんですからそうやってなんか根っから大人やっとら大人やったらやめてくださいよちょっとなんか違い見つけてくださいよちょっと <laughs> いや全然関係ないですからアリゾナステートユニバーシティの,あの十何万人いるみたいなの出てきてるじゃないですか。はい、はいい であそこ僕あの行こうとしてた大学リストの中の1個で資料請求したことあるんですよあ僕行ったのがそのアーカンソー州の大学なんですけど、うん、そのアリゾナとかアーカンソー州とかって,てあの学費めっちゃ安いんですよほ<う>あの土地が広いし、うん、あの産業もないので、うん、なのであったかいっていうのもあってその久しぶりにそのアリゾナステートユニバーシティーの,の ASU っていうロゴを見てうわ懐かしいって僕だけ思ってた <laughs> <laughs> 本当にどうでもいい情だな<え> <laughs> <laughs> そうですよね, <laughs> すよねこれが分かる人はあんまあアメリカに留学考えた人はまあまあね,そ,ねそういうこと考えたことあるっていう。 えでも確かかでもなんか結構、ドワンゴ大学中だけじゃなくて学校周りいっぱいやってますよねバンタンとかもドワンゴの公会社的な感じですよねファッションの川上さんってあれじゃないですかななんんかやっぱりそののていうの大学にとか高校に行きたくないとか経済的な理由で行けないとかあるいは自分の気分的な問題で行きたくないとかそういう人に対してこう学びの場を与えようみたいな空気ちょっとありますよね昔からなんですかそれ大学学進費が安くなる でも別にバンタンは元からあるやつを買収しただけなので学び与えようとかも関係ないと思うとですからね。関係かとはいえそのなんかバンタンをやってみて N 校をやってみてで,で、まあ、一応今日本で一番生徒数多い高校じゃないですか N 校って。ね、であの日本で一番生徒数が多い,いあ,るある種日本一の高校になったわけじゃないですか N 校 S 校って。で川上さんがが言ってたのが あの学校経営者はみんな全然頑張らないからあのビジネス系の人が多少頑張るとすぐトップになるって言ってて <laughs> あそういうことかと思ってて。ういうことととかチスチャンスと思ってるってこと いや、なんか普通に、まあ、も、別に、あの、儲けたいというより、多分やってみて、本気出すと、勝っちゃうってことなんだと思うんですよね。<laughs> まあ、でも、ビジネスだけだったら、大学ってやるのかな、やっぱ、もう、儲かん、儲けに行くだけのもんでも。あと、あれか、もう、これ、入学発表の部位の音、絞ってもらっていいですか、まあ、もう、見ないわ。<laughs> <laughs> あの、俺、一応ね、通信。なんか、通信制高校って、その、昔からいっぱいあるじゃないですか。はい。 N 校以外だとクラークとか結構大きいとこあるんですけどやっっぱそのそ頑張ってないかから抜かれちゃうんですよねドンに結局ほらなんか大学でございって言ってなんか枠作って生徒足りなかったとしてもなんか文科省が頑張ってくれたりとか海外からなんか留学生入れたりとかで無理やり生徒数を集めるってことやるじゃないですか。うん でも別になんか大その学校自体に人気があって生徒が応募するという構造にすれば別になんか無理して人集めなくても生徒来るよねっていう至極当たり前のことを多分 n p o s 校でやったんですよね。うんうん、でその例えばじゃあ通信制の高校って CM とか宣伝とか見たことある人ってほとんどいないと思うんですよ。うん、なのでそもそもなんか通信制の高校があるらしいは分かっても選択肢として。 その通信制の高校じゃあ名前上げてくださいって言われて多分、ね、N 校ぐらいしか人間浮かばないですよね今日本に住んでる人。かかなのでじゃあ通信制の高校だったら N 校だよねで N 校も生徒満帆でこれ以上入れないから S 校だよねっていうふうになっててなんであのきちんとそのこういう学校でこういうことを教えてますようちの高校,高校は N 校ですよ S 校ですよっていうだけでいきなり日本のトップになれちゃうっていうぐらい教育系の人がやる気がないっていう。 いい意味でも悪い意味でもねだからそういうとこなじんあそうそうごめんなさいねこれそういえばそうそうそうあのー、このあれですよね発表会見たい人は別のチャンネルで発表会もやってるからだからモニター2つでそっち見つつこっちの雑談聞いてもらえればと思ってこっちちょっと、あのー、ちょっとだけ音入れてくともうノイズでちょっと両方聞けなくなっちゃうんで <laughs> こっちはもう絞りましたんで。 <laughs> あの若干聞いたのがあの動画の中でその一切出てなかった夏野さんが今ずっと喋ってますよね。だ <laughs> <laughs> から夏野さん出たいんじゃん <laughs>。出たいんか。夏野さん,のん,ん,ななんほらかまんの。川、うん、上さんも存在理由がかか書かれてないんですよあの動画の中でじゃあ全大学の中で。お前誰ってていうのも書かれてなくて <laughs> で発表会に出てくる夏野さんもお前誰じゃないですかいその大学の発表だと思って見てる人からすると、うん、だからそのドアンゴとかの説明もあの動画の中に一切ないので、うん、なんかそこら辺は。 その教,教育機関としてそのなんか見てる人からするとそのこの顔を見たらあ,あの川上さんとかあの夏野さんってわからないという人向けにちゃんとやったほうがよかったのではないかなと今、一瞬思ってるんですけどす、ね、イベントの人も構成台本とか一生懸命作ってたかいんディスんのやめろよもうでもこれ川上さん多分熱入ってるんですけど <laughs> 俺ちょっとなんか一回ぐらい打ち合わせで出たことあるんですけど川上さんとそこそこ東さんのすげえ川上さんがやる気でしたよ、うん、やっぱり。 あ川上さんは今、あの時間あるんでそれはもう立花さんに絡むぐらい暇なんでそれ頑張りますよ川上さん、暇そうですよね、ずっとツイッターでなんかいろんな人 <laughs> <laughs>、はい、でもい忙しい時ほどツイッターやっちゃうって言ってましたけどね、でもなんか今、コメントでいいのありました、うん、確かに放送大学ってあ、はいあの、障害学習的な文脈で大人の学び直しとか社会人が学べるみたいな、確かに。 空気がもう大学としてあって別に新,あの新卒の人もいけると思うんですけどだからその高校時代 N 校もそうですけど若い人が若いカルチャーの中で学ぶのがメインな大学っていうのは確かに通信で少ないのかもしれないですね放送ででちょっとそんなな空気ないですよねいやでもそれ僕勘違いだと思うんですけど、うん、例えばそうなんか大学別に私立でも何でもいいんですけどじゃあそこでイギリス文学科とかフランス文学科を卒業した人って何か役に立つんですか 確かにだからなんか大学の学問ってほとんどカルチャースクールだと思うんですよね。だからその放送大学がなんかカルチャースクールだよねって言ってなんかあそこは違うんだって言ってるけどいやいやそれ以外もほぼカルチャースクールだろうっていう理系以外僕基本的にはカルチャースクールだと思うんですよね。うん、勉強の内容確かにその通りですね。だけどなんかもう空気っていうかなんかテンションとしてなんかもう放送大学確かにちょっと学び直す人がいってるなーっていうイメージありますよね。確かにだから多分 たぶんていうの多分 N 校がそうだから全大学もまだ発表みたいか分かんないけどあるんじゃないですか学祭みたいなのとか放送大学学祭ちょっと知らないけどあんまり若い人が主導してはやってなさそうじゃないですか,なんかあれでもなんかスクリーリングみたいなの一応あるんじゃなかったでしたっけうんうんなんか通う,通うチャンスあるんですよねキャンパスありますよね千葉かどっかにうんでもなんか<う>ん放送大学について語る番組になっちゃんですよね放送大学について勉強しようか今日は <laughs> でも放送大学ってあれって誰が主催なんすか国のものがあれはそういやいや国的なやつじゃなかったかな放送大学は今日放送大学で学ぶかいなじんだけど <laughs> いいのかそれでこれって競合 <laughs> の名前連呼してると思、ね、うんですかね今本当 <laughs> 確かにね全大学の発表会中に放送大学70万円で安いよいずっとトヨタの番組で「ニサニサニサン」って言ってるよ 全大学知らないんだもんなんか文部科学省と総務省が支援する公設民営大学ああ一応でも民営だけどその民間として回してるけど、うん、組織としては効率な感じなんですねだまあこうし次第だけど極めてこの国が支援してる感じが強いんじゃないですかね全うん、うん、大学って何の略っていう まあ多分外国でも通じるようにアルファベットで書いたっていうのとアルファベットを3文字だとちょっとかっこいいってそういう感じだと思うんですけどまあ前提あのね確かに全問答の全のイメージあって,て <laughs> ちょっとスタートアップ界隈でもねそういうの好きそうな人いますけど、うん、なんかでもかアメリカ人のなんかちょっと意識高い系の人たちって全っていう言葉すげえ好きなんですよねいや全は俺も全とかはあれだけど瞑想はいいっすよ <laughs> ああ <laughs> ええって言うじゃないですか 僕、はい、攻撃者っていう高ちょっと軍国教育を推進してきた高校なんて、ちょっ昔ちょっといい語弊があるなごめんあの海軍予備校だったんですよ。その時代から,なんか,こうだから古い教育結構まだ残っててなんか瞑想曽するみたいな瞑想っていうか木想みたいな授業の前絶対やるんですけど結構<ん>頭すっきりしますけどね。 結構瞑想までも何かそんなに成果はなさそうですけど大丈夫ですか、うん、<laughs> 俺今日ちょっとさひろゆきさんはわか,かるかもしれないけどちょっとここではあんまりいないかもしれないけどちょっと朝からすげえトラブル抱えて俺本当に久々にえずきましたからね朝 <laughs> 俺結構本当にちょっとにひろゆきさんに来週と思ったんですけど <laughs> えずいちょ,っとちょっとやってる番組でトラブル抱えちゃって <laughs> 俺メンタル強いんだけど今日久々にえずきました <laughs> ちょっと俺弱気なライン送ったでしょちょっと。 <laughs> はい。すみません、楽しかったです。<ー>すみません。俺、本当メンタルっという時、久々にやられちゃって、ちょっと、あのーはい <laughs> あ。ですけど。まあ、それは。ね、人生いろいろありますよね。はい。<laughs> ちょっといろいろ人生。あるんですけど。一回、ね、一、か月ぐらい、皆さんもわかると思います。はい、そう。<laughs> あのー、あれですね、今、多分教授とか理事長が発表されてるみたいですよ、あの向こうではの、全然これ、V 見なくてたんですけどまあでも結局、その誰が学を教えるのかって、大学って実はそんなに重要じゃないと思うんですよね。例えばその早稲田大学に入りたいって言ってる人で、そのあの先生の授業を受けたいから早稲田に入るんだって言ってる人って、ほとんどいないじゃないですか。まあだ、だからあれじゃ松尾健とか行きたいっていう人ういるんですか、やっぱ。 まそのレベルの人だったら<う>東大行った方がいいと思うんですよね。まあそうねだ東大,東大落ちた人が第二松尾県入ればいいんじゃないここで <laughs> <laughs> あなのでそのなんか社会人としてその人工知能についてのを受けたいから全大学の松尾県みたいなのはいると思うんですけど18歳から行くっていうのはちょっとまだハードル高いんじゃないかなって気がするんですよね。 まあね、大学何しに行くってキャンパスでまあ恋愛しに行くみたいな空気の考えの人もいますからね確かにでも全体でキャンパスあるんじゃない全体でキャンパスあるんですかキャンパス全くないあるんじゃないですか、うん、あ全くないんだでも俺スクーリングもないスク,ーリンスクーリングもないスクーリングないってだからすごい精神的ですよーああ俺ちょっと昨日逆にすごい話聞いて一個いいですか、うん あの大学の話なんですけど俺愕然としたんですけど今年2023年の4月になんか新しい大学できたんですよ電動モビリティ大学っていうんですけどこれす, <えー S 1> すごくてガチですごくて EV の先駆者76歳ぐらいの方が学長なんですけど慶応大学の教授やってる EV の本当に国際的な業績持ってる人が学長なんですよ大学作りたいって作ったんですよなんだけどなんでか知らないけど山形の奥地飯田町ってところに作っちゃったんですよそしたら すごいですよ、教授陣も外国の方含めてガーって3四4 0人いるんですよ、なのに今年の学生3人 <laughs>、教授うって3 4 0人いるんですよ <laughs>、すげえ、初年度3人で、だ定員40人ぐらいに対して、初年度3人で、俺、でここをどうにかしてくれって相談を受けたんだけど、これどうにもできないけど、これ、ドキュメンタリー撮ったら面白いと思って、<laughs> <laughs> 俺、ちょっとこれ、ドキュメンタリー撮ろうかなって今思ってんだよね。確かにそそれ面白いでですけどでもそのああ 3人ででよく開講できますねこれ多分俺の予想なんだけど<の>多分ね文科省に経過書とか設置するから事業やんなきゃいけないから俺誰も見てない事業やってんじゃないかと思ってんだよね今。あーまあ3人すげえ手厚いでしょうねその3人に対して。一<う> <laughs> 人でもやめたら大変なことになるから <laughs> いやす,すごくないですかそれひろゆきさん<ー>だど俺そこと提携すりゃいいんじゃないかと思うんだ全大学は。キキャャンンパパススリアル E. V. のそのなんか勉強したいみたいな理系的なところのレベルが本当にどれぐらいなのかで。きちんとしたレベルの話なのであれば、それなりに需要はあるとは思うんですよね。なんか、ね、それがどのレベルなのかっていう。はい、専門職大学ってあるじゃないですか。あの、ね、いや技術者、だから、そのなんていうの。 だ松尾県みたいに本当ガーファで革命を起こしますじゃないかもしれないですけどやっぱその自動車とか EV におけるエンジニアを育てる機能としては結構あるっぽいんですよね話聞いてるとうんそういう人がこう手に職つけるっていう意味ではまあ多分東北にいればありな大学なんだろうなと思うんですけどね 何か,、ねそのなんかあのー、割とその物理の基礎の方をやるのであれば多分もう普通の大学でいいよねってなっちゃうしで EV の,その現実的な技術の話とかになるといかに中国に量産化技術を持っていくかみたいなレベルの話になっちゃうじゃないですか。うん そのバッテリー作るのってもう中国とアメリカぐらいしかできないよねみたいな。はいはい、っていうところでいくとその何を学ぶのかっていうと多分現実の EV ばらしてこうなってるんだふうんっていうぐらいしかできないんじゃないかなという気がするんですけど。確かになじゃあもうやっぱり 来年あたりもうおしまいかなな <laughs> どううんだろそこのなんか年いった人じゃなくてその30年先も見て俺はこれをやるんだっていう人が旗振ってるんだったらあの話を聞いてみたいと思うんですけど30年後にいない人が旗振ってても、e、どうなしかもねやっぱ全大学の経営戦略と真逆でまず箱物を大きくちゃんと作るっていう戦略を取ってしまったんだ。<laughs> <laughs> あれはその箱作んない全大学は学費がいくらになるのか気になりますよねあそうだ、これまだ多分発表してないけど今日やるん 30? あお客さんご教えやか出てました、年,年38万お客さんのがちゃんと見てますよ、<ー>年間38万それで学費学取るんだと安いなまあでもあの実際いるとその放送大学の倍ですよね。 放送大学の優位性をこの配信で言うんじゃないよ。あなた、あれでしょう、CM 出てるんだから金もらってんでしょ、多分その広告キャラとしてさ、俺は。いや、で<え>、えいや事、事実を一応伝えようかな、だって。事実を伝える <laughs> とはいえ、でも38万は全然安いですよね、そのブランドのある大学という意味でいくと。 4年生大学で聞いたこともないような大学ってあるじゃないですか向川女子短期大学みたいなああいうのよりは多分 N 大の方がちょっと一回謝れ向川女子短大学 <laughs> ちか向川女子すごいいい大学なんだぞあそこは <laughs> あそう,なんですかそうあそこは関西の人に聞くとすごい。 飲み会では優秀だって <laughs> 飲み会でも,<ー>でもかなって分かんないけど結構優秀だと思いますよ、うん、あの予備公開をしたときにその数勉強しなかったから定数低いんですけど定数低いので偏差値のできるだけ低い大学を志望校に書くと、うん、A とか B とか C とか、うん、結構上の方のその、うん、合格判定が出やすいっていうのがあって、うん、なので偏差値の低い大学として僕結構入るりしたんですよね。 <laughs> 向かい上司短期大学か,ら <laughs> らかまだあるのかな20年前ぐらいなんですけどあ,あるんじゃないですかあると思いますよたまに名前は聞きますけどでもこれちょっと今俺 V 音出さずになんか映像だけチラチラ見ながら喋ってるんですけど望月慎一さんこれ教えてくれるってことですか、うん、望月慎一さんが喋ってるだけですかなんで喋ってるだってこ <laughs> 望月さん教えてくれたらすごいですなと思ったんですあそうか。これ喋ってるだけねうん,ん数学に力を入れていくってことあ数学教育に力を入れていくっていう ことらしいですよ。平木さん、<う>うん、なんか。でも<あ>今日のと、うん、どうぞ,どうぞいや。なんかその望月さん人に物を教えるの絶対下手ですよね。かけてもいいですけど、ビットコインの開発者望月さん説って本当なんですか？いや嘘だと思いますよ。誰誰なんすか？あれ、はい、日本人なんですよね。いや、オーストラリア人のあの起業家の人説が僕の中では有力なんですけど、それが濃厚なんだ。なるほどな。 なんか結局その、最初その人が本人って言おうとしてて、でそのあのえっと、中島さんでしたっけの名前で送ったメールサーバーもその人所有のサーバーだったってことがあるんですよ。で、ただ言ってしまうと、オーストラリアの税制によって、納税しなかったよねっていうので、ものすごい額課税されるらしいんですよ。うん、要はその最初の段階でビットコインを大量に持っていて、年、うん、を越したわけじゃないですか。はい でなのでこれを自分の言った瞬間になんかすごい脱税額になるらしいから言わない方がいいということになり結局言わなくなったみたいなもう一うい,いう説多分あのシルマギアとかあのそのまあ国籍変えるとかしたら言うかもしれないですけどあそういうことかでも言えないところなんじゃないかなと思いますけどなるほどなでも弘樹さんどうなんですかこのさっき V にも出てましたけど<れ>あ 皆さんこれ川上さんと鈴木さんが2時間後ぐらいから来たら多分すごい喋っちゃうと思うからなんかちょいちょい質問聞いてきますんであの四時間ありますから緩やかな話ができるのここら辺であとは喋りたい人か喋る感じになっちゃう今日,今日,今日もうお酒も皆さん飲んだりあのご飯食べに行くのも自由っていうスタイルにしたんで出たり入ったりお酒あるんですかお酒一応用意しましただって月額880円払ってくれてる人たちなんで200円ぐらいキャッシュバックしました <laughs> 安い だから全然あとで質問なまですうね。で<も>どう社会人の人で例えば僕一応学位持ってるんですけどじゃあなんか一応コンピューターサイエンスの学部をもう一回取りたいとかっていう方がアメリカの会社とか受かか受りやすすいいじゃないですかだからそういうなんかあの障害学習的なので意味のある学位を欲しいと思う人がどれぐらいいるかですよね。<laughs> でもこれ 全大学は障害学習じゃなくて結構あれ,あれですよねこれ19歳とか18歳新卒っていうか新しく高校出た人をターゲットにしてるんですかメインでだ N 校の流れでこう行くみたいな感じじゃないですかああじゃあ N 校生のまあ3割ぐらいが来てくれたら成り立つよねみたいなとかあとまあ途中からあの他のね当然高校から受けてもいいんだろうしまあ結構今あの俺日系テレ東大学の時にあのちょっと仲良かった吉田君っていう高校生いるんですけど 彼なんかやっぱ田舎でなんか農業関係のことを起業してたりしてそういう子ってまあ確かにこうキャンパスが東京にあるとできないじゃないですか、そのままそういうようないろいろできますよね、地方で起業したりなんかコミュニティ作りながら大学行くとかって結構いいんじゃないですかね。 ね、<laughs> <laughs> いやなんかその診察の子たちは僕キャンパスに行って人と交わってた方がいいんじゃないかなと思う派ではあるのでまあそれができないとかね例えばそのなんか、えー、と世界的なスポーツ選手ですとかじゃあその将棋の棋士ですとかで。 もうそのプライベートの方がすごい忙しいしもう仕事的なことにもなってますとかいう人が行く大学という意味では全然ありだと思うんですけどうんなんかキャンパスのある大学に通える人だったらそっちに行った方がいいのではないかなというふうに思ってしまうんですけどまあキャンパスに行くよさはキャンパスに行くよさで1個ありますよねそれはもちろん、うん、だけどなでも、まあ、その大学生活ってキャンパスで友達を作る以外に何の役に立ったのかって結構難しくないですかでも俺 ほら前職で家ついていっていいですかっていう番組やってたじゃないですか。って思うんだけどやっぱりね結構キャンパスライフって心を閉ざすきっかけになった人もいますよ。<laughs> あまあそうですねそうあのー、<laughs> んかやっぱりねあそこでデビューできるかできないかって結構しかも多感な時期だからつらいじゃないですか苦手な人は一定数いますよね。 うん、だからまずそこの人にとっては俺まずいいと思うんだよねれそ,それだけじゃないけどさ別にいやなんかそのリアルの人間関係が得意ではないという人が早めにそれに気づいた方がいいと思うんですよねで逆に行ってみたら結構なんとかなるっていう人もいたりするので,、うん、で多分その大学でなんかコミュニケーション失敗したなっていう人って多分就職しても失敗するんですよね そ<で>まあんまあ人、まあ、それですけどなのでなんかそのコミュニケーションの機会というのはできるだけ多い方が良くてで何個か失敗して1個うまくいったっていうのがあれば良くてなんかその1個うまくいかなかったからじゃあもう人と携わらないで高校も大学も人と関わらないでいけるところに行こうっていうのはなんかちょっともったいないんじゃないかなって気がするんですよね。 そうね、高校はそのいじめられてうまくいかなかったけど、うん、大学になるとそのいじめってあんまりないじゃないですか僕が知ってる限り偏差値の高い大学でいじめが発生したって聞いたことないんですよ、まあ、確かに高校とかよりこうコミュニティ開かれてますもんねこ,ここの3 4 0人でやんなきゃいけないってことはないですからね。うん 高校だとやっぱりいじめがちょこちょこある学校とかあるんですけど大学になるとそういうのがなくなるのでなので高校でいじめられたからそういうその人が集まるところ嫌だっていう人も大学ぐらいは一回行ってみてで周りの人があんまりこう関わってこないし別にどうでもいいっていうのでいじめすら発生しないっていうのであそういう感じの人間関係もあるんだっていうのが分かる方がいいんじゃないかなというふうに思ってしまったりもするのですがまあでもそれは正論ですよね。そそれれででうまくいくいパターンもあるか一回出てみてみ うまくいかなかなったら1年で辞めて全大学入ればいいんか。そのパターンもあるしだ吉田君パターンも吉田君がそういう道取るかしないけどパターンもあると思うな,なんか地方で起業したりや、まあ、そこにはそこにコミュニティありますからねあってあ、うん、大学中退した人の受け皿は結構ありな気がしますね、うん、大学中退したこ高校って意外にあれじゃないですか中退してあの通信 俺錦糸町だから立志社みたいなとこ近くにあるんですけど通信制の、うん、だ立志社行くとかっていうパターン結構いましたけどね<お>近くの友達もねそういうパターンはありますよね大学でねなんかあの大学中退した人でそのなんかあの、まあ、会社をやるからとか積極的に中退した人はいいんですけど、うん、その消極的に中退した人ってその後の人生を閉ざして家にこもりがちなんですよね 日本と場合って大学に入学するっていうのがハードルが高いので、うん、大学に入学できるぐらいの俺が高卒のやつと一緒に肉体労働するのは変だろうっていう価値観を変えるのがすごい難しいんだと思うんですよね、うん、まあでもあれよ俺早稲田大学政治経済学部っていう一応偏差値70ぐらいのとこだけど俺入社1年目のときはミノモンタとかモームスの足元にテープ貼るっていう肉体労働だったよ。なんでだろうなってずっと思ってたもん俺。<laughs> <laughs> なんで俺ガムテープ貼ってんだろうなみたいな <laughs>、うん、テープ押せるとすげえ切れられるしなんか照明とかに何なんだよあいつ本当に <laughs> <笑><笑>まあだからああそれで偉くなってやり返したんですね、うん、やり返さないけど<笑><笑>まあでもなんて言んだうなあまあ確かに大学これどうしたんですかじゃあちょっともうあんまさ発表会関係ないかもしれないけど発表会後で川上さん話すからいいとしてだからど,どうしたんですか大学で一回つまずいた人って俺結構いると思うんですよ最近問題にもなってると思うんだけど やっぱりいると思うんですよね、うん、そういう人ってど,ど,う,すどうすっとも一発もう一回ハッピーにください俺そういう人ハッピーになった方がいい、まあ、簡単なことじゃないし<ー>こんな簡単に言うことでもないと思うんだけどどどううしたたららいいいんんだろうななっんかその中退に関しての,あの多分道筋が日本ってあんまり作られてなくて、うん、であの僕学歴正確に言うと中央大学中退中退。うん アーカンソーの,あの大学に行き、うん、そしてアーカンソーの大学を中退し、うん、中央大学に最もう一回入って卒業っていうのが、一応、あの単位のけ持ってき方の形式としてはそうなってるんですよ。はははいはい、はい 要はその僕が中央大学で取った単位っていうのをそのニューバーサル・セントラル・アーカンソーっていうところに持っていって3年次から入ってるんですよ僕アーカンソーの大学に。でそこで3年次で1年ためてあう2年から入って3年に行ってで1年貯めてでその中央大学とアーカンソーの全部のこう単位を持ってもう一回中央大学に行ってで4年で卒業っていうそういうその単位を持っていくっていう仕組みがあるんですけど。はははいいい なのでその仕組みっていうのが日本の中であんまり他の大学に持ってくってないんですよね。なんか中退した人はもう中退したからなんか1年目からやり直さなきゃいけないとかなので今まで過去に取った単位というのはそれはそれで他の大学に持っていけるっていう形にした方が多分通常のキャンパスのある大学で途中まへ行ってうまくいかなかったけど残りは全大学で卒業するとかもやれるようになると思うのであれって全部一部の大学あるじゃないですかあの短大から大学持ってけるとか。 かか全部の大学では、そっか、定型校ならとかで、その多分ルール化されてないんですよね。で、アメリカの場合は、大学の、その大学であるという法律上決められた場所のものであれば、何でもそのまま通すっていう、要は他の国のものでも大院として認めちゃうっていう仕組みなんで。はいはいはい なのでそっちの方がなのでそのアメリカだと2年間はコミュニティカレッジに行ってその後なんか聞いたことがあるようなそのなんかハーバードみたいな大学行くとかその最初2年は別の大学とかって結構当たり前なんですよね。なのでそういう感じでその大学を渡り歩くっていうのがやりやすい仕組みっていうのも多分その前の大学の単位を認めるかどうかっていうところにかかってると思うので。なるほどねそ それなので全大学は、うん、えだからその過去の大学でじゃそのどっかの大学行ってました二年間やってこの単位がありますじゃあそれ認めて全大学はら三年から行けるよみたいな形にすると割と社会的にも意義があるんじゃないかなと思うんですけど全、うん、大学そういうのできるんですかわかんないあでも全大学確かそういうことになったら例えばキャンパスで二年次まで学んで ちょっとやっぱり失恋でもうちょっと行きたくないなって本格的になっちゃっても全大学でちゃんと4年まで行って就職するとかでもできますもんね,そうですねなので日吉ではうまくいったけど三田ではもう都会には馴染めねえって言ってそうなんだよな全大学帰るみたいな玉川渡った瞬間に陰キャンになるみたいになりますもんね慶応大学のたまにな <laughs> ん <laughs> <laughs> なんですかねあれキャンパス移る時ちょっとね <laughs> まあやっぱなんか日本はそういうこうなんか 同じような空気感とかかを求めがちですから、ね、うんそうなんだよなやっぱ難しいような人間関係ってなえこの中で大学時代を今日お客さんの中でお客さんって呼んでいいのかな来ていただいた方の中で大学陰キャで行きたくなくなっちゃった人っていますあ,ありますかそれって軽くこういう感じで明るくいじっていい感じのトークなんですか <laughs> <laughs> 1年生を2回やった、うん、で卒業、えー、したんですか 卒業したんですかあどな何が立ち直るきっかけになりましたあっマ,マイクはお客さん交えながら聞きましょうよ、うん、経験者の聞いてみたいですよねこう,こういうのを語るんだったらなんかあのラテン語だったんですけれど専攻がラテン語ラテン語あのスペイン語だったんですねそれで英語がすごく得意だったんですけれど、まあ、ちょっとあのスペイン語をこれを勉強しても将来的に何に役に立つのかなっていうことを 非常に考えてであの公立の学校で40人ぐらいだったのでやっぱり出席も非常に厳しくてであのイエズス会から来たような先生たちがこう来て非常に厳しかったんですねで留年するのが普通の学校だったんですねで1年ぐらいの時に本当に行くのが嫌になってしまってもうこのまま辞めちゃおうかなと思ったらあのもう試験も行かなかったんですしもう辞めようと思ったら。 そしたら転びバテランっていうあだ名のついてる先生転びバテランバテランって別に転んでないんですけれどもその先生は宗教的な転校させるっていうそうなんだ上智大学で生徒さん別の学校なんですけど関西の学校なんですけどんだろう恋愛をして修道士なんですけど。 それであの修道士をやめたんでです一生独身ないとダメだからでそ,れで<ー>その前、まあ、ちょっと前振りが長くなったんですけどその先生があの私にあのまだあの電話があった時代に携帯の前の時代にあの「あなたを助けたいから」っていうのを「あのキエロ・アジュダルテ」っていうスペイン語で話してすごく本当にやっぱり修道士だったのであなたを助けたいっていうのがもうひしひしと分かって。 でそれで私行きましたねおかげさまで4年卒業してちゃんと一部上場大学に卒上場企業に卒業できたんですよその前は運が良くてえっと大不況だったんですね不況だったので人を取らなかったんですけど翌年になったらもう今と同じですよねすごいあの景気が良くなっちゃってあのおかげさまで今まで大体年齢が分かりましたね。<laughs> そうですよねお苗、えー、年ぐらいだなと思いま、えー、バレましたかねひろゆきさんとお苗年くらいごめんなさい酒を飲んでるからこんなに話してるんですよね<笑><笑>何飲んでるんですか今 <laughs> 氷結ですかあのいえいええっと。 朝日スーパーのスーパードライ飲んでますから、うん、ペラペラもう何でも喋ってきます。スーパードライ。<laughs> 落合信彦があの昔宣伝して当てた、ねあ。あもうそれでまた年齢がわからない。<laughs> めちゃくちゃ古いな。<laughs> 今<し>めちゃくちゃ古いじゃないの。息子になってますね<ー>なんかね。いいねうんそう。だって今も落合陽一さんが落合信彦の息子だって知らない人の方が多いですよ。 <あ>そうなんだいやもう落合の彦誰っていう人かすごい純真で<え>あの頃マスコミでこう発言できる人って少なかったじゃないですか今は誰でもジャーナリストだから、はい、だけどなんか立ってるだけで「モサド」とか一緒に今から読み直すとうさんくさい<ー>国際情勢 <laughs> あまり教養がすごいありすぎて、はい、これ嘘だろうみたいない、ね、でもちゃんとねあの落合先生を育てたけれど。 あのプロモーションはちょっと、なんかお父さん臭いですね。洋一さんの今話ですか?。<laughs> あ、ごめん。<laughs> 今ちょっと。洋一さんがうさんくさいとこですか?。展開しましたけれど、くくい,いや、彼は、あの。 賢いんだけれど普通の研究者はもっと地味だから、うん、あの宣伝の仕方はやっぱり落合信彦を感じる、まうん、まあ派手な血をねそう、うん、だって筑波であんなマネタイズできないもん本当に研究してる人は金がなくて地味にやってるから、うん、よく大学時代で陰キャだった人がここまで人の悪口言えるいやえこ,これは酒を配られたせいで。 だからあの陰キャの方に言いたいのは人間本当にあの細胞がどんどん変わっていって変わっていくのででもこれ、ひろゆきさんちょっと一発学びありました、はい、やっぱり大学時代にこれね一個あないいメンター的なこれね先輩でもいいかもしれないし教授でもいいんですけどいいメンター的な人見つけるのって大事かも。うん、そう私は恵まれてたあのガチで、ねうん ガチで修道士だったかでガチで修道士ですもん、ね、ガチでん当に商売でも何でもなくてあなたを助けたいんだっていうのが私に非常に伝わったので、うん、その人にはすごい感謝したい、うん、もしあれで辞めてたら、うん、私何をしてたかなと思いますねそうなんだよなそれ出会いがなかったらですよねそう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 お金に困って貧困女子になってたかもしれない、うん、貧困女子というか貧困おばさんき 先生とか良きメンターに出会えたのはラッキーだしーだそうじゃない人ってこ<ー>まあ別に俺なんていうの,その宗教とかイ秀吉は全部悪いと思わないですけど、うん、まあちょっと例えば危険なねその警察にマークされてるような、うん、例えば団体とかに入っちゃう場合もあるかもしれないし、うん、まあそこに入る人は全員そうじゃないってい信念でやってる人もいると思うんだけどだけどまあ難しいんです、うん、高橋さんの世代だとなんか親切にいろいろ宗教に誘ってくる。 あれ系なな人たちが割といいる時代じゃないですか、うん、めっちゃいた、俺、わさだったから看板立てた、だかなんかそういうのもあったら中核派だからだかくまれたかよくわかんないけど、ビル、はい、とかあって、俺、比較的好きだから、やっぱビ見るまでは見に行くし、<laughs> はいはいはい、原理研とかもある時代ですよね。だ俺、あれなんですよね、多分だから、多分あれですよ、俺、中国語学習会っていうサークルの感じちゃったんですよ、でそこなんか、やべえ団体だったっぽいですよ、<お>なんか。 <laughs> そのなんかそのあるじゃないですかなんかこう一応当局にマークされてる団体みたいなんか俺らの時代って中国流行ってて改革開放ですごい経済的に来てたから結構みんな就職人りだから入ってた俺も入ったんだけどなんかよく見るとそのあれやべえ団体の分裂だからなんだかよく分かんないけどなんかやべえ団体にマークされてたのかもしれないひょっとしたら。<laughs> まあでも親切な人ってそっちのパターンもあるから学生時別に俺のサークルはそういうとこじゃないからね中国外の学集会はちゃんとしてたよ俺の時はもう <laughs> 普通にみんな,なんかあの原理研、うん、多分原理研だと思うんですけどあのカレーを彫ってもらったことあるんですよね統一教会系の。 統教会なんかあのは話を聞かせてあげるからみたいなのでカレーが食えるって言って、うん、その人たちの,その集会所みたいなとこ行って、うん、で神様いるわけねえだろっていうのをこうとつとつと語っていったら最後にカレー出されて、うん、お通夜みたいな空気になって僕カレー食べて帰るってそういうのって大学時代のの尊いい確かかにキャンパスでで経験じゃないですかだからまあ全大学だと、まあ、確かにねそういうことは生まれないけど代わりになんかでもいろんな経験できそうじゃないですかでもなんかは。 他の子とさ一生キャンパス行かなくていいわけだからどんな経験したらいいんだろう全大学行く人は。いやだからその自分からその何か,もそのなんか会社やってますとか仕事やってますとか自分から動ける人って別にもうキャンパスなんかいらないと思うんですよね。し頭は悪いし暇だけど なんかしたいっていうその若さでなんか腹回りしてるタイプの人たちは多分キャンパスとかに行って、うん、それがサークルだったりとかその友達付き合いとか彼氏彼女とかっていうところに多分エネルギーを使った方がなんかより健全なんじゃないかなと思うんですけどそれで言うとねあれですよ俺最近ちょっと思うこと、うん、あ これお酒なくなったらあのスタッフさんうちの弊社のスタッフさん買って追加するのとあと小腹もすくだろうからなんかちょっとこう手で持って食えるもんちょっとチャオさん <laughs> 買ってきたけどすみません、もうなんか自由にお酒もどんどん、ね、飲みながら。でえっと俺そうそうう思ったのは多分ね俺とかひろゆきさんの世代の頃より今の若者やりたいことめっちゃ明確ですよ。なんかほ<う>なんんかかほうねあのよ吉田君とか見てても、まあ、うう俺らの番組に来る人ってのは特にそうってあるけど吉田君とか見ててもそう思うし。 なんかインターンとかもその僕も中小企業を作,作って零細企業を作ってインターンの申し込みとか来るんですけどみんなやっぱりこれやりたいあれやりたいって結構明確俺らってなんかやること分かんないけどなんとか大学行きたいみたいだあったじゃないですかいや高橋さんあの高橋さんに連絡をするようなやつはやる気ありますよ <laughs> 俺に連絡をくるようなやつはな ね、そこのなんか高橋さんが合ってる人は優秀でやる気のある若者がいるのは事実だと思います<え>でも優秀でもないしやる気のない若者は高橋さんに連絡しないです郷三浦の周りにもすげえんかやる気のあるやつばっかりいますよ <laughs> そうそう,そうだから何かそのインフルエンサー的な人の周りに寄ってくるようなやつってやっぱりそのどっちかというと意識高い系多いんですよでそれを見て、うん、最近の若者が頑張ってるみたいなことを言い出すんですよいやいやいや <laughs> 底辺を見ろって話で。 そこらへんのなんか自動販売機でかぶっ壊してるやつも大学生だったりするんですよそうだなぁ…いや…あ、そう…そうかだって闇バイトとかのなんか…<ー>そのなんかあ…あ<ー>の捕まった人とかも大学生だったりするじゃないですか、うん、俺あとさ、ごめんひろきさん、俺最近すげえハエが寄ってくんだけど俺もうすぐ死ぬのかな <laughs> 今もハエが寄ってくんだけど…やっが出てるた,<分>たらハエがで寄ってくるだ最近 <laughs> あえてあの新鮮な肉にあんま来なくて、刺繍が出てたり腐り始めてる方に行くんですよね 今日分解するのが楽なんで今日も俺この一個前なんか平和島にいたんですよほいほい平和島の怖いがすげえ寄ってくるんですよ <laughs> やったらほらカメラで見えるぐらい早く寄ってきた <laughs> ほらいやこれ俺死ぬんちゃうかな,なんかいやお風呂入ればいいんじゃないですかいや風呂入ってますよ昨日も入ってるしまあそれかなんか糖尿的なのですごい甘い匂いがするとかいや怖いよ糖尿とかあ,あごめんなさいほらお客さんのほういっちゃった すげえハくんあ何の話してましまたっけ <laughs> あや,やる気のある人ない人もるやるる気のなないいい人いる、はい、そんなにいるかいや多分やる気のある人がその自分は能力もあるしあ、ね、優秀だから何かでやって結果が出てどんどん前へ前へってなった時にいろんな情報もあるしあと最近だともう優秀な人に連絡を取ったら、うん、例えばその慶応大学の学生で「こんなことします」って言ったら「おおあってみよう」みたいになるじゃないですかその優秀な人の上がる速度はすげえ速くなってると思うんですけど。 なんかその成果が上げられない普通の人って。余計にそこ劣等感感じる状況になってる気がするんですよね。<laughs> ちょっとごめんなさい、ひろゆきさんが真面目に、ひろゆきさんが真面目に喋ってる時にこう。<あ>スタジオの人がハエを潰そうと。<laughs> あのハエも可哀想だからいいっすよ。うん、<あ>ね、小林さんの、ね。やれ、打つなっていう俳句いいっすよね。はい、ハエが。背を擦り、足をするっていう。はい あの空読んでも今コメントでもやる気なくて困ってるよって人いたまあでも確かになやる気のある人は連絡取ってやりやすい社会になったしやる気のない人は確かに昔から一定数いるか、うん、だからやる気がない人でも入れるが多分 N 公 S 公の良さでもあったんだと思うんですよねうんうんうんやる気のない人でも入れるのか なのでその超やる気ある人も NCOS コも,もちろんいてあの n の o s コードの文化祭とかに出てくるようなやつはめちゃくちゃやる気のあるやつらなんですよ。でも実際はそういうの別に参加したくねえよっていう人たちの方がほとんどで、うん、でそっち側のその高校なんとなく行った方がいいから行ってみるっていうので、うん、でオンラインで家でちょっとなんか授業を受けてみるみたいな人たちっていうのがいて、うん、<laughs> でもそういう人たちってその。 本来のなんか,その教育の中からあんんんまりこう見られてない人たたちだったんだっと思うんですよねあみんな,そのなんかあの高校に通ってなんか楽しく生活するのは当たり前でしょうみたいな,、うん、なんか行かないで家にいてやる気がないとかっていうのは俺の学校には来なくていいしっていうので、うん、多分その教育の中からどちらかというとその阻害されてった人たちで,、うんうん、でそこの阻害されてた人たちが通信制の高校で日本最大の高校になりで大学に行くっていう構造は。 結果ととしてはありなななんんじゃないかなと思うんですけどそ,うです、ね、でその時にめちゃくちゃレベルの高い教育受けられるとしたらすごい面白いですよね、なんかそういう人たちの中に一部こう、天才的な人たちってい,いるじゃないですか、メンサーの中でもこうちょっとコミュニケーションは苦手だけどめちゃくちゃ IQ 高いみたいな人ってなんか、うん、実に池田哲太く君のとっと来てくれてたりしてなんかそういう子がめっちゃ活躍してくれるといいなと思いますけどね、うん、本当に殺さなくて大丈夫ですよ。<laughs> <laughs> すげえゴキジェット大丈夫大丈夫そのハエも生きてるから大丈夫あすげえ殺そうとしてる <laughs> ああシュー, <laughs> しゅーって <laughs> 逃げた逃げた <laughs> おコメントであの「体育祭とか文化祭ってやる意味なくない?」っていうのがあるんですけどあそうだこれこれちょっとコメント見れるようにしていただいてもいいですか体育祭祭とか文化祭やななくない 確かにな俺も僕は割と結構重要はそのじゃあこのミッションのために各クラスから集まってきましたみたいな人たちがその成果を上げるというのを決められた期間でやるわけじゃないですか。はい あれって社会での仕事の仕方の練習の一つだと思うんですよね。取引先とかその社内の人がいろんな人が集まってで会議をしてじゃあこの方向性でじゃあこうやる日はこんなで必要な設備はこれで予算がこれでとかで,でクラスに帰ってクラスの方でこういうふうにやりましょうとかっていう。うん、なのでその 座ってひたすら先生の言うことを聞いて教科書を覚えてテストをやるっていうのよりも、うん、多分社会にいた時に役に立つのって文化祭とか体育祭をきちんとやってた人の方が多分社会で役に立つと思うんですよ確かにねあ全然必要とされる能力が違いますよね。うん、でどちらかというとそのなんか座って先生の言ったことを聞くっていうのが果たしてそのいい教育なのかが僕もちょっと最近わかんなくて。ほう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 。 なんかそのいい教育とは何かっていうのでそうこれを覚えた子供は10年後にめちゃめちゃ優秀になりますっていうものってあるのってすすげえ難しくないですかそれでいうと今ちょうど僕もちらちらこう映像だけで今全大学発表会見ながらやってたんですけどなんか全大学の授業とか教授になる人今発表してたんですよ。うん、でさってこれはひろゆきさんの一意見だけどあったじゃないですか。全大学が 教授なる元ファミ通の編集長とか元ニュータイプの編集長とかがなるっぽいですよ教授にうんテンション低いっし言う人「うん」じゃないよいやだからそれもなんかんある種のその「昔の俺はすごかったんだぞの」の最高生な気がするんですよね大学ってなんか <laughs> 60代70代80代とかの「昔こんなことをやりました」っていう人がなんか大学の肩書きでよくわかんない講義を持ってたりするじゃないですかで自分の書いた本を買わされるみたいな っていう感じでなんかじゃあ今の子供たちファミツ知ってるって言ったら多分知らないと思うんですよ。うん、でニュータイプも知らないと思うんですよ。なるほどもちろん僕はあの浜田の上さんもお世話になってるんで、うん、いい人であるというのはもう僕は分かってはいるんですよ。ただそれがじゃあこれからの人材に必要なもの何って言われた時に昔こんな雑誌を作ってましたって言われても。 それははいいい教育なのって難しい気はし気ちゃうんですこれはこういう視点だとどうですか今ねちょうどネット文化史としてコミケのカタログ資料とかをデジタル化して保存するプロジェクトとか出てるんですけど、まあ、例えばこれもしっかしたら多分これなんか歴史学とかあるいはなんか経営学のケーススタディ的な文脈でやろうとしてるんだとちょっと推察してて例えばうん,なんかこうヒットしたゲームが生まれた過程でどんな議論があったのかとか。 例えば、えー、そうですねウェブのひろゆきさん、日常もそうかもしれないですけどこういうサービスがあった過程で当時どういうような空気が作られてどういうその時こう世論とか空気があってどういうふうに進化していったのかって多分、ね、誰かが記録に残さないと消えていっちゃってでそこからこう、まあ、完全再現じゃなくてもそこから得られるものって本当いっぱいあるはずなのに得られなくなっちゃうじゃないですか。って意味でこの歴史とか産業史とか、まあ、MBA のケーススタディみたいな文脈だったら俺研究する価値あるのかなと思うんですけどそこら辺はどう思いますか あのコミケのの創設者米、ねね、村さんでしたっけあの方の持ってる蔵書って確か明治大学に全部寄贈されたんですよね <laughs> なのでそのコミケの時代って昔から一冊必ずそのコミケの委員会の方に提出するっていう資料があって、うん、なのでコミケ時代に作られてたいろんな漫画っていうのは一応明治大学が持ってるのであれ漫画図書館いいじゃねっていういや漫画図書館じゃなくてそのコミケで集まってたやつも確か言ってるはずだと思うんですけど。うん 今すげえ大きなさ LED で発表してんだからそういうこと言うのやめてくれる <laughs> めっちゃ川上さんがドヤ顔で発表してたんだろうな今 <laughs> でそこがだから明治大学より何がすごいのか後で来たら聞いてみましょうよ多分ね、うん、いやだから夢いっぱいでいいと思うんですよ学生向けにはあうん,うん、うん、あ桜コンだえ,ー、え何にあの桜コンっていうあのシアトルで、うん、ゲームとかアニメのイベントをやってるとこの主催者で。はい であオタコンの人なんだーアラフォーでもスプラコンは、うん、どうぞイベントであのドワンゴのお金でイベントでそのブースを出したことがあるのであそういう方がいらっしゃるんですね<ー><ー>だまあねこう確か川上さんはその産業史みたいなことやりたいんじゃないかなと思うんですけどね 気になるでもなんか最初にその鈴木寛さんがその研究じゃなくて教育に力を入れるんだって言ってたんですけど今はなんか研究の話になっちゃってますよねあ。でもそれを多分教えるんじゃないですか多分あのファミツのちょっとこれ想像ですけどファミツの人もなんかファミツの雑誌とかの文,文脈じゃなくて多分。 こゲームの開発の中での秘話とかそういう秘,秘話って言ったらだけどケーススタディ的なことを教えるんじゃないかな研究ってよりもいうよりもそ解だったら「あっっファイナルファンタジー14」のプロデューサーレターとかの動画見た方が全然いいですよ。 <laughs> で世界で今、一番売れてる MMORPG はファイナルファンタジー14なんですけど<う>で毎月毎月そのプロデューサーレターとしてこういう開発やってますとかこんなので困ってますっていうのを、うん、そのディレクターとプロデューサー両方やってる吉田さんが説明してるので、うん、なのでそっちのほうが生きた教材としては全然役に立つと思うんですけどあそ,うだあそういえば最近あのドラクエシリーズのプロデューサーやってた市村さんっていう人がやめたんだよな、机、うん、に。 うん、いろいろなんかね、あの教えてくれそうな気はするから、そういう人の話とか聞いてみたいですよね。昔の。いや、なんかその、昔の人の話を聞かなきゃいけないという価値観が、僕大学の硬直がちょっと招いてる気がしていて。で <laughs> その、そね、今売れてるゲーム作ってる人って、全然開発手法違うんですよね。うん、なるほどね。 例えばその昔はじゃあその流通に載せなきゃいけなかったのでそのソニーさんとか認定堂さんっていうところとタッグを組んでそのプラットフォームの上でソフトを出しますっていう文化だったんですけど、うん。 でそのためにその問屋さんに仕入れてもらわなきゃいけないからファミ通に広告出すと、うん、問屋さんがゲームやったことないけど広告出てるからきっと売れるだろうっていっていっぱい仕入れてくれるっていう構造があってファミ通が重要だったっていう時代もあるんですけどうん、うん、今はゲーム作ってそれをスティームだったり、うん、もう別にあの n t e n d o の s w i とかでもインディーズっていう形で出せるので、うん、個人がいきなり世界でゲーム売れる時代になっちゃったんですよね。そうなんだ、ね、で iOS アプリでも Android でもいいんですけど。うん、っていう方が超重要なのに。うんうん 過去のゲームを作ってた人の作り方聞いてもしょうがないと思うんですよね。素晴らしい。ひろゆきさん、ひろゆきさん。<あ>そしたら、ひ<あ>ろゆきさん全大学にほら、ちょろちょ、なんかちょいがらみ一つじゃ、どういう教育すればいいのかちゃんと考えてください。責任持って、何を教えるのいや。だから、すごく難しいんですよ。うん、だけまあ、あの、英語ぐらいはできた方がいいよねぐらいしか、もう言えることあんまなくて。<laughs> <laughs> それだったらもう全英語大学にしちゃえばいいじゃんも英語,英語だけ。<laughs> いやだから例えば今プログラム重要だよねって見られてるんですけど、うん、そのチャット GPT 使ったやつがそのマイクロソフトが出してる開発環境の中にそのコパイロットっていう形でこんな感じのプログラム書いてっていうとそれっぽいものを書いてくれるっていうのが今年の夏ぐらいにベータ版入るんですよ、うん、でそうなるとそのプログラマーとしての技術っていうのがそこまで重要じゃなくなっちゃう可能性があるんですよね。 そっかだからさ、そうしたらあれじゃない？これはひろゆきさん全大学の目指すべき形として、はい、だもう教授とかい全員もうやめ、やめて、まえ<ほ>、整備を入れなきゃいけないかもしれないけど、はいはい、例えばね、あの全大学の目指すべきとこは、例えばナウナウ開発した人っているじゃないですか。ナウナウって知ってます？おっしゃいす。ナウナウって今 Z 世代で一番ダウンロードされてるアプリで、まあアベマとあなんだっけ、うん、あのアベマ TV とか当然 LINE とかで全然多くダウンロードされてて、あのざっくり言うとこう、うん。 友達の位置が分かるんですよどこにいるか今、うん、みたいなアプリって現役早稲田生が作ってるんですよでまあことほどさよになんかその今こう俺らテレビの映像の作り手ってこう入社してからやったけど全然現役大学生がこう別に YouTube とかで作ってすげえ100万チャンネル登録者数が持っちゃってるじゃないですかコムドットって元そういうもんだと思うんですけどみたいなはい、はい、だその何も教授伝説の教授のでもコムドットとかなうなうの開発者の方みたいな人が 教,教授みたいな形で一応行って、なんかコワーカー的に、もうなん,かなんとなくキャンパスにいるみたいな大学にするみたいな。多分なんかその自分たちの手の届く範囲内でやれてる人のを聞いて、それっぽいものを真似するっていうので、試行錯誤を繰り返すの方が、結果として優秀な人が排出される割合は高くなる気がするんですよね、うんうん、そうすると、じゃあどういうふうにすればいいですかじゃあ た例えばどうん、どういう大学の、うん、例えばそのまああの個人が例えばじゃあ20代前半とかで個人でそのプログラマーになりたいわけじゃなくてこういうアプリを作りたいと思ってなんかノーコードとか使って見よう見まねで作りましたみたいな人もいると思うんですよね。でそのなんか大企業の中で100人の開発者を買ってゲームを作ってましたって人より多分その1人で20代で頑張りましたっていう人の話聞いた方が絶対役に立つんですよ。 あじゃあプログラムってこうやって勉強すればいいんだとか <laughs>、うん、こういう緑色あるからじゃあ真似して使おうみたいな、うん、なのでそのもうちょっと足元に近い話というのをやった方が役に立つんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん、そういうのはさ大学発表する前にさほら川上さんといっぱい話す機会あったんだから先にいや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 ただ、ね、あのこの発表が僕重要だと思ってるのは、うん、金を払うのと決めるのは親だからなんですよ。なるほどね。 そのななのでその親御さんはななので親さんは聞いたことがあるあ教員予定者来ますよ<お>こういう人の名前来て聞いて多分親御さん入れたいと思うんですよ、うん、きっと。このね、確かにすごそうだもんな <laughs> ここに確かにひろゆき成田悠介とかじゃちょっとな親御さん心配になっちゃうかもしれないもんな<笑>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 すごそうだもんな,なん外国の方とかね。 え誰これっあっ大塚さんじゃないですかいや大塚、大塚さんいましたよ。おうすご…あ有名な人いるのや。認知もうちょっとキャッチつけてほしかったですよね。なんかこう大塚さんも二人だ。うーん。誰これ谷口さん。社会運動路。うん。 海洋政策でもなんかすごそうですけどね。あよくよくわからないっちゃわからないけど。エ <laughs> ク <laughs> さん知ってる人います,んないですかで大塚さんぐらいしか知らなかったですね。大塚さんはインパクト強いですよね。 あずまさんはでも一回ほらアカデミズムに反旗翻してる人じゃないですかだ,だから大学に入るって面白い気がしますけどねんさんあずまさんが壊れなきゃいいですけどねえどういうことですかあずまさんメンタル強くないじゃないですかあずまさんってメンタル弱いんですかそんなに強くないですよ だから割とその生徒に絡まれたときに、結構リアクション失敗しそうだ。うん、あ、エトさんだ。えっとさんいましたね。うん、そうなんだ。でも、ほら、それだったら、オンラインちょうどいいんじゃないですか。だって、あのコメントをブロックすればいいんだから。<laughs> 生徒の。いや、あの、<laughs> いや、さあずまさん、<laughs> ほら、オンラインでメンタルやんちゃう人。あ、そうなんだ。<laughs> まあ、まあままとも,もそんな感じの人だからいいんじゃないですか知ってる人そんなにいなかったですけど俺もあんま知ってる人いないけどでもなんかすごそうなすごいう印象論でしかないけどなこの方々は先生なんですかコメントだけですかこの方々が僕と高橋さんを言ってるんだったらコメントだけですこの方々はこれ見てブツブツ言うおじさんたちですよね2人 <laughs> はいはい、うんこの決して 加賀みさんと仲いい感じでひろきさんとかするけど、決して教授としては呼ばれないおじさん二人がここ<あ> <laughs> 吐き溜めで待って <laughs>、はい、ぐだぐだしてるっていうね。確かその N コエスコで僕があの大事だなと思った部分で、うん、教材がずっと一緒であり続けることなんですよね。先生が必要ない。なるほどね。いやその掛け算引き算って別にもう。 教え方のうまい人の動画1個あればそれ何十年も使えるわけじゃないですか30年前と掛け算と引き算の教え方変わってないので、はい、なのでそういう形でそのこのじゃ学問を学ぶんだったらこの動画がベストだよねっていうのをそのやり続けるっていうのはいいと思うので、うん、なのでこの先生方がすげえいい教材を作れるんだったら僕全然ありだと思うんですよね別に優秀である必要とかその有名である必要なくてはいはいはい教育ですからね 佐渡、うん、島さんもいるじゃないですか客員講師として佐渡島さんいるんですよへなんか後半の方がしっくりきてるしぴょんたってすごい名前ですねちょっと俺存じ上げないですけどあ割と有名な方ですかあったります<ー>、はい、お世話になってくださいへ<ー>バンさんとかしてそうじゃないですかひろゆきさんまあ泥棒ですからねえ <laughs> んかまあまあえ結構皆さんあっ深津さんいるじゃないですか でもあのド,ドアンゴ関係者率が圧倒的に高いですね <laughs> <ド>。<laughs> もうかかなんか後半出てくる人もみんなあのドアンゴ関係者および川上さんの友達っていう <laughs> まあでもそういうそういうもんだよね初めはだんだん,いや,んやっぱそういう意味でいくとその川上さんがすごい馬力を使ったことでできたんだろうなっていう感じはしますね、うん、まあ川上さんが集めた感じがね,んねうんなんか夏野さん人脈っていう感じの人があんまりいなかったんで。 夏野さん、夏野ここあ、なんか慶応だから、だめなのか。あ、そっか、今日、引き抜いちゃいけないかもしれないですよ。夏野さんって、まだ慶応のセンス教授やってるんでしたっけ。やってんすか。近畿大学で。で、今教鞭取ってるそうです。あ、近畿なんだ。うん、ああ<ー>。ここにも、だから、いろんな、そうですね、川上さん以外にも、いろんな。夏野さん人脈とか。角川継彦人脈とか、いっぱい欲しいですよね。<laughs> <laughs> いやでもなんか嗣彦人脈っぽい人とか夏の人脈っぽい人はあんま見なかったんですけどね。すすぐ人人脈いみんな後ろの人がビクビククるからやめて <laughs> 本当ほら名前があるけどあこの人って川上さんとこういうつながりあってるよねって大体僕分かる人だったんで、うん、僕が全く分からない名のある人が今のところあんま出てないんで、うん、だからそういう意味でいくと川上人脈率高いなっていう。 まあでも結構すごい人いましたね川上人脈仲良しだけにやっぱり、うん、むしろでも ABEX 創業者松浦さんとか呼べばいいのに松浦さん講義聞き取れねえんじゃねえのもうなんか <laughs> <laughs> いや松浦さんも面白いっすよいや面白い俺ちょっと一度お会いしてみたいもんやっぱり伝説ですからねやっぱり。 いやもう基本元ヤンなんであのその仕事の仕方があがヤンキーができる仕事の仕方をやってくれるんですよ。どううい感じですかといですよねどういう感じですか例えばプログラマーとかってプログラムできるよねとかっていうある種スキルがあって成立する仕事の仕方じゃないですか。はい、で松浦さんの場合って元ヤンなんでその元ヤンとして普通にあの根性で営業をかけるとか<ー>そういうあ確かにそれ頑張ったらできるよねみたいな <laughs> あすごい分かりやすくてできそうな感強いんですよ。あそうなんだ でもそういうい人の話は逆に勉強になるかもしれないですけどねあすげえ役に立ちますよ、ABEX が ABEXWay っていう社内誌を作ってるんですよ、社内の歴史をまとめた本があって、はいはい、でそれがその、えー、と神奈川県のどっかのレンタルなんか CD 屋でバイトしてた頃の松浦さんがいかにそこからこう会社 ABEX を作るって大きくするかみたいなのを客観的に書いてる本なんですよ。はは、うん、はいはい、はい でそのなんかたまたま知り合ってる人にとりあえずなんか半件だけもらっといてあの全部こう自分たちで作ってでその知り合ってる会社が売ってるかのように自分の CD を売りまくるみたいなことをやるみたいなので、うん、あ確かにこれバレないよなみたいな、うん、そういう作戦とか書いてあるんですよ,です,よほ<う>すごいじゃんそれそうあ優秀だなと思ってなんかそういうとんでも経営者のとんでも松浦さんとんでも経営者かどうか分かんないけど本俺なんか西炭クリニックの西村さんの本読んだことあって仕事で。 おいおい面白いんだよねあの人あの人結構営業の鬼みたいな人でうん、うん、なんかもうとりあえず結構突撃電話営業だったんですってなんとかインパクト残したいっていことで「名女徳川」って名乗ったらしいんですよね徳川ですみたいな <laughs> <う>詐欺じゃねえから最近の t i k t o k e と一緒じゃないですか <laughs> 徳川家康っていう女の子いまして TikToker、ね、<laughs> 的な発想だから先取りしてたかもしれないですね西村さんは。<laughs> すぐにちょっと面白い橋場羽柴秀吉って言って出馬した人もいましたからね羽柴製造秀吉さんいましたね、はい、青森に城あの城どうなったんだろうな橋柴清三秀吉さんとか知ってますあ知ってるあここにいらっしゃる方は知ってますね <laughs> そうだなせっかくだから今これは教授がちょっと知らない人続いてるから何か質問ある人いますか<笑><笑> なんかこの教授について語れますみたいなのがあるとありがたいですけどで,す、うん、でもあれじゃないですかちょっとこの顔見ながらどういう人が想像していくってなりますけどねどう <laughs> <laughs> もうほんと飲み屋の雑談レベルじゃないですかそれ <laughs> この人は辛いもの食えなそうだなとかいろいろちょっとなんかあるじゃん <laughs> 真面目そうだなみたいなでも,でも学問のそのなんか研究をしている人と教えるのがうまい人って全然違うんですよねうーん なので、なんかそこのバランスをどう取るのかなっていう。俺でもなんか意外に意外にね。なんかのさっきメンター論出たじゃないですか。はいはい、メンター論は研究肌の人の方が向いてる気がします。なんか？あ、そうっすか。なんかそう。俺も結構本当に大学時代陰キャだったから、なんかちょっと病んで軽くうつ病じゃないけど、病んでたと思うんですよね。やっぱりモヤモヤしてて。<laughs> なんかその時ちょっとメンターっぽくこう面倒見てくれた先生とか結構なんか中国近代思想史みたいな先生でなんか授業全然人気ねえしなんてことはないんだけどやっぱ暇じゃないですかそういう人って授業少ないから話じっくり聞いてくれるんですよねやっぱりあと結構じっくり研究してるからまあ意外に物事考えてるし落ち着いてるしなんかこう特段権力闘争とかしてないからなんだろうなんかいいんだよね話してるとなんかちょっとしゅさっき言った修道士みたいな空気あるんですよねやっぱ求道者みたいな。 なんか微妙な距離感大事ですよねあ<ー>あのあ全くの赤の他人じゃないから相談断るわけにはいかないけど、うん、別になんかそんなにななんか一生懸命やってくるわけでもないぐらいの大人っていう、うん、そう,そ,うそれだしさなんか授業教育うまくて授業人気ある人ってちょっとこう上コミュニケーションも上手で意識も高くてなんか上がってこうみたいな空気あるじゃないですかそうじゃなくて俺はやんでんだよみたいなとこあるじゃないですか病 <laughs> <laughs> んでんだから静かに話聞いてくれよ <laughs> 研究室でみたいな。<laughs> そういう先生見つけるのは大事かもしれないな、なんか。んかそこはなんかチューター的な人はもうちょっと、なんか充実した方がいいと思いますよね、日本の大学は。そういう意味でだ、前大学もそういう人入れないのかな、なんかだって。なんか、これ病んじゃったら、どうするんだろう、うん、画面の向こうで、誰がケアするんだろう。なんかオンラインでのサポートが、あの N. 公コーの方にはいたはずなので、多分同じ仕組みにするんじゃないですかね。ねそんな感じがあるんですか。あ、オンラインで、やっぱりサポートしてくれるんだ。うん なので、まあ、むしろ一般の大学よりはいいかもしれないですね。そんなあるといいですよね一般の大学の場合ってその相談窓口的なの基本なんかよく分かんない感じでなんか勝手に自分で何とかしろっていう感じですからね。<laughs> そこまで今の大学もうちょっとしっかりしてるかもしれないですけどねど,どうなんだろう変わんねえか。だ<ー>、うん、からその自分から上がっていける子は別にどんなとこでもいいんですけどその上がっていけない子とかしくじった子をどう持ち上げるかっていう。 ところが大事なななんじゃいいかなっていううん、そうだねキャンパスに来てないとしくじったうな,なんかなかなか拾うの難しいですけどなんかまあでも、うん、オンラインなので逆にその授業を取ってるその定期的なスケジュールからずれてる子が運営側の方にアラートが来てなんか最近この授業更新されてないとか再生されてないとかでチェックするみたいなのは、うん、やろうとればできるのでそういう補足の仕方があるか。うんうん なので、日本の普通の大学よりは、それなりにはありな気がしますけど、うん。あれ、そろそろなんか1時間ぐらい、あのー、経ったから、スタッフの方に聞き。いいあ、ちょうど今、あの、角川の偉い人が帰りましたから、で、ここから本音トークしますか。<laughs> 帰るんだ。会社 <laughs> 迎えに行ったんじゃないですか。赤城<場><場>さんのところ。迎えに行ったのか。その感想だよな、うん。帰ることはないと思いますよ。あ、あたし君。<laughs> えとりあえずここまで1時間だらだら喋りましたけどなんかもっとこうしてくれみたいになったらちょっとスタッフさんからほんと遠慮なく言ってもらっていいです日そういう会談で全然ここにいらっしゃる方すかといらっしゃる方の帰っちゃった率は何パーぐらいなんですか今んとこまだねそんなにいない 1, 1人かな <laughs> 1> <laughs> まあ飯1回食いに行ったかもしれないですよあはい、はい、皆さん本当にデイリー自由,自由なんだよねあれチャオさんんんいないいなななかかか小腹空いた時よりなんか えああすいませんんねね本当に、ね、えなかかありますかせっかくなんでね、なんかこう教育、あじゃあ、どうぞどうぞ、じゃあマイクを上げてください。のネットで見てくれてるのコメントの方たちのコメントは、後で拾いますよね。あでも N コ S コの学生が全体学の授業を受けられるのはちょっといいっすね、これ面白いそれはありですね、なんかね、聴講できるとね、うん、どうぞ なんかあの講師陣の方を見てて海外からの方もいらっしゃってたんですけど英語圏の方と,なんかちょっとフランス語とかスペイン語を喋ってる方がいてその時はなんか同時通訳が入るのかなとか全然その日本語のファイリンガルじゃなさそうだったので授業ってどうなるのかなってちょっと思いました、うんうんうん、これどうなんですかじゃあマイク回収してちょっと一回説明してしい,、まあ、いますけどね、うん、AI に翻訳させてほしいよな,なもう。ういう時代ななんだからな <laughs> どうなんでしょううどせ動画授業なんで普通に字幕つけて終わりじゃないですか。えー、えええちょそれは生徒にってことですか生徒にロシアの方がいっぱいいらっしゃるから英語の字幕ロシのののあ一、うん、人だけ英語の方がいらっしゃるけど他の方は日本語喋れる方がいらっしゃる。 ええ、ええ、あのスペイン語で喋ってた人、明らかに日本語喋れなそうだったのに、喋れんのにあえてスペイン語でやったんですか。やっぱそれの方がさ、インターなんていうのこのグローバルなニュースじゃないですか。当たり前でしょ。はるじゃつくみたいな。うん、あれ、うカメラ回す前に、<laughs> どっちで行く。日本語、スペイン語って言ってた。と <laughs> 確かにね、ボビーオロゴンがなんか英語で喋ってると、上に行った感じしちゃいますからね。そ<う>片言の日本語だから、なんかなんか、しきかあるみたいな。ボビーとか超エリートですからね、多分。 はい、<laughs> そうですよやっぱりあの片言の日本語で<ー>なるほどねそんな感じです他に何か質問ある方いますかだあの全然関係なくてもいいですよ関係あってもあいらっしゃった えっと、なんか N ヌ超エこう、あんま、よくわかんないですけど、なんか成果とか出してのかなっていうのと、うん、あと退学率とか。こうマイナスな面とか、あんのかなっていうのはちょっとい。よくドワンゴの人が五人ぐらいいる場で、そんなこと聞きません。いいですね。<laughs> どうなんですか、あの、どんくらい実績出してるかと、マイナスな面をちゃんと言えた。<laughs> <laughs> ちょっと、まあ、マイク、シビアな質問。<laughs> えっと、まあ、一応、あの、生徒数が日本で一番多い高校と。はいはいうん なってますちょっと大学率はその場でわかんないです、うん、<laughs> はいま,まあでも高校の成果って難しいですし進学率ああ大学進学ってどうなんですか毎年あの海外大学も東大京大も何人もあ東大京大出るってすごいですけどね出てますはいあの海外の大学も合格者いましたよねはいあのイギリスのエジンバラ大学とかカリフォルニア大学とか学、まあ、そういった大手のはい トップスクールにも、カリフォルニア大学のどこ、どこですか。サンタバーバルだったかな。<ー>はい、聞いたけど、ちょっとよくわかんない、ね。<laughs> まあ、すごそうですね。U. C. L. A. の一派ってことですもんね。的な並びの中の。うん、まあ、いっぱいあるけど。うん、えー、納得しました。それ。まだ、全然いいですよ。っ突っ込んでもいいですよ。通信制の大学なんで、もともと、中退率は高めだと思いますけど。<laughs> なるほどね。どうぞ。なんか、進学の、こう、そういうサポートとかしてるんですか。 えとアメリカっていうか海外に留学をするための手伝いをする留学準備室みたいな、はい、確か、N、この中にありますすよねそうです、ねえー、と大学受験したい人は大学受験のコーチングがあってで海外の大学行きたい人は海外の大学行きたいため行く人のコーチングがあるみたいな形で人によってこうサポート体制を変えてやっているという感じですね。なるほどこれちょっと一瞬思ったんですけど視聴想定者ってど,どういう人たちを想定してるんですかこれ今,今の場ですかうん さんと高橋ささんんののファンの皆さんにでいいの高校生だったらちょっとあの抜けに映ってるお酒を下に下ろした方がいいなと思ったので <laughs> 質問するときは会場なんで飲んで遠く楽しんでいただく分にはいですけどちょっと抜けの,あのテーブルに置いたような足元に置きましょうかょやや怖いなあと質問するときは手のお酒ちょっと足ちょっと高校生も毎日検討しながらね見てたらよくないですからね。 コメントで N 校に入ったから優秀なのか入る前から優秀だったのかってあるんですけど、うん、これでも普通の高校も分かんないですよね。でもこれ成田さんが結んか成田さん出してま先生があのニューヨークの高校で研究したところ超優秀なやつがいい大学に行くしそのなんか優秀じゃないやつはダメで優秀なやつは結局結果を出すっていうもう身も蓋もない話になっちゃったっていう。そうですね結局 大学の教育がいいかどうかじゃなくてそこに行ったやつが優秀かどうかに過ぎなかったっていう身も蓋もない研究をして教育関係者のやっぱり非難を買うっていうやっぱりそういうなるほどその、はい、なであので N 校からいいとこ行った人も多分他の学校からいいとこ行った人も基本優秀な子がいいとこ行ったっていうだけであるっていう。<laughs> ただか学校の,その大学受験レベルだとまだ下駄履けるんですよねうん要はその,塾行った子の方がいい大学要するにその大学の入試試験って頭の良さを測る試験ではないのでなのでその要はそのテクニックとこれを覚えた方がいいよっていう量を最小化してくれるのって塾やってくれるわけじゃないですかその教科書全部丸暗記していけるんだったらまあセンター試験レベルだと。 だいたい借りましたよってなるんですけど丸暗記必要ないよね本当に覚えなきゃいけないのはここだけだよねとかあなたはここ分かってないからここだけやりなさいとか覚えなきゃいけないことを少なくしてくれるっていうのが僕塾の良さだと思うんですよ<う>なので結果としてそう記憶容量があんまり多くない子で忘れがちな子でも塾の教えるこの最低限だけ覚えられたら中堅のこの大学ぐらいまでは入れるよっていうそういう下駄を明かしてくれるっていうのがあるので、うん、なので塾は頭の悪い子には重要なんじゃないかなと思うんですけど <laughs> <laughs> なんてことだって頭のいい子はもう成田さんみたいな子何したって東大受かるんだからもう何もしなくていいですよ。<laughs> まあそうだね成田さんはもうちょっと例外ですからねずっと高校もね行ってないで頭良かったからな、まあ、塾とか確か効率よく学ぶって意味でいいとこですよね広木さんん塾行ってたんですか、うん、僕は一応行ってましたね予備校あの大学その落ちて浪人やってたので。 あそっかじゃあ予備校青春ちゃんと送ってたんですね予備校の青春を。はい、なのであの、はい、超楽しかったです予備ゼミナル生活はいやそうななんだよな予備校のやつらさすげえ楽しそうでムカついてきたんだよな俺なんか大学行って俺結構、はい、初めつまんなかったで何 <laughs> で予備校の努力しないで勝った俺がこんなつ,なんかつまんなくてあいつらはそんな楽しそうなんだってすげえムカついてたんですけどね、はい、やっぱ楽しそうですよね。はい ほら、その授業の単位とかがそのテストとかも別に怒られたりしないので、毎日が夏休みなんですよね。うん、<laughs> で行くと、その喫煙所に行くと、あの高校の友達がみんないるんで。うん、なので、あの、こう遊びに行って、タバコ吸って、でもタバコ吸っても、先生に怒られるものがないので。うん、超快適な学校生活もどきっていう。うん、いや、しかも、知ってます、今代ゼミって言ったじゃないですか。 うん、俺、前ちょっと取材したことあるんです空から日本見てみようってやって,て取材したことあるんですけど、ヨゼミのあの代々木の本社の上、寮になってて、めちゃくちゃ絶景なんですよ。んなあそこね、すげえ人数いますよね。そうあそこすごい、すごいんですよね。一回、なんか入らせてもらったことあるんですけど、こんな楽しそうなとこで、羨ましいわと思った記憶あるな、でも、あの寮に入ってる子たちは、多分楽しくない子たちだと思いますよ。えななんでなんでで いやまあ結局あ,のああいう寮にその入れられて多分田舎から呼び出されて入れられて、うん、である程度そ,のなんかそれなりの成績を出さないとこう親からの多分お金が来ないっていうのもあって、うん、あと結構それなりにシビアな中でやらなきゃいけない子だと思うんですよね。しかもあの寮の通学系のあどうぞいやその通学系の,その都内に住んでてよりこう通ってますみたいな地元の子たちの方が多分楽してると思います。な、うん、なるほどなえさんじゃ大学生活の話出たから 今日の一応10っていうのをディレクターさんがすごいちゃんと考えてくれてましたから自分が全大学に入学したら<お>どんな時間,時間の使い方をするか教えてください。えっと第1期生の場合は第1期生が何らかの成果を上げたというのをやった方がプロモーションになるので、うん、多分その起業したりすると全大学からのサポートが結構手厚いと思うんですよね。うううんうん、うん なのであの、全大学の学生として起業しますって言って、そのサークル的にやって、でドワンゴから仕事をもらうとかってすると、多分全然お金が入ると思うので、うん、なので、いかにドワンゴから仕事をもらうかっていうプロジェクトを立てるっていうので、いくと、それなりにいくんじゃそこから起業した人の実績をドワンゴも作りたいはずですもんね。はい なののでそのエンジニアの派遣みたいなのをその全大学初の会社として始めて、でエンジニアがいるんで仕事から採用って言って、ドワンゴからなんか適当な仕事をもらって、それをばらまくだけでお金になるっていう、なので失敗しないビジネスモデル。賢いなやっぱひろゆきさん、そうかもしれないな。だってサポートする動機があるんですもんね、ドワンゴに。うん なのでそれ成功し逆に潰れましたとかってなったらその宣伝的にも厳しいじゃないですか、うん、だから成功してるって言い続けるために年間1000万ぐらい払っても何の損もないと思うんですよねまあ PR のお金だと思えば安いもんで,すもん、ねうん、で一応そのエンジニアもそのなんかあの,の仕事もするしでそのエンジニアの質が低かったらそれは教えてる前段階が悪いんじゃないのっていうことになるので <laughs> 多分質が悪いとも言えないと思うんですよ <laughs> そうだねクレームも入れられないかはい<ー>なので安泰っていう 4年間4000万ぐらいもらえるビジネスなんで入学生の方やってみてくださいなるほどそれは賢いななんかあの皆さん動きづらいと思うんですけど後ろに今多分軽食みたいなの来たと思うんで本当に遠慮なく今もう5分ぐらい自由に動くタイムにしますからトイレ行く方も4時間続きますから <laughs> あ, <laughs> あの本当ちょっと <laughs> なんかあれ,それちゃんさん軽食が来たんででですすかかか、えっと、来年の4月からスタートいいいんはすかい そそもそも来年の4月からスタートなんですかっえっと認可が降りればなんじゃないですかねこれああで降りたら4月からまだそれと未定なんですか ?2025 年再来年再来年だそうですあ再来年なんだうん。ってことは今高校2年の子が1年生になるかもしれない今高2の子が1年生になるかもしれないそうああじゃあ高1高2向,向けなんですね 高高向むまあそうですねそこら辺の世代が対象になるのかもしれないですよねまあでも認可が下りないはまずないっすよね天下りも入れてるしやめろそういうこと言うの山中さんのことか誰のこと言ってんいやその肩書で文科省事務次官とか書くのって今のご時世それは天下り感強いからあんまりよろしくないんじゃないのと思ったんですけど全然ひろゆきさんは社会のこと分かってないな本当に。 大事ななんじゃないですか俺も全然分かってないけど大事なんでしょうねやっぱりねあ,あいの <laughs> いやだってこれから大学作りますでそこのなんか偉い人に文科省の事務次官がいますってもあやっぱ甘くなりってそういうで必要なんだって見えちゃうじゃないですか社会にいや,いやほらなんかそこらがどうなのかな、うんうん、思い出してくださいよ俺らも いやリアルな大学作りたいですっつってパリにいる元エンジニアみたいな人とアメリカでフラフラしてる大学教授とかでそんなこと言ってたら一瞬でなくなりましたからねそういうチャンネルねだちゃんとした人入れなきゃだめなんだよ <laughs> 山中さんとかそうですね確かにそうだよ大事ですよねそうそう、まあ、いつかねつないと作りたいですかあ本当に、N、<お> <N> でもほら大学といえば高橋さん昔なんか日系テレ東大学っていうのを作ったのに潰れちゃったんですね、うん、それの話だよだか、まあ、リハックも大学作んないとないですか <laughs> <laughs> でもなんか草津大学を作るかもみたいなことを山本一太群馬県知事が言ってましたよねそう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 だからあの山本さんのちょっとねあのー、本当に離婚してほしいですど,ど,どうぞご自由に何かなすごい毎月880円も払ってくれてるサブスクの人にコンビニのおにぎりしか出せない本当うちの経営状況じめさんなんかおいしいね <laughs> なんかカフェとかのあれとか欲しかったけどおいしいおにぎりだよねチャオさんこれね。 ファミマのねファミマの <laughs> あれでしょゴーの三浦さんがすごい気合い入れて宣伝してるシリーズだよねああファミマのおにぎり美味しいからな台湾混ぜてそばとなでも大学ってなんかちょこちょこ増えてますよね,ねなんかデジタルハリウッド大学院とかあそこら辺の,その新しくできた系の大学ってもう何年か経ってますけどなんかどういう成果があるのかっていまいち分かりづらいですよね だから、あの、あれですよね、専門職大学ですよね、一時期増えたの。うん、どうなってんだろう、でも。最近も、そういえば、テレ東を辞めて。うん、なんか、その専門職大学の。教授になるみたいな人いたんですよ。な、うんあだから、からちゃんと天下り先としては機能してるんですか、やっぱり。<laughs> そうですよね。はい <laughs> そ。そんな話でいいのかなって思います。思うん。で、でも、結構、だから、なんていうか。でも、専門職。 の方を僕ら結構映像制作の僕やってるじゃないですか欲しいんですよただ総合大学出てなかなか映像職員になりたいですって人ばかりでもないのでなんか助かる気しますけどねそういう人材が増えてきたらねまあでもその映像制作系で必要なスキルって何なんですか例えばプレミアまず使えるプレミアってソフトアドビの使えるとまあここ基本だけど結構つまずいくんですよやっぱりでまあその先にはやっぱアフターエフェクトとかフォトショップとかいろいろあってまあそこを 使いこなすの教えるの2年ぐらいかかって超めんどくさいんですよえそんなんでも普になんか YouTuber とかに声かけりゃ大体みんなできるじゃないですかまあだからね器用な人は確かにね若い子でも YouTube 見て覚えちゃうんですようんだけどまあほら俺もそうだったけどやっぱなかなか目が弱い人ってひろゆきさんほら結構得意かもしれないですけどそういう人はやっぱりなんか教えて<あ> かといってじゃあ理系的な発想だけがこう企画作る発想かというと文系的な発想が必要な場合もあるんで文系でこうちょっとそういうの機材苦手だけどみたいな人を教えてくれるの結構俺は嬉しいんだよな,なんかコメントでアドビのプレミア収録するのに2年,2年もかかるようなやつはダメだろうって僕と言い過ぎたな <laughs> <laughs> 2年はかかんないなあのアドビプレミアだけだとかかんないね。<laughs> <laughs> でも実際そのなんかカット割りしますとか字幕入れますとかってもう外注でもいいじゃないですか、うん、そこをなんかその社員として必要なスキルなのかっていうと結構微妙な気はするんですけど何なんすかねまあそれ自分でやらなくてもやれるってことは大事なかもしんないななんかそのロジックとか論理分かってるかとかなんかそういうのはちょっと古い世代考え的には大事な気もしますよね。 うん、まああのあるかないかで言えればあった方がいいんですけどでもそれよりもその映像として面白くするとは何かとか面白いとは何かみたいなそっち側の,の企画力の方がより重要な気がするんですけど企画力とあとさこのあれに近いですよ感覚で陶芸で六炉回すじゃないですか六炉、はい、ってやっぱこう触っててこう形こうなってくるじゃないですか。 うん、でもあれもこう触ってるからこうちょっとした力加減でいい器作れるようになるじゃないですかあれと同じでこう v, v 触ってるのと触ってないのとやっぱ結構違うんですよやっぱり <laughs> 謎なこと言いますけどだか最近高橋さんは仕事が忙しくて編集はあんまりしてないから客がつまらなくなってきてるやめろよ画面白いだろう富山旅面白かっただろ行き <laughs> <laughs> 当たたりりばったりだ富,富山旅どうでした <laughs> <laughs> いやいやまあ,まあ,あの行き当たりばったりで何かを準備したという感じではなく結果往来だったのでいいんですけど何かその面白いものは何かとかじゃあその興味がない人をどう引き付けるかっていうところの方が多分そのものづくりクリエイティブとかよりも重要な時代になっちゃってる気がするんですよね。うううううん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 、うん 例えば YouTuber とかでうまくいってる人たちが、まあ、そヒカキンさんみたいな自分でずっと編集もやりますっていう昔ながらの人で成功してる人よりも、うん、むしろそのなんかノリで面白いことができます話ができますっていう人がうまくいってる率の方が高い気がするんですよね。だからそう考えるとそのなんか手仕事を覚えるというのって結果としてその利益率の幅がすごい狭い気がしていて。うん で企画で当てたことのある人って、うん、いろんな企画でずっと仕事し続けられるじゃないですかテレビ東京クビになっても YouTuber になるみたいなそうだね <laughs> なのでなんかその <laughs>、うん、手に職をつけた方がいいよねっていうその昭和的な感覚じゃなくて、うん、その企画というものを教えることができるのかっていうところがもし可能であれば、うん、そっちの方がなんか鉱、うん、脈はでかい気がするんですよねおっしゃるとおりです,脈大きな企画術ですねで企画は 多分ある程度コツはある気はするんですけどもうそれと編集,の編集を主としたディレクション技術っ,てやっぱもう全く別物ですよね、だからどっちかしかやらない人もいるし、うん、ただ、ね、編集に紐づくディレクション技術は結構大事な気しますよね、そこ,そこがすべてと言っても過言ではない気はあの俺も自分でやらないですけど、はいはい、でも、やっぱりなんか最後はそこで。 担保されてんすよ水曜日のダウンタウンも一滴9問。まあゴールの映像がこうなるために、うん、これを撮らなきゃいけないよねっていう、うん、逆算で撮らなきゃいけない映像が分かって最終的にこれ撮ろうになりますよねゴールが見える人は。おっしゃるとあのまさに本当そその側面と編集が見えるからロケのゴールが見えるっていうのロケ,、うん、ロケしながら考えられるっていうのといかに例えばディレクターさんがクソつまんない VTR 持ってきても。 あの編集できる人からわ全部面白くできるんですよ、ちゃんと。<laughs> 編集で面白くできるんですよ。だそそのなんか、これ、俺、絶対嘘だと思うんですけど、都市伝説だと思うんですよ、都市伝説だと思うし、うん、本人聞いたらぶち切れると思うから、これ、ちょっと本人には言わないでほしいんですけど、なんか、イッテ Q の古舘さんっているじゃない、古舘さんって演出高い,いんですよ。ほいほいすごいやっぱ編集がうまいんですよ。編集とナレーションで全て面白くする人なんですよ。うん、で、なんか、ディレクターがこう撮ってきた、見せるじゃないですか、写て見せるんですけどつま、つまんないじゃないですか。うん、そうするとっ、うん、って言って言 こうなんか両手かざして今から魔法かけますって言ってこう編集直して他のディレクターから聞いたことああったけど <laughs> まあちょっと都市伝説かなと思って <laughs> 古谷さん見てたら怒りそうだけどな <laughs> まあでもそういうのがちょっとね正しいんですよ、魔法かかるんですよ、多分その編集テレ,ビテレビ局で演出家としてなんか5年ぐらい張ってる人は結構ね魔法かける技術は持ってるんですよ。やっぱりね <laughs> だからあのつまんない時につまんないっていうのをより前面に出すことでこんなつまんないっていうのをナレーションで入れて笑いにするとかいろんな転換方法ありますもんね。そうそうな何個も引き出したんですよそういうのが。<laughs> うん、だからこう「<ー>魔法をかけます」って言って財前教授みたいにこう何 <laughs> <laughs> から一「イッテ Q!」で必ず守られてる点で演者が人がいいことっていうのが結構守られていて、うん、旅に行く人ね、はい、あの旅に行かないベッキーさんとか別ね。 だから人がいい人が何らかしらの長回しをして苦労させると大体なんとかなるっていう方法論が今のところ崩れてない気がするんですよね。ははははいはいはい、はい 要するに、その、なんか、苦労したとしても、いい人が苦労してると共感するじゃないですか。はい。だから、その、共感するキャラクターっていうのさえ置いとけば。あとは、その、なんか、怒る、嬉しい、喜ぶとか、どっちの、に触れたとしても。触れる方向さえあれば、うん、あとは、それを伸ばすだけで、何か、み、み、見る価値があるものに見えちゃう。で、まあ、出川さんとか、そう、分かりやすいですけど。はい,は,いはい、はい、はい。っていうので、いくと、多分、負けのないパターンなのかなって気がするんですよね。まあ、構造として、そういうのありますよね。で。ちょっと、やっぱりね、あの。 まあこれ演出の結構一番基本的なパターンなんですけどもずらしてもいいんですけど演者をいい人に見せたり、うん、演者いい人出すことで制作者をやっぱちょっと悪者に見せるのがコツなんですよね一てきもそこじゃないですかなんかバツッと切ったりはい、はい、まあそういうの,の,のナレーションとかがすごい<う>あの悪口風に言いますよねそうこれがなんかね、まあ、あ<ー>か簡単に笑いを取れる一個のこっちがやさぐれるっていうそういうのはね あだやっぱ善と悪は必要なんですね。演者が善だとすると、うん、その編集側は悪側に回るみたいな、うんうん。ってことのが作りやすいですよね。やっぱ演者が悪者で<ん>こっちがいいもののやつってやっぱあんまり笑えないんですよね <laughs> なんかね。あ確かにそうっすねだからリアリティー TV があのシーズンをバンバン変えていくのはそれですよね。 出てるやついいやつじゃないから、うん、次のシーズン行かないと成立しなくなっちゃうんですよね。<laughs> えリアル何 TV ですかあのリアリティ t v 系あのそのあ恋愛リアリティとかサバイバル系とかで、うん、やっぱみんなが争ってお互いの嫌な部分とか欲望とか見せるから、うん、どドイツも嫌なやつだよねってことになっちゃうんですよね。あれ系はだから炎上しやすいのとだ最近やっぱやりにくくなりましたけ、ね、昔だからロンハーとか。 まあ、リアリティーショーもそうですけどやっぱこうで出てる人がこうああいうのあったけど面白いんだけど、うん、なんか今より炎上しやすくなりましたよねそっち系はねでやっぱあれの場合ってその生々しさとかが出た方がより面白いんですけど、うん、でそれを出すと炎上するしあとその人も嫌われるので、うん、その地目を集めるっていうなんか生々しいことやってるから面白いぞで来るんですけど、うん、長期的なロイヤリティーのあるファンが作られないので。うん なんで結果としてそのまあ孫子たちがいなくなり、でまた樹木を集めなきゃいけないっていうので。うん、こう過激なことをやり続けなければならないっていうループに回っちゃうっていう。そうなんだよな。そういう。可能性は。俺らなんか前大学の発表中継で何、何話してたっけ。いや、<laughs> <んか S 2> でも、なんかその。<laughs> いやなんか AI の話とかもそうなんですけど人にとって重要な能力は何かっていうのだとその言語が喋れるとかさ編集ができるとかプログラムができるとかがそんなに重要ではないコモディティスキルになってしまうのであれば人が喜ぶのは何か人を喜ばすためにはどうすればいいかっていう。 すごいあの当たり前の人類の歴史でずっとやってきたことというのを。本来学問化して、それをみんなが理解してできるようにする方がよっぽど。長期的な役に立つんじゃないかなって気がするんですよ。A. I. 時代ですか。要はその人の喜ばせ方って学問になってないじゃないですか。うん、でもなんか、それ覚えられた人の方がよっぽど。その社会にとって役に立つと思うんですよね。あ。これで,もでもそれが学問化されてないっていうとこ不思議で。 ななるほどなこれどうなんですかね、でもなんかこれ、俺 AI のことよく知んないからあの雑談レベルですよ、うん、さっきのだけど、なんか AI の時代突き詰めると、多分人を喜ばせるのも AI できちゃうから、なんかもう自分がやりたいからやる以外のことってなくなっちゃうんじゃないですかね、ど,ど,う,どう思いますその AI がやってるというのが分かってしまうと、うん、もう人は興味をなくすんですよ。 な,なので 100m 走って人間がやるから見るわけで、うん、あそこでバイクでブーンって言ってもう誰も見ないじゃないですか。<laughs> 確かにね、で将棋の試合もコンピューター同士がやった方が藤井騎士よりもっといい手でもっと強い試合ができるんですけど、うん、確かにそれ誰も興味ないじゃないですか。はいはい、なのでその人間がやってるというのが重要なので人間が人間を喜ばすというのは多分残り続けざるをえないんですよね。という意味で言うと映像とかもそうか人間が作った映画だからまあ共感できるとか面白いとか。うん なのであの人間が作るものを AI を使ってすげえ手を抜いて作るっていうのが重要になる気がするんですけど、うん、そうねそういう方向にじゃあそういう人を教授陣に集めたいんいですか全大学は例えばじゃあい,<や>いいですよひろゆき学長だったらだ誰を集めますか今、はい、あのー、全大学には。課金さんかな ヒカキンはギャラ高そうだな。ヒカキン。え、でも、じゃあ、予想<や>で言ってました。まあ、ヒカキンさんと。あとは。いや、その、まあ、あの、その個人がどうこうというより、多分重要なのはキャラクターと認知とイメージで。うん、で、若い人に支持されていて。うん そそれでそのイメージとしてこの人が言うことは確かに正しいよねっていうのをモラル的に考えられる人成田さんとか僕とかって性格悪いいのでで反発が出るじゃないですかで何をするべきだよねっていうのを感情で受け取るのではなく多分理論的に納得して動く派なんですよでそっち側ではなくてこの人が言うんだったら従ってみようって思える感情で人を動かせる人っていうのが若者向けでいくともう多分テレビタレントにはいなくて。 なので、で、やっぱコムドットさんとか、ちょっと反発も出ちゃうので。今のところ、反発出ないので、ふと、はじめしゃちょーとか。ヒカキンとかあの。ヒカキンさんとか、その、無味無臭なユーチューバーで、知名度の高い人っていうのが、重要なんじゃないかなって気がするんですけど。あ、中山きんにくなりです。<laughs> <laughs> <laughs> ありあり、マジあ。大学の教授候補、中山きんにくん、ね、まずね。<laughs> あり<れ>、<laughs> なんでありですか、はい、中山きんにくんは。中山きんにくんが、何言っても、人は幸せになれるんですよ。 ね。<え> <laughs> で、あの筋肉つけるはあの本当に間違いはないんですよ。筋肉は裏切らないんですよ。うん、努力は裏切るんですけど。だからその要は何のスキルつければいいかわからんけど、筋肉つけたらある種モテるし、運動とかもそれなりにできるし、自分に自信が、ね、つくは正しいんですよ。うん、だからなんかスペイン語喋れるようになりました。って言っても仕事つけないかもしれないし、自信もつかないんですけど、筋肉ついてるやつは自信がつくんですよ。うん なので、中山筋肉ちょっとコメントで関節は裏切るかちょっと面白かったんですけど <laughs> 関節は裏切る面白いですねなので筋肉をつけようは僕結構10年後も正しい技術だ気がするんですよね筋肉ねその外国語を覚えようが10年後全然役に立たないかもしれないですけど10年後も筋肉をつけようは正しいんですよまあね筋肉つけると筋トレで大体解決するって本当みんな言いますもんね はいあのやっぱストレスもなくなるしあのよく眠れるし、うん、最近すげえなんかツイッターの DM であの筋トレとかあの痩せる薬の CM のお写写が来るんだけど <laughs> 筋トレいいかもしれないな <laughs> 筋トレしてくださいああ、うん、きんなんかね ありましたよ、ね、なんか三島由紀夫がなんか太宰治を表してなんか筋あ、ね、え太宰治は筋トレすればほとんど悩み解決だよってってたんですけど三島由紀夫とかすぐ筋肉つけちゃいますからね筋肉つけちゃうからねあいつはバカだよ筋肉筋トレしないからっ,つって三島由紀夫がね太宰治の悪口言ってるんですけど <laughs>、うん、まあそれはあるかもしんないんだけど俺ちょっとじゃ一個逆の仮説出していいですかひろゆきさん前も言ったかもしれないけど俺テレビ局に18年いて 筋トレして筋肉ムキムキのやつで面白いビデオ作ってるやつ見たことないですよね。<laughs> これ本当に。<laughs> あそれそれはわかります。ますクリエイターで筋肉ムキムキの人いなくないですか？<laughs> あんまりいない。あ、そうあのね。クリエイターを束ねる人とかにはいるんですけど、うん、要はあのクリエイターってやっぱ頭がおかしくないとダメで、うん、で、あの正しい努力ができる人はクリエイターに向いてないんですよね。うんうんうん。 今その正しい努力というものは多くの人ができてしまうので、うん、結果として他の人でも出せるアイデアが出てしまうんですよ。うん、なのでその他の人がやらないことをずっと追求していくという頭のおかしさが必要で,、うん、なでそうすると地道な努力とかできるタイプってやっぱり頭の,その切れたクリエイターになれないと思うんですよね。ななるるほどすすごく真っ当な企画ははははでできると思うんですよはいはい、はいじゃあ えとなんか政党をつないで選挙の放送をしましょうみたいなのって法則決まってるじゃないですか有名なタレントさんをつけて、うん、その政治に詳しいコメンテーターつけてうん、うん、で各そのなんか政党にこうあのアナウンサーを送り込んでとかやるべきことが決まってるようなものであれば、うん、そこに優秀さはいらないんですけど見たことがないようなその映画作品とかアート作品的なものを作りたいとかになるとやっぱ頭のおかしさっていうのが重要な気がするんですよねそうそれでで言言ううととの文脈で言うとだから俺はね。 もう本当にパッと言うだけじゃなくてちゃんとこう歴史的な研究として前大学に中田敦彦を呼んでやっぱ筋トレ以前ということで松本人志が面白くなったか面白くなかったかっていうのを研究してほしいんだよ <laughs> いつからか松本さん筋トレに目覚めたじゃないですか <laughs> い <laughs> はいはい、はい、どうなんだろうでも多分年を取って成功してしまうと、うん、もう多分とがる必要がないしとがれないんだと思うんですよね、うん 要はあの受けない時代が多分必要だと思うんですよね受けない時代があるので全然受けない中からめちゃくちゃ面白いことをやるっていうので幅が出るんですけど、うん、松本人志さんレベルになると毎回それなりに受けちゃうし、うん、で笑いってある種その強自分立場の強い人が言ったことを人は笑ってしまうっていう社長が言うとなんか社員みんな笑うじゃないですか。 で会議とかでもなんかその決定権を持って偉い人がいるとなんか笑っちゃうっていう、うん、その笑いって実はその立場と強さっていうのがあった方が取りやすいんですよね。うん、なので松本一史さんがその滑りまくるっていう経験がもう構造上できないと思うんですよね。ああ、まあ偉い権威になっちゃいましたからね。うん。 で別に本人がなりたいつもりじゃなくてもみんなが松本人志さんを知ってるし、うん、強い人だって思うので、うんうん、その中山金んに君と松本人志さんが全く同じことを言ったとしても松本人志さんの方が多分笑い大きいと思うんですよ。なるほどっていう風になっちゃうのでそのやっぱそのためてためて鬱屈して他の人が言わないようなものすごい尖った面白さっていうのはもうちょっと構造上難しいんじゃないかなと思うんですけど。ななるほどな俺それで言うとねやっぱ 松本人さんを超えたかどうかはって、まあ、超,え超えてはねジャンルが違うだけなんですけど俺、やっぱすげえ発明したなって思う人が最近いてそれね、あの全然松本さんと比べちゃだめですよ松本さんのが伝説だからだけど俺ね佐久間信行って俺の先輩すげえなと思ってて自分で話して全部自分で笑うっていう荒川 <laughs> さんはやっぱあの人オールナイトでやってて全部喋った後と自分でガハハハハって笑ってなんか面白いみたいになっちゃうんですよ。あの人すごいななと思うんだよな いや優秀ですよねうん,絶対滑んないじゃんそれ自分で笑ってんだからでっかいアイドルのアイドルの,アイドルのミュージックビデオを作った人じあの時にやっぱこの人すげえなと思ったんですけどアイドルのミュージックビデオでずっと佐久間さんばっかり出てくるやつ作ったじゃないですかそ<う>だからあれができちゃう優秀さですよねあれまあねあれはミュージックビデオの監督だろうけど あれに5を出すす佐久間さんすごいですよ、ねまあ、ラフラフティアイドルの MV なんですけど、うん、初めのねファーストコメントで佐久間さんがもう佐久間職を消してきますって言ってアイドルの MV にずっと佐久間さん出てくるってやつですよね。はい <laughs> すげえよなあれいや。だからその,あの高橋さんが割とうまくいってるのが、うん、その成功するその成果物がある状態を作るには自分が演者として司会で入った方がより成果物作るのが効率的であるってところでちょこちょこ前に出たじゃないですか。うんうんうん でただその演者力がそこまで高いわけじゃないんですよね。あくまでその仕切りなんですけど、うん、佐久間さんってその仕切りじゃなくてタレントとしての演者性も自分を使えるんですよね。そう。なのでタレント佐久間がこういうことやったら面白いよねっていうのを監督佐久間としてやって、うん、でそこで編集佐久間としてそれも使うみたいなのがあって、うん、そうなんだよ。だ万能なんですよね。佐久間さんはね万能なんで滑り知らずなんだよ。だお笑い文脈で言ったらもう。 俺芸人さんより上いってるんじゃねえかね自分で言ってボケて自分で笑ってる人ってやっぱなかなかいないからそれは発明だだななと思うんだよな、うん、でも佐久間さんと高橋さんの多分圧倒的な差があるとすると、うん、佐久間さんってその陽キャななんんですよねなんか幸せそうで見てるだけで幸せがこう伝わってくる感じなんですけど、うん、高橋さんって陰キャじゃないですか。 <laughs> 見てるだけで不幸せが伝わってくるっていう,う <laughs> そうだよ昔からずっとそうだよ家ついてっていいですかって陰キャしか集まってこないよ視聴者 <laughs> <laughs> だからそこのなんか生まれ持ってる陽キャなのか陰キャなのかっていうのって人生の中で本当にそんなに引きずり続けるんだなと思ってすごいんでこれはもうさあ佐久間さんってねあの知らない人もいると思うから一応言ってくると「ゴッドタン」っていう番組とかテレビ東京で作った演出家でね俺だと日本でやってるんですけど佐久間さんのこといろいろ暴露していくと まああれよ俺はなんかやっぱりさ大学時代の友達がどんどん切っていってるわけですよ、切っていってるって聞こえるけど友達そんなにいなかったわけですよ、だからこう携帯とかもどんどん変えるごとにこう昔の写真なんてないんだけど俺佐久間さんどんの時、佐久間さんがなんかこうなんかおあんた俺のなんとかだよって昔話するとき、全部自分の大学時代のイケメンの写真とか全部残ってんのよ、そんなの携帯変えるたびに移植しないと自分の大学時代のなんかイケメンの写真なんて残ってないじゃないですか。 全部残してんのがやっぱ佐久間さんすげえなーと思いますよね。陽キャだよね。圧倒的陽キャ。すみませんすみません。あのそれ普通。ですえ普通？こ <laughs> れが普通。マッタリリフォじゃない高いやついない。い <laughs> うん、<laughs> マッタリアクの会話陰キャばっかりだから <laughs>。いやあの基本的にもともとの写真を移植するとかは携帯電話のショップとかに行くと、うん、あのもうマニュアルになってるぐらい普通です。 でもねマッ,タリアックの会員の方は全員持ってないって持ってる人一、はい、1>, 1人しかいないもん2人2人23人3人ぐらい, <laughs> いやだから陰キャが集まる構想なんですよ高橋 <laughs> さんは陰キャを集めてるから今陰キャが来てるんですけど <laughs> 陰キャ革命起こすんだよ陰キャ革命 <laughs>、はい、陰キャがそういう意味ではだからな全大工とか鏡さんとも共感するのかな鏡さんと俺好きなところの1個にそれだけじゃないとちょうど鏡さん映ってるけど、うん、あのー お俺のこれか勝手な想像ですよ聞いたわけじゃなくてただいやいや陰キャ革命を起こそうとしてんじゃないかなみたいな風潮はありますよね、うん、でこれ陰キャってなんかモテるとかイケメンとか美女とかなんかとはまた違うんですよね見た目が明るくても陰キャっているんですよね。うん、なんかかこ,この中にある何う ちょっとした心の突っかかりをなんか鏡さんってこう革命起こそうとしてんじゃないかなって言おうと思ってたんだけど。今日めちゃくちゃメイクしてて顔見るだけで笑っちゃう。なんでこんなメイクしてんだろう。なんかすげえ眉毛上がってますよ、ね。眉毛上がってるし口開い,いし気持ち悪いんだけど。<laughs> なんで眉毛塗ったみたいな。<laughs> どうよ<し>。<laughs> でも川さん陰キャですよね。完全に。うん、川さん陰キャじゃないですか。<laughs> うん、なんか話しててもしぶしになんかなそういうのがあって。 <laughs> いやでも陰キャの人の方がやっぱりあの成果を出すんですよね陽キャってその毎日が楽しいから頑張って成果出さなくてもいいじゃないですかそうなんだよねそうそうそうで多分だから松本人志さんももともと陰キャだったんだと思うんですよねお笑い目指す人ってニューヨーク以外は結構陰キャかもしれないねニューヨークぐらいじゃあんな陽キャのままなんかやってるのね、うんうん、ああいう一部いるけど。うん やっぱネタを作ったりとかってすごいあの家にこもってこうやって笑いを作るんだみたいなのを考えてる人なんで陽キャはほら行けばもう笑いになるから普通に楽しく話せばいいだけじゃんってなっちゃうんですけどやっぱネタ作る人って陰キャですよね,そう,ねそうだよねやっぱハライチの岩井さんとかどう見てもやっぱ陽キャには見えない <laughs> 見えないもんな陰キャ多いんだろうなそういう意味で佐久間さんもだから陰キャなのかもよでもやっぱクリエイターですからねやっぱり。 いやー佐久間さんは陽キャがこれもできるっていうので何でもできちゃう万能型で、うん、顔がいいっていうのはやっぱでかいと思いますよ、うん、でも俺今話してちょっと分かってきたちょっと深く俺もさっき陽キャって佐久間さんのことい,<あ>いじったじゃんひろゆきさん乗っかってうん、うん、あの人でもね根のどこかに自分はなんかいわきのいわきの中でも育ちが悪いところの出身だみたいなことをなんか酔っ払うとすごい言うんですよ。<laughs> <laughs> そこのね復讐心はすごい感じるんだよな,なんか<ー>うん <laughs> 田舎から見返してやるぜ感みたいななんかすごい忙しいのにすごい忙しいのになんか今福島で旅番組の MC とか持ってるんですよねあの人 <laughs> <ー>だからやっぱなんか福島がなんか彼の作り手の原動力なのかみたいな作間論みたいの全大学で教えたいよな<ー>教授で宿ってくんねえかな いや佐久間さんはちゃんと教えてくれるんだったら、うん、あの技術が学べるんだったらすごい,いですよ、ね。佐久間論はね学べないっていうかなんかあれそどうなんだろうなあ。でも佐久間論は佐久間さんがやる必要ないんですよね。うんまあそうね他の第三者がやったらうまくいくかもしれないし、うん、あれはなんかタレント性なんだよな、うん、ちょっとな。 いやーでもうまくいった人の話を本人から聞くより周りがまとめて言った方が結構効率的に伝わる気がするんですよね。近くでで見てた人ですよね本人はそれがすごい簡単なことだと思っているのが世の中の人にとってはすごく難しいことみたいな乖離が起きちゃうんですよね。ははははいはいはい、はい だからそこでその第三者から見てここの部分は本当は難しいけどこれどうやってやったのって聞くと本人的には実はこうでこうでみたいなのを聞かれないと別に説明しなくても分かるだろうと思ってる飛ばしてる部分みたいなのがあったりするんでなのでその近くで見てこういうふうにやった結果こういうふうになりましたよっていう方が割がなんかノウハウとしてはまとまりやすい気がするんですよ、うん、そうするとじゃあ全大学の先生としてはどういう人が向いてるんですかだったら例えばあれかヒカキンの横にいる人ってことか。 セセイイキンでいいじゃんい<や>セイキンはね <laughs> セイキンさんはまたちょっとあの距離は近いけど方向性は違うので <laughs> ヒカキンさんはもう自分で編集もやるし、うん、そのバディ的な人もそんなに使ってる感じでもないので、うん、多分本音の部分でちゃんと分かってる人多分いないんですけど、うん、ヒカキンさんは上げてる動画の量が多すぎるので、うん、多分大体方向性出ちゃってるんですよね。なるほど であの前にウームの社長の鎌田さんと話をしたことがあるんですけど、うん、あの YouTuber で成功する人の秘訣に、うん、あに工場でバイトしてたやつが多いって話をしてそれどういうことですかね面白いなあの面白くない作業がずっと続けられる編集のことですよねっぽくない編集ねはい、はい、編集は苦痛ですからね僕秋っぽいんであの同じ作業をずっとやり続けると多分2週間とかで値を上げちゃうんですよ、うん 要は、その、ずっと、こう、回ってくる、お寿司の上に、タンポポを置くみたいな仕事とかって、僕、やっぱ、長時間できないんですよ。うん、ただ、あれができる人っていうのは、ユーチューバーとしての適性があるんですよね。いや、その、面白さも追求しないじゃないですか。同じ仕事を、ずっとやることが仕事だから。うん、なので、いいものを作ろう、面白いものを作ろうじゃなくて。うん、これは、この日の前にあげなければいけないっていう作業を、簡単と、ずっと、やり続けられるっていうのが、ある種の才能なんだと思うんですよね。 あそうねそ,うこうそれガチなんですか工場出身の人が多い感覚値としてえっとなんかその個人情報に関わるので名前を出すのが微妙だと思ったんですけど結構有名な人もそれであそうなんすかってなったっていうへえまあそっかそれはなんか言えてるかもしれないなーってでもひろゆきさん秋っぽいって言いますけど<あ>ひろゆきさんだってさスパチャでさ100回ぐらい同じ質問に答えてないですかあなだから僕記憶力が悪いんですよ、まあ、忘却力あるんですね <laughs>、はい はい、なので、あの、確かに、これ答えることあるけど、もう何言ったかわかんないみたいなもあるので。うん、なので、その飽きっぽいと忘れっぽい、両方あるんで、うん、その点は楽なんですけど。あ、そうか、そういう、そういう能力も必要なわけですね。秋っぽ。はい、忘れちゃうっていうね、これやったっけかなっていう。はい、<ー>でも、多分、同じ質問が四つ来ると、僕もダメなんですよ。うん、多分、ヒカキンさんは、同じ質問四つ来たら、ちゃんと四回とも、丁寧に答えると思うんですよね。ヒカキンさんって、どんな人なんだろう。 一度お会いしてみたいですよねどん,どんな人なんだろうな本当になすごい真っ当ないい人ですよ一回でいいから俺ツーショット撮って子供に自慢したいんだよなド <laughs> 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 ドズルさんってわかりますひひろゆきさんあ飲んだことありますドドズルさんと俺ちょっと一緒の番組出たけど子供からスター扱いでしたからね、うん、本当に <laughs> あドズルさんもある種すげえ頭いいのにその頭の良さを見せないタイプですよねそうですねあ、あ、あ、終わった終わったあ、終わりましたね <laughs> 一個もほぼあでも大根の話半分ぐらいしたからいっか多分こっから今なんかこれ多分インターコンチとかでねあの日の出のインターコンチとかでやってるんですよねそっから<い>あれどこでやってるだっけあ竹芝竹芝から今から多分川上さん鈴木さん来ると思うんで1回休憩入れますかなんか中締めコメントして何分ぐらい入れましょうかこれ10分15分10分ぐらいじゃあ10分が…ひろゆきさんはい 大変だと思うので、20時10分ぐらいまで休憩しますんでえあの会場の皆さんも視聴者のネットの皆さんも一回休憩いただいて引き続き川上さんと鈴木さん呼んでえひろゆきさんがさっき悪口言ったのを全部伝えて川上さんのリアクションを聞いてみたいと思うのでまた10分後にお会いしましょう。よろしくししくまますすすい、いあれ、止めちゃっていいんですか 一大事にござりまする。おしまい御河を奪い、駿河を一気に攻め落とす。<laughs> 敵は二万、味方は二十人。いや、無理でしょう。白い雪。きゅう。こういう。 一歩先のわからない世の中こそ教育が大事なんです仏 人生どうせ死ぬ前の暇つぶしですからね殿はそんなお方ではないあぶれ多くの人が楽しめてるんだったらそれがいい国ってことでしょ

とは行かないと人知を頼らば白人を捨てん。 のごとくなり次はあなた。 はははいはい、はいこの10分で今、何やってたんですか、うん、普通にトイレ行ってました <laughs> まあ大体そうだよな <laughs>、はい、<laughs> まあでもちらほらお帰りになったかと思いますがまだこのぐだぐだの雑談に数十人の方が結構な割合で残ってますよ、さんでもむしろ後半の方が多分来る意味あったんですか前半はだってなんか。 動画いつでも見れるやつを見てただけじゃないですか確かにねこれは本当にウェブでよかったですもんね <laughs> はい <laughs> なんか後半の,そのなんか鈴木寛さん川上さんとかが全大学に関して語るのほうは多分重要な気がするんですけども確かにそうだよなもうえもうタクシー乗ったんすよねうんあとタクシー乗ったからすぐ来ると思いますけど僕がじゃあ全大学盛り上げる側で草津側は高橋さん担当ですいやそうあなたさっき一番けなしてたでしょちゃんとやってくれよ最後までホン <laughs> 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 ずるいですよ1人だけ本人来たらさいい人になろうみたいなそういうのはダメですからね <laughs> はい気をつけますえでさあここから全大学の発表会の振り返りに行くということなんですけども登壇者はひろゆきさんと私に加え鈴木寛さんと川上さん合計4名で進めさせていただきます鈴木寛さんと川上さんは現在スタジオに向かっていますので<え>それまで、えー、ざっくり進行していきたいと思いますけどもさっき改めて全大学の発表会ちらほら見ててどうでしたひろゆきさん鈴木寛さんって何の教授なんですか 公共政策とかじゃなかったでしたっけあ,あの、あ国会員やってたからも政治家のことを教える的なのはいはい、あ、うん、そういう感じなんすねあ、東大と慶応大学、両方の教授なんだだからすごいんじゃないですか、たぶんえぇーおーすごい、ね、なんか、え、もともと学校の先生というわけではないもともと先生じゃないんじゃないかな、鈴木勘さんは国会、でもその前やってたのかな、わかんないけど 鈴木監督、もともと官僚の人っぽいしね、俺もひ秀きさんも一切鈴期監督に興味ないって、もう、的な状況な <laughs> いやいやいや、興味ありますよ、ね、きれいなー、人の経歴に僕、興味がないんで、その人の過去とか聞いてもしょうがないじゃないですか。まあ、そうだけど、さっき佐久間さんの過去にはすごい食いついてたじゃん、だって <laughs> <laughs> いや佐久間さんは、その佐久間さん的なセンスっていうのが、どういうふうに作られるのかっていうのが最験化されてないので。 俺の仮説だとだから福島県いわき市生まれってとこからの成り上がり目指してまあいわき市すごいいいとこだけど佐久間さんはそう思ってるんじゃないかなって思ってるよね最近やたらあんま言っちゃいけないのかなそうかあんま言うのやめようか言ってるのなラジオでやっぱモチベーションって大事ですよね人が成果を出すそうなんだよね何がモチベーションかっていうとな結構意外に大体限られてるんじゃないですかでもね 多分キャが成功する率が高いので、多分それだと思うんですよね社会の中でその、なんかうつうつとしたものを貯めたりとか、見返してやるぜみたいな、マイナスのこうエネルギーを高橋さんとか貯め続けてるわけじゃないですか。失礼なこと言うんじゃないよって、でぶん川上さんとかもそうなんですけど、うん、なんかそういう人の方が成果をバーンって出して、よう世を見返してやるぜみたいなのがあるんじゃないかなと思うんですけど、それはあるでしょうね、そんなこと言ったら、あれじゃないですか、ひろゆきさんだってそうじゃないですか、そんなことないですか。 なんか僕だから働くの嫌でとっとと日本を離れるみたいなことするんですよねあそうだよな、ひろゆきさんはいいよな、なんか悠々自適そうだななんでななので、なんかその陰キャの人のそのコンプレックスも分かんない、どっちらかというと僕、陽キャ側なんじゃないかって、大人になってから気づいたんですよね今でもコメントで陰キャの生活楽しくないって言いましたけど、そんなことないよ、陰キャの方が楽しいって、俺、陽キャの人とか、本当楽しいのかって疑ってるよ、あんなの。 <laughs> いやインドア方が楽しいですよね。いや、まあまあ、たまにやる分には楽しいですよ、あいうのもね、パーッとやって。基本、疲れるよ、もう40過ぎたら。あんなの、本当、だって俺、家族とどうだろうまあ、ちょっと言い過ぎたな、陽気も楽しいわ。そうねた、家族と行くのも楽しいって言わないといけない状況ですからね。まあ、っていうか、まあまあ、家族とか家族とか、家で飯食うのが本当に楽ですよね。<laughs> なんなら、そうそう本当にね、それは、ゆきさんもそうじゃないですか。 まあ、僕は外での苦手なので家の方がいいんですけどでも、社会である程度成功した人の日本人の,あの家で飯食わない率超高いじゃないですか、はい、食事は基本そのなんかお食事会的な,なんかビジネスミーティングを兼ねて誰かとやるみたいな、うん、会食ね、うん、なんか会食をそのするのが当たり前っていう文化圏の人と一般的な家で食うっていう労働者の乖離が激しすぎるなと思ってて。確かにな あれ、なんすか、ね、でもそ、会食してることくくすかねなんか、テレビ局とかまあ、e m マもそうですけどいると本当に結構二極化してプロデューサーはマジで毎日会食ディレクターは毎日コンビニとか <laughs> まあ、天下一品っていう本当に極化何歳になってもその、そ,のそこの交わりないですよ、マジでディレクターはずーっとだから<ー>それこそ佐久間さんだけじゃなくてね歌舞伎さんっていうモヤさんも作ったディレクターテレ東にいたんですけど。 うん、まあ会食なんてそんな入れてんの見たことないし、演出家とかディレクターはねずーっとコンビニとかじゃないかなまあ家で食うかと。ああ、やっぱじゃあ飲飲が向いてるんです。だから会食が好き好きじゃないんだよね。好きだったら行くじゃないですか何でも。 でも、高橋さん、ディレクターからプロデューサーに出世したわけじゃないですか、そしたら会食は増えなかったんで,すかでも俺、やっぱりなんかな、名乗り方はいろいろあるんですよ、歌舞伎さんもね、佐久間さんもプロデューサーって名乗ってる時もあんですけど、なんか自分がどっちの仕事の仕方するかで、俺、やっぱディレクターの仕事の仕方するから、だから、あんま会食は必要に応じて、本当にするときだけですね。さんのママイイククを差し直しまし直ままたあ窓だ なんか後ろの方が慌ただしくなってきたけどまだトイレから戻ってきた人がいただけですあ妙に注目されちゃってトイレから戻ってきたしかも知ってる人だった三々名詞の人だったわ俺請求書送ってないわ三々名詞に請求書送りましたっけああそうよかったよかったあそうですかよかったよ陽キャと陽キャってその生まれつきで変わんないんですかねあでも変わるんじゃないですか変わる気はします か僕、どっかで変わりましたよ、なんか、あれ、なんか、陽気だったみたいなこと言ってますけど、今、だからそのなんか、どっかで変わるんじゃないですかね。いや、でも、なんか、本質的に変わんない気もするんですよね。だから川上さんとか、元ライブだ、堀江さんとかも、やっぱり、なんか、陰キャ体質抜けないじゃないですか。そうだな、なんか変わんねえのかな、やっぱ、そういうのな。 うーんなんかその、あこの人、もともと陽キャだよねっていう感じがやっぱしないんですよね、なんか陰キャが、なんかみんなとはしゃいでても、あ陰キャがはしゃいでるっていう感じが、どっかから伝わってきちゃうんですよね、そうなんだよな、これなんかそそう、俺、おとといの日曜かな、なんかあの、三崎っていうミラハントの先にあるとこ、うん、たまたまなんかプラプラしてて、本当にたまたまプラプラしてて、なんか地元の祭りやってたんですよ、うん、もう明らかに陰キャと陽キャで分かれてますもんね。 やっぱ何歳になっても <laughs> 50歳になっても陽キャはなんかお好み焼き屋でこう反転来てこうなんかみこしか出しかやってたんだよなみんな飲んでてはい、はい、やっぱ陰キャは一人でいますもんね,ね <laughs> あだから子供の頃からそれ決まってるっていう説結構ありますよねうんまあ何か何歳になっても陽キャの人は陽キャだよな、まあ、どっちが楽しいんだろうな何なんですかね遺伝なんですかねそのなんか性格だったらなんか途中で変わりそうなのにやっぱあんまり変わんないですよ、ね、でもなんか進化の 文脈でで考えたら結構理にかかななってんじゃないですかその群れている人ばっかりだと一斉にライオンに襲われた時食われて死ぬし、うん、かといって一人だと熊、うんまあ、に遭遇して死ぬどっちにも対応できるように進化論的には振らないといけないじゃないですか<あー> <laughs> ただランダムに振ってって多分与えられたらも陰キャーも陰キャーとして生きるしかないんですょうねそうそうそうあの <laughs> ご先祖様の遺伝子だからお前は陰キャーやつあっそんな陰キャ論をかましてるうちに鈴木さんと川上さ,さんが到着したようです。 えー、お呼びしましょう。よろしくします。お疲れ様でした。お疲れました。あのダンで2時間でした。よろしくしま,さしくしまーす。川上さんお疲れ様です。<laughs> <laughs> さあひろきさんこっから真面目にやらないためですよ。ちょっと鈴木先生来ましたから。はい <laughs> あでも大学の研究者とかも基本陰キャだと思うのでそういう意味では大学って陰キャの集まりだと思うんですよねじゃあ陰キャのフォーショットだなな今じゃあ早速なんですけど鈴木さん、川上さんまず発表会お疲れ様でした先ほど行われた全大学の発表会について振り返っていただきたいんですけどどうでしたやってみてじゃあ鈴木さん、川上さんでいきましょうか。あ私かな <laughs> はい、みなさんこんにちは、鈴鹿です、うん、いや、あのー、なんかまあ無事終わってホッとしたっていうのとやっぱり映像、なかなか力入ってたんでねえ、はい、なんか良かったな<の>と思っ思映像を流し続けるいうわかりやすい、<laughs> 発表開始しました映像確かに良かったですね、VE ねすごい映像良かったと思います俺とひろやきさんもすごいちゃんと見てましたから、それは、はい、いや、そうですね <laughs> あの多分、あの内容発表するの最初ね、あのシナイを作ってこれ多分2時間か3時間ぐらいの発表 多分誰も見てくれないと思って、<laughs> これは映像を作って <laughs>、勢いでやるしかないな二 <laughs> 2時間もやるもんなんですか、発表会ってや、やんないですよ、あなんか川上さん、マイクを持った方がいいみたいですよ、な川上さんの声が。川上さん、どうでした、やってみて。いや、もう、あのー、そうですね、久々にね、あのー、ちょっと疲れましたね、発表会で。発表する内容がとにかく多かったんで。 なんか教授、こう、新しく就任される教授とかいましたけど、なんかすごい結構面白そうな方、大塚さんとか、あと東さんとか、はい、そう因縁の <laughs> <laughs> この二人がまぜていいのかみたいなね、<laughs> あの二人の中にも因縁あるんでしたっけ <laughs> ありますね、あそうなんですね、大塚さん二人いますけどね、大塚さん、そうですね、あエ <laughs> イスさんとい。そっかそっか、なんか結構有名な方もいるっしゃっでも、ひろゆきさんがすごい批判してたんで、これ川上さんの友達じゃないかって、全員。<laughs> <laughs> だってあれ出てる人大体川上さん人脈じゃないですか、ね、いやそういったことないですよ全然 <laughs> <laughs> あのもちろんそういう人多いですけども、はい、なんか割と僕が分かる名のある人の,その夏野さん人脈とか嗣彦さん人脈的な「あれこの人川上さんの知り合いじゃないよね」っていう人があんまりいなかったんですけど。 いや、それは、そんなことない。いやそれは、あの、あの、ひるきの知っている人っていうのが、大体僕の知ってる人か被ってるだけの話だと思うんですよね。<laughs> <laughs> 知らない人もね。<laughs> <laughs> いらっゃる。え、でもこ、まあ、た,ただ言えるのは、これね、あの、皆さん起業するときも同じだと思うんですけども。うん、もし、皆さんも起業することがあったらですね、わ、うん、かると思うんですけども。うん、強よメンバーは、あの、知り合いでしか集まりません。うん、<laughs> それも当たり前です。<laughs> <laughs> 強いメンバーを集めようと思ったら、やっぱりそれは。 あの自分の知ってるあのなんかねそういうあのコネクションがないとなかなかあのすごい人っては来てくれませんのであのそういう人を集めようとすればするほどやっぱりそれはあの縁のある人っていうのが中心になりますよね立ち上げの時期ははい立ち時期ははいでもなんかまず、うん、まずは,まずはいろいろトークテーマン書いてあるんですけどまずはぶっちゃけ聞きたいですけどなんで大学作ろうと思ったんですかいやあのー、あのー、もうだいたい就するとってなんかあの あの誰かがあの作りたいとあの思っている、誰かがやりたいと思っていることっていう、はい、まあ自分がやりたいことってあんまりないんですよね。はい、あのだからあの、えのこを作る時っていうのも、やっぱり奥平さんが本当にこの人は、あのいい通信制高校があの出てほしいと、本当に思ってるんだなと思って、はい、でそれでやっぱり作りたいというふうにあの、まあ、作れると思って、じゃあ作ろうかと思ったんですけども、うん、まあ大学については、やっぱり鈴木寛さん。 <が>あなんかあの大学の日本の教育の問題点っていうのをずっと扱たないのを聞いていて、うん、でその中でやっぱりその大学の入試の問題大学の問題ここが変わらない日本の教育っていうか変わらないんだとこれ最初から言ってたんですけど最初よく分からなかったんですよねあ,あんまり知らなかったしピンとこなかったんですけど <laughs> 途中からこれ本当にそうだなと思うようになって、うんうん、じゃあ、あのー、できること。 できるんじゃないか、うん、実はあの N コが成功した今だったらできるんじゃないかということで作ろうというふうに思ったってことですねだとしたら鈴木さんにお聞きしたいですねその東大の教授もやってらっしゃって慶応大学の教授もやってらっしゃるななんで何が問題でどういう大学を作りたいってやつここから見た方もいると思うんで改めてになっちゃうかもしれないけどちょっとお,お聞きしたいですねやっぱり、あのー、日本の大学の問題は入試ですね入試が本当にだめなんですよ なんなんですか入試だってえ入試問題作ってらっしゃるんですか？まあそうなんですけどどっちらかしたらまずでもだからこそ結局やっぱりね落とすための入試になっちゃってるんですよね。さっき言ってましたね。だけどそうじゃなくてやっぱりこう学びたい人はもう全部いいいいでしょみたいに本当はやりたいかったずっとだけども泣く泣くなんか落とすっていうのをせざるを得ない。まあそれは定員があるから。 なるほどかつ全然学んですごく入ってきて伸びる人っていっぱいいるんだけど結局、落とさざるを得ないです。しかも1点差ぐらいで落としてるんでしょもう1点刻みで1週間後にやったら変わるんですよね3分の1ぐらいは。 ちょっと体調悪いとか、体調悪いとかなんか運が悪かったとか、うん、山が外れたとか当たったとか、うんうん、みたいな、うん、これおかしいなっずっと思ってきて、うん、や,やっぱりなんか,ななんかあの、大学入試システムが最初から悪かったんじゃなくって、うんあの、大学入試システムでいい大学をするために、みんなが努力をした結果、みんな受験勉強する,あのするようになった結果、はい、もしくは受験産業も頑張るようになった結果、うん、とんでもないことになったっていうことだと思うんですよね。うん、なるほどそれを是正したかったと思うとですが、ひろゆきさん、どうですか まあ結局その例えばじゃあプログラマーを超やりたいですっていう子供がいたとして古文、漢文を覚えなきゃいけないのか問題っていうのがあるわけじゃないですかでそれやらないとそのコンピューターのコンピュータサイエンスの学位は取れませんっていうのが今の国立大学の仕組みだったりするのでなのであのこれ超やりたいですで大学の授業を受けるだけの基礎能力ありますっていう人が割と受けれるようになるっていうのは結構大事なんじゃないかなと思うのでななんでなんか鈴木さんが、ね、言っていることは確かにそうだと思うんですけど。うん なぜそれが世界中でもほとんどあんまり行われていないのかっていういやいやいや怒ってる怒ってる日本以外はそうなってるんですよ日本以外はね<の>、ええ、入試のない大学って結構少なくないですかでもあのいわゆる一点刻みの一発試験の入試は日本ぐらいですよ先進国ではあまあその一発試験はそうなんですけど<え>何らかの入試はある入試というかあの試験ハードルはあるじゃないですか他の国もまあそうですね、うん、だけどまあそ,そこを、うん そこの中身が、だけど、やっぱ入試ってものすごく重要で、はい、なんかもう高校生活をほとんどそれで決めちゃうわけですよね。だからそれが今みたいな日本の一点刻み一発みたいなので,でしかもなんかもうそ受かることが目的だから大学っていうのは受かったあとやりたいプログラミングだったらプログラミングとかね、うん、数学だったら数学とかなんかこうゲーム産業だったらゲーム産業っていうのをやってもらう準備ができてるかどうかを探ればいいんだけど、はい。でもまああの そうななってないってで、まあ、日本はなんかこう入試と入入ってからのことがあまりにもかけ離れてるはははいいいもちろんだから他の国も入試はやってますけどあの他の国は、まあ、アメリカとかヨーロッパはこう入ってきてなんかこう学ぶ準備ができてるかなっていうことを、まあ、見てるぐらい企業側からすると企業の採用側からするとあのなんかやっぱり日本の,あの企業って。 あのまあ、あの特に人気のある企業ってすごいたくさん応募者が来るのでフィルタリングを学歴ででやるんですよね、はい、でその時に学歴やるのっていうのは別にこの大学行ってるからすごくいろんなことを学んでるだろうなんていうことを考えてる企業ってほとんどいなくって、うん、多分学歴がいいあの大学の子が地頭がいいだろうっていう過程でやってるんですよね。ところが あの実際には、その今偏差値の高い大学に行ってる人たちっていうのが。の例えば、小学校の頃からサピックスで勉強しているのは子たち。うん、で、その子たちが本当に地頭がいいかどうか。って怪しいですよね。うん、<laughs> あの今、今そのみんなドーピングしてるので。うん、あの、もはや。うん、あの地頭がいい子、を選別するための機能っていうのも。うん、あの、あの、なんか今の大学の制度って、果たしてないと思うんですよね。はい、あの、むしろ頭のいい子って、こんな馬鹿らしい詰め込み教育とかって。うん やっっっててててらんんねえって言ってあのやめるる可能性あるんですよ、うん、そうするとあの今平差値の高い頭のいいあの学校行ってる子っていうのは、うん、頭が悪いせいでうっかり勉強してしまったんで、うん、あのいい大学に行っちゃった、うん、あのそういう子を採用あのしちゃってるんじゃないか、うん、実,際実際本当にそうだと思うんですよね、うん、そういう現象起こってる,ってひるきさんそれはどう思います。 まあ、あのコメントであの京都大学出身の川上さんの教育論っていうのがちょっとむ白かったんですけど <laughs> いやいや僕ねいあの今だったら、はい、ああの本当は僕の頃って生徒数多かったから、うん、あの多分あの今の倍なんですよねはい、はい、倍生徒がいたんですよだからあのもう今の方があの偏差値の高いあの 大学に入れるんじゃないかと思ってね過去ちょっとあの大学入試問題が解いてみたりしたことあるんですけど、はい、僕今だったら多分ねマーチいけるかどうか怪しいですねマーチに失礼だからそういうふうに具体的な名前で言えな <laughs> い<や>マーチで言いたくなんですよやいや言いたくないんですけどいやだから,だからあの僕受験勉強一切しなかったんですよ、うん、あのそうするとね今の受験ってやっぱり解けないですよね難しいですねだって僕らの時って、うん、あの大学の受験勉強って高3の夏休みからですよ <laughs> それこそ地頭問題な説はちょっとありますけどでもそれなんかで言うといろいろ発表聞いてましたけどいろんな科目があっていろいろ勉強できるのは分かったんですけどあですねそうするとでも卒業の時に相当ハードル設けないと大学としてのある程度こう信用力ってなくなった気がするんですけど卒業っていうか単位取得のたびにガチって大変な大学とかですねちゃ,んちゃんと勉強しないといけないやつ。でも好きなことをやるから、まあうん まああのすよねすごい現実的な話をすると、うん、あの今の通信制大学ってあの卒業する人はほとんどいないんですよねあの9割ぐらいは多分途中でギブアップしちゃう,あう、うん、であのこれ実はあの高校の,あの通信制高校公立の通信制高校も卒業率非常に低かったりするんですよね。うんうん ええ、なんだけれども、あのー、まあ、エヌをはじめとした、あの私立の通信生、生高校って、割と卒業するじゃないですか。うん、違い何かって言ったら、あのー。 授業を受けてないと先生が電話するんですよあのすよごい低レベルの話で申し訳ないですけど今あのすごいあの意識の高いビデオをさんざん見せていただいたきにこういうテレビの話をするのは本当に心苦しいんですけど、ね、あの実はやっぱりそういうふうに人間がちゃんとケアしてあのちゃんとあのもっとやんなきゃダメだよっていうようなことっていうのが実は勉強を継続するのにはすごく重要で,で今の通信実践の大学多分それほとんどやってないと思うんですよね。うん 放送大学さんとかやってないですあれはもうただ投げてやるだけなのででそういうふうなことを僕たちはちゃんとやっていくまあそれは全大学で授業受けてないと学校の先生から家に電話来るっていうことですかいやあのね大学生の実質性とかね実主性が大事とか言いつつも多分現実的にはそういうことをやらないと勉強は続けられないと思います。 はい、そういうういいここととやっていこうと思ってて思ちなみにその最初のなんか誰でもってらっしゃったんですけど、はい、高校って定員が法律的なやつで決まってるじゃないですか全大学って定員本当に無限大にできるんですか法律的な面も含めて <laughs> 鈴木さんいかがでしょうかあの今の法律だと残念ながらできませんだからまあ一応5000人っていう,う,う定員にまあ 正規の大学生はめななきゃいいけこのの正規大学生はっていうとこがちょっとみそなんで単位を取る人単位を取る人で正規に入学する人だけどまあそこはちょっと企業秘密でええ、どうですかちょっとじゃあいっちゃいましょうか今日は配信されてますからまあいいんじゃないですかさっき言ったじゃないですか高校の人が取れるとかそういうことってあですか大丈夫ですでも現実の話はしてもいいんじゃないかとね 罰則が特にあるかっていうとあの普通の大学があのそういう転生を真面目に守るのって補助金の問題なんですよ。はいはい ビジネスでしちゃえだから今回は補助金をもらわないないでちゃんと回していければいいとだから逆にともらうとうるさいんですよ本当にそうですかいちいちうるさいんでもらわないもらわなきゃいいのかいやいやいや守りますよ一応守るそうですけども守る守守りますけど守らなそうでしたけどね 法律はちと守ってない学校は実はたくさんあるんですここよそのことは言いませんけど一応上品なんで我々守ってないところはあるんですけどもそういうところに対しては普通補助金が払われないという橋こん大切なとこなんでマイク近づけてくれてちょっと自信なくなるとマイクちょっと遠ざけてちょっとねあんまりしゃべっちゃいけないことかなと思うとマイクがだんだん遠くなってえち そとしてそっかじゃあもう補助金もらわないでそれ転校やってるだけってあるってことですかこれ事実ベースとしてだから補助金もらってない大学はないです,す今のところあっ<ー>ういうことか多分全大学が初めて国から補助金をもらわない私立大学になるへえ面白いそれで言うと慶応は130億円もらってますからねえっ <laughs> 国から<おー> <laughs> えでも、ほかが補助金もらいまくってるのに年間38万円って結構ぎりぎりじゃないですか、放送大学ぐらいまで下がるわけじゃないですかいや、だから結構大変ですよ、ぎりぎりですよ、あのあの僕ら、<お>あのすごく、まあ、あのぶっちゃけ N コンもまだ赤字ですからね、<笑><笑>あの相当人数が多くないと回らないぐらいの設計で僕はやってるので、そうじゃなくて意味がないと思ってるので。うん これは僕にも責任あるのかもしれないけどやっぱとにかく安くしましょうっていうのをめちゃくちゃ川上さんに言って、はいはい、なるほど、うん、だから、やっぱりその例えばね秋田県って、うん、そのすごく優秀なんですよ、あの15歳までは、はい、学力ナンバーワンなんですよ、全国。なんだけども大学進学率が39%なんですよ、はいで。それはやっぱりその秋田に、うん、その自宅から通える私立が少ないのでほとんどないので。うん だめちゃくちゃで、それこそ地頭いいのに、うん、そのいわゆる学費が高くて、うん、でしかも。あのし奨学金で借金してまでいけないっていう人がやっぱいるんで、うん、そこを何とかしたいっていうのを。ちょっとお願いして、やっぱ学費は安く、国立より絶対安くっていう、うん。だからその分がちょっと経営がね大変、うん。いや、現場はね、あのすごい上げたかったんですけど、うん、僕はもうと,とにかく、あの三十万台は、せめて絶対キープだっていう。のでこれ何人でペースするんですか、これ。 <え>何人ぐらいでペースする予定なんですかいやなの,なのであの実はその,この5000人っていうのっていうのはギリギリなんです、うん、5000人いけばギリギリかなみたいなギリギリなのもうそれとんとんぐらい、うん、やっととんとん計画上のとんとんなんで,で僕大体いつも計画よりも金使うんで、はい、じゃあ赤字かなやっぱり <laughs> そっかまあでもそれ面白いのは、まあ、5000人の大学っても相当な規模ですよね相当な規模です早稲田さんって1万人ぐらいですか1年 相当なま知名度とその一年五千人ってことなんですか。二万人です。二万人。あじゃあ結構デカデカでかい、ね。東大よりでかいです。東大よりでかいです。東大三千人なんで。いやただからやっぱりね、あのあの日本の大学って世界の中でもやっぱり授業料すごく安いんですけど、やっぱり補助金が。やっぱジャブジャブもらってるからなんですね。だから補助金なしでこの電話でやるのって実はすごい大変なんです。え、これまあ二千二十認可された二千二十五年に始まるってことですよね。 ま、そうですよねあのひろゆきさんもさっきちょっと気になってたんですけど放送大学との違いをさっき聞いてたんですよで1、まあ、個、レスポンスあるってあったんですけど、うん、放送大学でいいじゃんってあのひろゆきさんって人がずっと言ってたんですけどそことの違いもしぜひあったらさらにその連絡来る以外教えていただきたいなと思ったんですけど放送大学見たことあります あやさんちょっとね寝ちゃう寝ちゃうそうしましょ僕も友人がいるんでねあれだけどやっぱちょっと寝ちゃうと思うんですよねいやいやいやまあすごい落ち着くだから寝るときつけるといいんですよねでしょででやっぱりそこはドアンゴの映像制作力で。 やっぱり今日の映像もい面白かったけどやっぱり飽きさせないっていうのは一つ大きいなと、うんまあ、でも放送大学レベル高いんですけど実はね、うん、いすごい事業のレベルすごいめっちゃ高い分かってる人から聞くとめっちゃ面白いです、はい、僕教科書買ってましたから放送大学シリーズはだからそれは素晴らしいんだけど、うん、でもやっぱり社会人がほとんどなんで一番違うのはやっぱりさっきの電話がいくってとことですねはいはいはい あれれでね、なんか遅れてきて、なんかね、通信教育なんで、基本的にはね、なので、やっぱり僕ら、全スタディとか作ってますけども、それやっぱり、システム面とかっていうのは、やっぱり遅れてますよね、全スタディはないんですよ、放送大学は。で、やっぱりこう、自分の学習履歴っていうのが、ちゃんと毎日チェックできて、っていうのはやっぱり、学びの、なんていうかな。 ちゃんとペースを作っていけるっていうモチベーションにもなりますしね、うん。まあやっぱりそれがね、やっぱり N コー S コで相当ちゃんとできたっていうのは僕も本当にあの驚きっていうかい、そのノウハウ<と>ノウハウがあるからまず、あ、うん。だからこのノウハウは本当にすごいノウハウで、うん、あのそれこそムックスっていうね、あのハーバードとかスタンフォードとかまあそういうのが。 このオンラインで出してるんですけど、これって5%ぐらいなんですよね。最後まで単位取れるのって？<む>平均平均ってなんですか？平均って要するにいやいや有名なあの,あの無料でオンラインの大学講師が送られるっていうそうなんです。だからここがあの割と成り物入りで始まったんだけど、今あんまり聞かないのはやっぱりその5%っての聞いてるんですよね。だからそこを NKS コ,ー S コーはでまあ 高校生ですから、うん、高校生って本当に、ね、なかなか学ばないじゃないですか,、はい、かそこが N 校があれだけちゃんと卒業させてるっていうか履修させてるっていうのはすごいなと思ってやっぱ聞いてみるともう本当細かいノウハウがめちゃくちゃあってそれを取り入れましょうっていうことで、まあと<だ>やっぱりマッチングですよね生徒自身をマッチングさせて合わせるっていうのって、まあ、あの細大学っていうのはねあの生徒すごく多いですけど、うん、別にあの生徒同士のコミュニケーションって基本的に<え>あのゼロですからね。 イベント中雑談してた瞬間もあってちょっと聞いてなかったかもしれないですけどマッチングって何ですか生徒同士のあだからあの要するに生徒同士が出会う場っていうのは基本的に放送がではないんですよねそれを全大学作る全大学はあのい,ろんな仕組いろんな仕組みを用意します、はい、例えば学祭みたいなことですか、まあ、そういうのもありますしありとありでありとかやっぱりそういうの用意するんですよねああそれも、ねまあ、多分 S コーでやってるサークルの話合はそ、い、うん、うそいそううそ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 う サー,クルサークルですサークルは自主的にどんどん作っていいよっていうのでそこでいろいろネットの環境はもちろん場合によればリアルもいいよっていうのは、はいうん、サークルはめちゃくちゃやっていこうかなって思ま、ねまあ、うけのスラックとかサークル申請すると学校から金が出るとかの話もした方がおが <laughs> まあそうですねそういうのがあったりだとか、うん、あの例えば e スポーツまああの あのう、n、コンの、そのマッチングタイムコミュニケーションってね、まあ、い体スラックでやってるんですけども、うん、まあ、長くなったらね、i n e とかに移行したりするんですが。うん、まあ、それとも出会うのっていうの、いうの、多分スラックとか。うん。もしか、ツイッターとかでね、勝手にあ、あのあの出会ったりするんですけども。あのそういうので、集まって、何か一緒のことをやるみたいな。ことが行われてるんですよね。ああ、そうやって友達になって,てるんですか、みんな。あ、そうです、そうです。ええ。まあ、それ、確か放送タイないかもな、ひろゆきさん、どうですか。 あの高校生対決のリーグオブレジェンドの日本大会とかのトーナメントに確か N 校だけで2チームとか出てましたよね。へ<ー>だからあの結,結局あの今あの e スポーツってあの N 校とかね、まあ他の,あの通信制の高校とかもあるんですけど、まあ、N, N 校が基本的には一番、うん、自分で言うのはあれですけどあの、まあ、e スポーツは N 校が最強なんですよ。うん でその他のところっていうのもあの他の通信制の高校が多いんですけど、うん、ただ N 校とほかの通信制高校というのは大きな違いがあってほか、うん、の,の通信制高校っていうのは、ね、大体、ね、あの e スポーツ科みたいな、うん、あの授業として e スポーツをやっている学校なんですよね、うん、あの他の強豪校はほとんど,、はい、とんどそうです、はいで。うちだけが あのその生徒の、あのクラブ活動なんですよね。自主的な。でも一番強いんですよ。で、それなんでそんなことが起こるのかって言ったら、あの。 あの例えば他の学校っていうのは秋葉原に学校があったとすると秋葉原に通っているクラスの子だけでチーム作るんですよ<う>だから例えば40人とか100人とか知らないですけども、はい、まあその中で強い子を集めるんですよね、うん、で N コの場合は2万5千人の人の全国に生徒な中らネットで集めるんで、うん、あのいわば野生の強豪、うん、たちが集まってるんですよねなるほど。 なるほどそういうのができるのが実は N 校の強さでつまりネ,あのネットを通じてあの各ジャンルで才能ある人が集まってくるので,、うんうん、でそういう人たちがあのさらに切磋琢磨をするので強くなる、うん、でそういうのに対して N 校はあのプロの,、えー、とあのコーチを、うん、N 校の表でつけてあげてさらに伸ばしてあげたりだとかそう,あのそういうサポートをやってるんですよね。それでも大学だと、はい なんか例えば、その起業しようぜみたいな時も、なんか仲間作りやすいかもしれないですね。こうテク、なか技術者とか、はい、そうそうそう、めちゃくちゃそう思いますうん。スラックとかで、でき、出会えるんだったら、なんか、り、リアルだと、キャンパスでいきなり企業しようぜって言ったらちょっとえ、え、え、みたいになるじゃないですか。はいはい。そういうのは、なんかあるかもしれないと思ったけど、ひろきさん、どうですか、そこらへ、まあ、んは。N 校エヌコーのあの、エヌの授業の中で、あの、起業のなんか、プレゼンの資料を作って出すみたいなところ、やってたりしますよね。うん。 <laughs> あとその何かプレゼンのパワポンを作るとかもなんかそのスタッフの人に教わりながら作るみたいなあそこら辺はねプレゼンの資料作成に関してはもう生徒の方が全然上で、うん、あのなんかねあのなんだろうなあの とこです通学キャンパス N コンも、ね、あの通信制だけじゃなく通学キャンパスっていうのは、うん、あのみんなあの通学してるんですけど、うん、その N コンセ大体クラスに、ね、何人も、うん、あのプログラミングができるやつがいるんですよ。でそれで例えば 3D のモデリングができるとかね、うん、そういうことでいるんですけども、うん、あのまあそういう子たちがもう他の生徒とかに教えちゃうんですよね。うん、でそうするとあの普通のあの女の子が、うん あのなんかよく分かんないんだけどあのブレンダーで僕はつじあの,をあの作ってますみたいな感じであのプレゼンとかもなんか 3D のアニメーションするのが当たり前みたいなあの世界っていうのがあってあ,あまりよく分かってないけど現実て作れてるそれはやっぱりあのそういう子たちが周りに誰かいるっていう環境だとなんかねやっぱりやっちゃうんですよ周りにいると。うんうんうん 九州、はい、早いですかね学生さんはねそうですそ,です、うん、それでねやっぱり2万5千人も7千人かいるっていうのすごくてこの前なんか僕もちょっと呼ばれたんだけど、うん、なんか言語学の好きな、うん 高校生の言語学サークルとそうそうでそんなの普通の高校だったらもうなんか浮きまくってるわけですよねだけど2万何千いるから何かやっぱそういうのが「<laughs> でも英語入ってよかったよかった」みたいな言語学とかっていうのが好きな人が存在してでも今もうめちゃくちゃ友達ですみたいな <laughs>、はい、ほうみたいなやっぱりすごいまあ。 面白いいなと思いましたけどで具体的にちょっと何学べるのかちょっともうも一回おさらいかねてもうちょっと深く聞いてみたいんですけどさっき教授陣発表見ました、うん、で教育研究より教育に力入れるっちいうのも分かりましたで具体的にどういうの学ぶんだろうなってひろゆきさんとその教授見ながらやってたんですようん、うん、ファミツの編集者の方とかニュータイプの編集者の方とかいてひろゆきさんのひろゆ,ゆきさんってあの人の意見は昔の人に、まあ、学ぶよりも今のなんか先端で学ぶ方がいいんじゃない何学ぶのかなみたいな議論出たんですよ だどういう勉強するんですか？そこら辺はいやあのそのあの浜村さんとか井上さんとかっていうのはあのもちろん授業とかでねその過去のあの体験とかもあのぜひ話していただきたいあのやっぱり日本の息地引きみたいな人ですからあのでも一つはあの今回発表した歴史プロジェクトですよね歴史プロジェクトであのいろんなあの会社さんまああのあの社長レベルの人にあの あの会える人たちなので、そういう人たちに、あの協力をお願いしたりだとか、実際あの過去にインタビューをしたりだとか。あの、そういうこととかをやっていただきます。それ歴史、ケーススタディ的にも。プロジェクトの成立過程を残しておくみたいなことですね。あの、そちらの方ですね。ね、あの、あの、だから、例えば歴史を作って、歴史の授業を教えるっていうのは。あの、一緒に、あの、あの、あの、発表されてましたけども。例えば、あのコミックだったらの佐渡島さんがやるんですよね。ゲームだったの平さん。あの。 で、それであのアニメだったら氷川さんが、あの今、うん、うん、あの、その、あの、それぞれの歴史を。あの、作った事業を制作しています。うん、制作してくれてるんだもん。豊子、はい、さんどうですか、そういうのを学ぶらしいですよ。いや、多分、あの、その平さんとか、その、あの、佐渡島さんとかの名前を言って、ああってわかる人って、多分そんなにいないので。<laughs> 何をやってる人とか、フォーゲーマー平さんとか、言わないとわからないと思うんですよね。あ、まあ、そうかもしれないですけ、ね、ど、まあ、そうかもしれないですけども、あの、多分歴史を作るとし、としたら、まあ、非常に、あの、敵対な人。 あのちゃんとした現役のあのある方に作っていただいているというふうに、えー、ご理解いただければ。うん、あ<の>一流ですラン桜とかの、はい、原作を作ってるあの漫画家さんの編集者をやってる里島さんとかってことですね。<ー>なんでその研究というかその記録が大事なんですかそれはいやえー、っとねあのあの結局あの他の国って伝統産業とか、うん、あの自分の国の伝統産業って必ず学問になってるんですよね。はいはい でそしてそこで学んだ人っていうのはその産業に就職して、うん、だからあの就職する段階でその産業の,の歴史だったり、うん、強みだったり、うん、あのその知識っていうのがある状態で就職するんですよ。はい、で日本はあのあの、まあ、例えば 漫画、あのー、が好きで出版社に入るっていってもはい、はい、多分漫画は読んだことあるぐらいでうん、うん、別に業界のことの知識とかっていうのは基本ゼロの状態でやっぱ就職するんだと思うんですよね。そうするとやっぱりこの産業としての熟練度がなかなか上がっていかない。うん あのそれでビジネスをやっていくって競争力で考えると、うん、あのせっかく日本強いジャンルなのに、うん、あのまた他の国が強くなったら簡単に競争負けちゃうみたいなことが起こっちゃうんですよ、うん、で他の国っていうのはそういうアカデミック的なあのそのサポート体制人材の供給システムがあるので、うん、その伝統産業がいまだにこのグローバル時代でも競争力を保ち続けているっていう、うん、そういう構造を作ってるんですよ。やってないんですよねねそれを作りやっぱりたとぱ 歴史を学んんででいいくくとやっっぱりパターンっててうのが見えてくるんですよねなるほどそのやっぱり歴史は繰り返すっていうパターンを学ぶってこととそれから最先端の技術を学ぶってこの掛け合わせでじゃあ次はこういうパターンが来てそれでそれをハイテクでやると最も最新のテクノロジーでやるとどうなるかっていうので次の産業っていうのをここだっていうのを狙っていくっていうこの両方が必要だっていうただ今の日本の理系の人って歴史全然知らないですよね。 で今逆に言うと文系の人は歴史は分かってるかもしれないけど、うん、技術のこと全然分かんないんですけどここでは、まあ、両方ちゃんと、うん、あのエッセンスは学べる,なるほど東大時計で教え教べんられてるじゃないですか東大なんていろんな先生いらっしゃいますし、まあ、めっちゃ実学から。 そそれこそ理論まで思想まで幅広くで,できそうな気もしますが東大だとやっぱできない難しいってものは何でですかあの東大はですねやっぱ学部が分かれてるんですよねなるほどで今もう一生懸命こう2つの学部とか3つの学部とかをまあ例えば博士課程なんかだったら私なんかもね理系と文系と両方でやってるんですけどとはいえやっぱり本籍の学部が強いんですよねでやっぱ慶応の SFC はまあそういう意味ではもうかなりそのいろんなことをやってはいるんですけれどもあのまあそれでもあの。 例えば今ののゲームとかっていいうははそこままでなしあインターネットはありますけどもゲームはあそこまではやってないし歴史のああいうアーカイブっていうところまではまあやってないんで、うん、まあそれをさらに慶応の SFC をさらに進化させてい、うんで、まあ、あのやっぱりインターネットを作ったのは慶応の湘南富士山キャンパスだと思います、うん、村井さんとかね、うん、だからやっぱり AI の時代っていうのを今回松尾さんとかね、うん、まあそういう人たちと一緒に。 ええ、まあ、作っていけたらいいなっていうふうには思ってます。どうですかね、うん、ひろきさん、どうする。いや、まあ、でも、その、個人の、その、職人芸で、漫画とか、まあ、昔のゲームとかやってたんですけど。多分、その、チーム戦に映ってるんですよね、もう、映画とか、その、じゃ。あの、マーベルの漫画って、ずっと、その、なんか、スパイダーマンとかで続けますけど、もう、スタンリーは書いてないわけじゃないですか。うん、なので、その、職人芸だと思われてる、その、コンテンツ産業というのを、いかに、その、チーム化していくかっていうところだと。やっぱり、その。 何らかしらの体系化した知識が必要だと思うので、うん、そういう意味では歴史をまとめるっていうのは、ある程度必要な部分なんだろうなとは思いますそ,うそうそう、大体日本ってねあのあの、個人技に頼りすぎていて、チーム戦になっていくと、なんか長期戦で負けていくんですよね、うん、それの繰り返しをずっとやっていて、うん、であのやっぱりそういうのを防ぐおうと思ったら、やっぱりちゃんと教えなきゃいけないですよね、まあ、もちろん今からやったとしたら、あの例えば IT の歴史のテーマは僕、いくらと思うんですよね。うん、なぜ日本ののは負けたのか、うん やっぱりそからちゃんと分析なぜ日本の IT は負けたのか、負けたいやつあるわけですよ、あれ、日本の自主産業の全部だめになっちゃったみたいなことを言ってましたけど、別に個別企業だったらね、今でも例えばファナックだったりだとか、ワコムだとか、世界大企業っていっぱいあるんですけど、そういう企業が孤独に戦ってるんですよ、世界の中ですごい激しい競争をしている、でもそのノウハウって知らないですよね、みんな何も知らないじゃないですか。 で,でそういう企業がまた一個一個また負けていくみたいなことに今後なっていくんだと思うんですけども、うん、そういうのを減らしていくもしくは再調整をする企業を作るっいうためには、うん、あのどういう戦いをして負けたのか、うん、もしくは生き残ってる企業は今どういう戦いをしているのか結構辛い戦いをしてるんですけどもそういったことっていうのをちゃんと あのー、記録に残して学べるようにするっていうのが大事だと思うんです、ねはい、今、視聴者さんのコメント出てきたんですけど、まあ、半導体惨敗史は学ばなきゃいけない,いや <laughs> なその日本は半導体、めちゃくちゃ強かったわけじゃないですか。<laughs> で負けた理由で国が関与に失敗したっていうのは多くの社会人を認識していると思うんですけど、はい、でも歴史としてやっぱ官庁が入ったせいで負けたよねというのを確定させるは必要だと思うのですが元通産省の鈴木貫さんはそれをやらなきゃいけないんですよ。でね今ひろゆきさんは<お>まあそれ割と社会で常識だと思ってるかもしれないけど若い人では常識じゃないんですよね。あの頃いた人は やっぱりまあ僕も含めて僕はまさに通産省で半導体が僕がいた時は申し訳トップだったんだけどそこからあと負けていった、うん、や,っやっぱりそのね負けた反省をちゃんと言い残しておかなきゃいけないなっていう、うん、だこれはや,やったらむしろだから失敗しの方が重要だと思っていて成功しも大事なんだけど要するにこれやると成功するってなかなか難しいけどこれだけはやっちゃいけないっていうのはそのちゃんと少なくともその語り継いとかないといけないとそうするとあのなんていうかな 360度じゃなくてこう45度ぐらいいいにに絞り込めるかなとううふうに思いますだからやっぱりそういうのをあのまさにやっていくためにだから学問なんですよね<そ>学問はフェアにちゃんと何が良かったのか何がだめだったのか、うん、まあそれがあの元通産省だろうが元、ねうんえー、NTT だろうが、うん、<laughs> どこだろうが、うん、やっぱりいいものはいい良かったことは良かったこと悪,悪かったことは悪かったこと、うんうん、っていうのをやっぱり。 あのこれできちっと残していきたいと思います、ね。そうですよね。私の履歴書とか見ててつまんないですもんね。地盤ばっかりでね。本当に。あめば日経の悪口言っちゃったよ。<laughs> で、あの。嘘嘘、俺好きだから。<laughs> ニトリの私の履歴書大好きでしたから。で。<laughs> はい、あの、そういう意味で言うと、確か僕エンタメ産業なんですけど。なんかあの、エンタメコンテンツ、韓流に惨敗しもやっぱ知りたいですよ。 そんなことなかったんですよ15年前まで。この15年マジでもう勝てなくなってきちゃって、ここで何があったのかみたい確かに振り返って反省してもう一回改善すべきですよね。僕もセサも担当してたんですよ、うん、私ね。出場の時。<直>はい。<か><う>そこも本当にいろいろあのあれあれが良くなかったなとかこれが良くなかったなとかみたいなね。うんうん、やっぱ本当ちゃんと残したいですよね、うん。これめちゃめちゃ面白そうじゃないですか。弘く、ね、さんどうですか？ いやなんかその失敗を失敗と言うことができないのがなんかそうその人関与した人が生きている間はやっぱりそれを言うのは申し訳ないよねとかっていうのでやっぱ人が死んだ後しかこの人よくなかったようなって言えないじゃないですかジャニーズの件も含めてそれさあのあのジャニーズは,あれはやっぱりオーナーでしょ そうじゃなくて日本ってやっぱり歴史作ってるのがサラリーマンなんですよ、サラリーマンは知らなくてもね、定年っていうのがあるんで大丈夫ですよ、定年にななっったらみん喋てくれます死ぬ前でも語れると、そうそう、定年になればね、むしろ余計にもうなんか、痛い、語りたくなる、ここら辺でみたいな。いい まあ、それと、やっぱり、それを引き出すのが、まあ、オーラルヒストリーって学、一応、これは、あの。別に、スキャンダルにするとか、あなたも責任するんじゃなくて、何か、こう。研究として、あるいは、教育として、残すんで、喋ってくださいって言うと。まあ、ちょっと、みんな、喋ってくれる。手法としては、なんですか、民族学とか、文化人類学的な手法なんですか、オーラルヒストリーっていうと。そういあるんですか、そういう、ちゃんと、こうスス。あのそう、そういう流れのやつもあります。それから、まあ、最近は、こう、政治が、政治学の中で、その、古い政治家、あ、の。 まあまさに生生語りを聞いてっていうのが、うん、まあ今確立してきてですね。うんうん。うん、めちゃくちゃ面白そうですね。うん、これ一応まだ,まだいろいろな話聞きた。あ、ひろきさんどうぞなんか面白そう。いやなんかその教育をどう変えるんだっていう部分と産業史を作ってその日本のその会社だったりが同じ失敗をしないようにしようっていう長期的な話とだいぶ違う二つの柱があるんですけどここ全くリンクさせてないじゃないですか。そこはもうさせない感じでいいんですか。どうですか。えええ何ですかもう一回お願いします。要はその いや18歳とかの子たちって逆にその産業史の重要さは分からないのが普通だと思うんですよ。でその産業史をまとめてってそれが日本の社会の中で役に立つのって10年後とか20年後とかになる可能性あるじゃないですか。っていう話とその教育大事だよねっていうのがあんまりリンクさせてないんですけど別にさせる必要はないっていうことなのかなとだから だから、別に、あのー、そのね、あのー、実際、今でも、あのー、なんか天才的なプロデューサーとかが。 あの野生で現れて日本の,あのそういうコンテンツを支えたりしてると思うんですよ、でそういう人があのちゃんと理解した人として現れたらそれでいいので、別に全員が理解する必要がないっていうのが1つあると思うんですよね、でもう1つは、と,とはいってもちゃんと理解できなかったとしても、それ、学問である以上、ある程度は理解するでしょ、そうすると、世論が変わる。 世論が足を引っ張るようなことがあの少なくとも今よりはあの減るっっていいううのがやっぱり大きいと思うんですよね、うん、まあそれと社会に出た時に若い人だけで仕事するわけじゃなくてまあいろんな年代の人としろく仕事する時にやっぱりその人のが生きてきたその産業の中で生きてきたことをまあいいことも悪いことも含めてやっぱちゃんと知っておくっていうことはやっぱりそういうあのいろんな世代を超えた。 まあ、コラボレーションする時にはやっぱり大事だっていうことだと思うんですね。うん、で、それとそれそれがそれとしてまあ、教育の話はまあのおっしゃる通りで、あんまり今日まだ語ってないと思うんですけどもまやっぱりですね。この自分の好きなことをやっぱりこうとことん極めるっていうのが。 まあ日本の大学っていうのは本当に学部縦割りになっちゃってて、はい、で本当はですね、大学の時とかっていうのは好きなことがどん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 変わっていくんですよね。うん、えー、ま最初はなんか数学ってえー、とかと思った思ってたけど、うん、なんかプログラミングやる中でやっぱ数学だやんなきゃダメだなとかね、うん、なんかもう本当に三ヶ月に一回ぐらいそういうこう気づきとか発見とか変化とかあった時にもう学部変われないんですよね。はい,はいはい。なんかもう経済学部入っちゃったみたいな感じになると、うん、なかなか転部とかできないんだけど、うん、まあこうやってこうすごくすごく大送りだと。 まあ今はこういうの関心があるけどなんかどん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 関心とやりたいこととあといろんな友達と出会う中でお互いになんか刺激し合ってまあそういう,こうやりたいことをもう思いっきりやれるっていうところは。 まあすごく大事にしたいしまあしかしそれがまあ,ある意味で新しい産業とか新しい付加価値を生むっていう意味でとても重要だというふうに思いますなるほど。なんかその文科省的なルールでその学部みたいな特にないまま入って好きな学科を取って単位全部取ればもう卒業だから一応今回はあのそこはギリギリを狙っていて。 知能情報社会学部というふうな学部になっていますだけどまあこれは新しい時代に関係することすべてっていうことなんで、ええ、<laughs> <laughs> 何入れても知能情報学部何入れても知能情報学部、ええ、みんな知能使ってるし情報だし <laughs>、ね、<laughs> で社会だし文学部って言っちゃうと限られるけど知能情報なら法律も入れてもいいやみたいなそう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  おな,なかなかあの無理やりな手腕を使います、ね、無理やりじゃなくてまあなんかいろいろな技と言っていただきたいですねまあこういう技もちょっと伝えていきたいなとまあでも実際 AI ってそういう技術だと思うんですよねで AI によってそのあの今の人文科学っていうか世の中の学問すべてがアップデートされる可能性があるのでそういう意味ではそういう軸であらゆる学問をあのもう一回再投入するっていうのはあの十分別に正当性な話だと思います 教養学部感ありましたよね、教授みたい教、教養学部みたいな感じなんですかね、東大で。言うとみたいに。あ、そうですね。まあ、あの、まあ、それの。最新版みたいな。最新版アップデート、だから、昔の教養だけ教えてんじゃなくて、まあ、まさにこれから必要な教養、まあ、過去現在未来を。まあ、過去ももちろんやりますけど、未来志向の教養ということですね。あと、ひろゆきさん、さく、どうぞ。 あその18歳とかの話になったと思うんですけど松尾犬入れるんだったら入てえってい社会人結構いると思うんですよ。それ<う>れは入れるんですか あの、社会人来ちゃダメって,って一言も言ってないので、<laughs> <laughs> 多分社会人はたくさん、あの、あの。いらっしゃると思います。松他の,あのでですか、他の、他の授業全然取らないで、はい、も松尾県の授業だけ取りたいから、三十八万払って。入るぜっていうのはありなんですねそう。めっちゃウェルカムですね。うん、あの、三十八万払っ,て払ってくれるんだったら、全然。<laughs> <laughs> 全然ウェルカムですよ。いや松尾県。<laughs> 第二松尾県って言ってましたっけ。<laughs> それはちょっと、入りたいんちゃうかと思う人いると思うんですよね。 で、ひろえと、ほら、だから、その、全大学卒業できなかったとしても、松尾研を履修しましたっていうだけで。割と社会の中で、ポジション高いがなりそうじゃないですか。価値つきそうですよね。だから、三十八番安いんじゃないかな。めちゃ安い。松尾研理士。松尾さんの歴史書にかけるなら。聞いたらね、そんなもんで済まないですからね。今、一番ね、魅力のある。そうですよね。松尾研といえば。ひろえちゃん、さっき、あの、この、さっき、あの、発表会の中継見ながら、言ったときに。 なんか単位の持ち運びのことも弘輝さんに言ってたじゃないですか、あれど結局、すかの大学に行って中退しましたって言って、で高卒として働くのはきついっていうので、家にこもり続ける人って結構多いじゃないですか。で、その前の大学の単位を認めるかどうかっていうのが、僕、アメリカの大学に行ったときに、日本の大学の単位、そのまま全部通ったんですよね。 っていうのが日本の大学内でその系列の,その短大から上行くとかあるんですけど全然関係ないなんかマーチから全大学にみたいな単位移行みたいなのは可能だったりするのかな。それれは教授会が認めれば可能です、うん あれそれめんどくさいんですね。あの事務作業としてあの調べますとか全部調べて別に同じことを教えてるわけじゃないから、あのこれだったら本当に移行させていいのかどうかっていうのをいちいち真面目に真剣にやろうとするとひたすらめんどくさいので日本ではほとんどやってない。両大学の教授会が認めないといけない。いや違います。あの全大学の教授会が認めればいい。ででマーチだったらもう認めます。ほぼ すげえ断言しちゃった。アジア大学は認めてくれますか。あ、それはあのシラバス見て、え、それから単位をどういう風に見てるかっていうのを。アジア大学僕好きだって意味で言ってますよ。いやいや、もちろん、でも、ほぼほぼ大丈夫です。大丈夫ですよね。うん、あ、そうか、そうか。そうなんだ。あ、じゃあ、マーチレベルで中退した人は、そのいじめがあったとか、なんかその学校になんか通えないとか、彼女が揉めたとか。っていうのだったら、もう全大学に行って、大卒っていうのもありなんですね。 あのねちょっとねあのまああの。まああのー 先生教育者なのでそういうのも全然認める派なんですけど僕は一応経営者なんで言わせていただきますけどの単位互換認めると授業料が減るんですよ安くなるんですよで僕ら5000人の枠しか多分認められないんですよね今回のマックスでそうすると5000人でやっぱり最大売上を達成したいのでできればそういう人を受け入れて売上が減るっていうのは勘弁してもらいたいなっていうのが経営視点の。 そうか。河合 <laughs> さん経営のこととか考えてるんですね。<laughs> あんま考えてる。イメージ <laughs> そうか、なかったけど、<laughs> そうか。最初の五千人が正規ってい言い方をしたんですけど。<laughs> 結果として五千人以上になってしま <laughs> った場合に。自分が正規学生なのか非正規学生なのかみたいなのっていうのはわかるんですか。 それは分かりますで卒業いやそれはちゃんとあの大学選抜のところであなたは合格しましたってのを出しますからそれは正規ってのは分かりますただまあ同じようなまあそのカリキュラムとかプログラムをですねまああの提供するっていうのはちゃんと経営がしっかりしてくれば、うん。うん あ、まあ、だ、だ、あれですよね、だから、あの、単位は認めるけど、授業料三十八万円払ってくれっていうのをまあ<い>、言う、だから、いや、なんか妥協範囲かな。それは払ってくれみたいな。それだったら大丈夫です。例えば、その正規が五千円埋まってました。で、非正規でいいから、全大学にちその中途から入る人がいました。その人は卒業しました。全大学の卒業証書はもらえるんですか。 これはね正規で一回入んないとだめなんですよ。あそこは正規じゃないとだめなんですね。うんうん、ただあ<ー>まあ,あの経営のことは抜きにすれば、まあ、編入とかねいろんな技はあるはあるんですよね。うん、あでもそのは3でお金払えばいいはい。もうしっかりもらないと卒業証書もらえるのはでも毎年5000人しかいないっていうことになっちゃう。っていうことですね。 ううまああのですね<ー>そこは入学定員なので、うん、卒業定員じゃないんですよ<お>、ええ、だからまあ留年する人もいるしだから必ずしもそこが5000っていうことではないだ <laughs>、まあ、増えないですより、ねまあ、い大い5000大体たい五千、大体5000 あでもなんか鈴木寛さんの話を聞いてると、うん、そこもある程度の裏技的なものでなんとかなるかもしれないっていう理解でいいですかまだ申請前なんでちょっと、ねあまあ、申請前にそれをぶち込んだらやばいから <laughs> <laughs> そうだよ、ちゃんと申請とと、いつ分かるんですか、通るかどうかって今年の今年の秋申請して来年の春分かる あの文科省の申請まあ,、うん、まあそうですよね。一応ねまあそういうテンポ感ですよね。うん、分かりました。これちなみにこのスライド用意していただいてるってことこれ使,使えますスライドって出るんですかあこれは出ないあ。分かりました。じゃあ、あのー、せっかくちょっとここら辺で、あのー、こんでこんなに集まってください、4時間の大学発表のために大阪からなとか名古屋から来てる人いるんですから <laughs>、はい、ちょっとで質問とかももしあったら受けて、あいっぱいいる、すげえ、じゃマイクをじゃあ一番前の方とその方の順でいきますよ。他にも皆さん考えておいてくださいね。 なかなかね、ここで質問するって勇気あんな。お忙しいところありがとうございます。と二つあります。お。と一つ目なんですけれども、何を教えるか問題なんですけれども、えっとこのあの変化が激しい AI 時代なんですけれども、超短期的に役に立つことと、あとはもう50年22世紀とか超後に役に立つことの二つ。 教えるというのも5年後10年後とかは中途半端なところだともう何が起きてるか分かんないんであんまり教えても意味がないという考え方はどう思われるしあとはあのおっしゃってた通りケーススタディとか産業誌とかすごい面白いと思うんですけどっていうのが一つ目です、うんうんうん。有給振り絞ってついうことは5年後とかを見せて何を学べばいいのかと100年後見せって何を学べばいいのかそんな感じですか質問としては。どうですか 鈴木さん川上さんん川上の順で言ってますまあやっぱ変わらないこととしてはあのやっぱ哲学とかはね、うん、あのよ用意してます今普遍的に特に公共哲学みたいなものはやりますでこれはやっぱ人間とか人間社会とかってやっぱりなんか同じことをずっとやってたりね、うん、だからまあ歴史をやるっていうのもそういうことで、うん、まあ結局なんかこう人間って同じ過ちの繰り返しみたいな、うん、まあそういうこれが変わらないことっていうことですかね。うんうん じゃ近いところっていうか最先端の話、うん。まあどうなんでしょうね。あのー、まあ、まず50年後100年後に役に立つことっていうのは、うん、あのー、まあやっぱり基本的なことっていうことに当然なるんだと思うんですよね。うん、あのそういうのっていうのはどういう学問でも基本的に変わらないですから、うん、あのそういうものっていうことになると思います。で役に立つっていうかあのだからあの50年後にきっと役に立つみたいなねあの例えば あのタイマーマシンができたらこういうことができちゃうみたいなことを教えるみたいなことっていうのとは違うと思うんですよ。うん、あくまでもも基本的ななことっていいいいうううのが、うん、あのが変わらないものだというふうに思います大学って、まあ、やっぱ4年間なのであのその1年とかでねあの先に役に立つものをなかなか取り入れるのって実は制度上も非常に難しいっていう問題があって、うん、それは例えば今 AI の世界で松尾豊先生がねまさにおっしゃってることなんだけども、うん、まあこの半年間で。 どんだけ変わったかとでそしたらあのあの今あのそのあの教えなきゃいけないことっていうのが3か月後本当にそうかどうかもわからないのに大学でそもそも AI の教育で成立しないよねみたいなことをあのあのこの前おっしゃってて、うんまあ、つまり大学教育全否定みたいな話なんですけども <laughs> AI の, <laughs> あのそういった問題っていうのは、うん、あ,のあります、うん、で,でこれはね解決方法は残念ながらあの今世界中誰もが 探していいいるところだううふうに思います、うん、まあ僕らもねあの今回あの AI のこの財務罰っていうのはあ,のある種目玉なんですけども、うん、あ,のあれだけねあの目玉なんだけどビデオ作らなかったじゃないですか、うん、あのやっぱりね作れなかったんですよね怖くて <laughs> 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 もうあの作ってる間に話が変わっちゃう可能性が高いのであとなんか学び方を学ぶっていうのはありますよ だからどの辺に行くと最先端の話が落ちてるかとかねでそれもまた変わってくるか、ね、<laughs> うん。この人が今イケてる教授だと思ったらなんかもう3年経ったら違ってるみたいな確かになイケてる教授概論知りたいですよね誰の本読んでいいのか分かんないですもんねでもう一個質問あるんですよねすみません2つ目なんですけれどもあのお忙しくっても出る時間ないと思うんですけどもし高橋さんを教授に雇ったらどうですかという提案なんですがうん、うん、というのもうん。 もうあの教科書がすでにあるので <laughs> これを一生ずつ教えれば重要<の>になるそていの先ほどちょっとずずいしくサインとかでこれ仕込みなの <laughs> 仕込んでない仕込んでない仕んで仕込んでない,なでない一切仕込んでない, <laughs> <laughs> いすいません <laughs> や,やらせみたいでちょっと申し訳ないですけどさっき見てました教授に並んでる人と <laughs> あっち側の人とひろゆき高橋ってこっち側の人なんで、やっぱり <laughs> その中で、ね、川が流れてたもん、<laughs> あの間に。あと、あの佐久間論とかもすごい面白い授業になると思うんですけれども、佐久間プロデューサーっていう方がいらっしゃって、なぜ優秀なのかとかを5回ぐらいの授業で高橋先生が教授がいるっていのは面白いんじゃないかと思うんですけど、<laughs> 雇えないんでしょうか。い実際 えっとそうですよねあの多分客員講師としてはもう是非お願いしたいなっていうふうに思ってます。おおおお あのまあ、今回ねあの僕らあのすぐ申請しなきゃいけないので10月に帰還、まあ、教員中心に今回発表させていただいたんですけどももっと実学にあの近いところ、まあ、別にあの単位も取らなくてもいいやみたいな授業っていうのを言うのもねあのそういう意味では僕たちはやっぱり作りたいと思ってるんですよ。特にあの先ほど言ってたような1年先2年先に役立つやつっていうのは、うん、あの4年間で作るシラバスにはそもそも載せられないんで、うん、もうだったらもうあの単位とか諦めちゃって特別授業みたいなものもっていうのも作って。 ていこう、まあ、犬子ではそうしてるんですけどね。そういったものっていうのは、もう少なくとも、お願いしたいなっていう、で、そうラインナップは、これから。あの、まさに、強化する予定です。あの、次の発表には入れられる、といいなと。よろしくお願いします。よろお願いします。杉さんが言ってくれば、大丈夫でしょう。よし、よろしく。すげえ、営業もぎった。い素晴らしいですね。じゃ、次の方の質問、次からちょっと、ひろゆきさんも答えてもらいましょう。せっかくだから、次の方、どうなんでしたっけ。えっと、あ、マイクお願いしてもいいですか。 すごいあでもこんな感じのちゃんと学びたいっていう方っていっぱいいてくれたら前代古も楽しいだろうな。どうぞどうぞ赤川さんの仕込みをやっましたね。みませんみあのすごく現実的な話なんですけど。 えっと学部っていうのはこうそれなりの名前の学部を作られるという話がさっき出たんですが大学を卒業するときって学位授与があると思うんですけどえっと学位としてはどういうものになるんでしょうか？知能情報社会学学士ですね。知能情報え学士かっこいいさまでした。おお<う>。<laughs> それなんで知りたかったんですかそれ？ ね、少々で変なだったら、嫌ですもんね。大学院。うん、<laughs> 大学院も考えてですか。ええ、大学院はあの、作るつもりです。作る、その。なるほど、その子が絶対そうですよね。はい、学びとしては。大丈夫ですか。他に、いや、あ、徳力さんが手を挙げてますよ。<laughs> 次々、あの、女性の方も行きましょう。非常に面白い話、ありがとうございます。ちょうどうちの長男が。 2025年大学で選択肢にめっちゃ入れてえなと思って聞いてたらさっきその社会人もありって聞いたんで自分が受ける方が楽しいのかなと思いながら聞いてたんですけどさっきあのお二人が来られる前にその高橋さんとひろゆきさんの間でもそのまあ大学生はそもそも何を学ぶべきかみたいな議論があってやっぱりこの AI が出てきて教育ってほほそもそも何を学ぶべきなんだっけみたいなちょっと僕もすごい悩んじゃってるんですけどまあひろゆきさんも含めて。 改めてこの大学生のタイミングで我々は一体何を学ぶべきだっていうふうに当然その学位を取らないといけないからさっきのシラバスの話とか単位の話があると思うんですけどさっきの,その高橋さんの,あの講座を学んだ方が実はその映像のことを考えたら単位よりもはるかに社会人時になる時破ったとかきっとあると思うんですけど多分お二人の中でそういうこの学校を作る上においてその今のこの仕組みとは別で。 大学生これを学ばなくちゃいけないというのはあえて1個メッセージを伝えるとしたら皆さんは何を伝えますかというのを聞いてみたいな川上さん、鈴木さん、ひろゆきさんでいきましょうか。 学ぶこと自体っていうのは今ネット時代って、まあ、それこそ無料の動画とかたくさんあると思うんですよねだから本当の授業そのものっていう意味っていうのがあの大学っていうのが価値を提供できる時代っていうのってずっと続くっていうふうには僕はあんまり思っていなくってあのもし重要なのっていうのは、まあ、どういうものを学んだらいいのかっていうふうなあのそういうことを知る機会を提供すること。 そしてそれを一緒に学ぶ人と出会えることもしくは自分が知らないことを知ってる人に出会えることそういうのをちゃんと提供できる場所を作るのっていうのがすごい大事なことだと思います。それがちょっと質問の答えとは少しずれてるかもしれませんけれども何を学ぶのかっていうことじゃなくてそこにそういう機会に出会えること。 出会える場を作るっていうのが一番大事だというふうに思っています。面白いですね。どうですか、鈴木さんは。はい。あのー、まあこれからの世の中ってまあブーカとかっていう言葉もありますけど、要するにこのもう未知との遭遇の連続なんですよね。でも毎年のようになか新しいこととかよくわかんないことっていうのが出てくる。で、その時に僕はなんかそういう時にですね、ビビらないやつを作るってこと。<う>ええ、浮き足立たない。だから今のチャット GPT もなんか世の中そのちょっとね。 浮き足出しすぎていると僕は思う。なぜならば私は第二次 AI ブームのあのー、なんていうかな尻拭いをさせられたんですよ通産省で。<う> <laughs> まあそれもちゃんと失敗史に書きますけど。うん、でねやっぱまあもちろんすごいすごい可能性はあるけどまあでもそれにしてもなんかガタガタでこれでどうなんだみたいな大学教育はとか日本の教育はとかって言ってだからもちろんちゃんとそこをちゃんとゼゼヒヒで なんかこうそんな浮き足立たないであるいはなんかこう極端になんかあげるやつと極端に大したことないよみたいなやつでそうじゃなくてそれどっちも違うんで、うん、まあそういう時にまあいろんなことが出てきた時になんかこうビビらないでそれはねあの例えばあこれはこういう人に聞いたらいいんだとかこういうふうに調べたらいいんだとかっていうののまあいろんな経験を積んでいけばね、まあ、そういうので踊らされない。うんええ いうことになるんじゃないかなと思います。<う>面白いですね。ひろゆきさんどうですか。まあ、その大学で何を学ぶべきかという広いところでいくと。その体育会系の理不尽な先輩の見なし方っていうのを学んだ方が。その知識とかスキルとか陳腐化するんですけど。<laughs> 人間関係というのはずっと続くので、<laughs> うん、多分そのスキルの方が役に立つんじゃないかなと思ってます。人間関係ね。そう、まあ、いろいろ三者さん徳井さん大丈夫ですか。はい、すありがとうございます。もう一方、あの女性の。 方手を挙げてくださってましたね。まだ行けますから、もし質問ある方は。質問面白いですね、意外に。はい、えっ、ー、と今日すごい楽しいお話ありがとうございました。興味深かったです。あの私娘が二人いて、えっ、ー、と一人はもう卒業して、二人目今大学に行ってるんですけども、あの大学のやっぱり単位校のことがうちもちょっとあのいろいろ悩んだところなんですけども、先ほどあの。 海外留学も支援されるみたいなスライドにあったと思うんですが海外の大学との単位移行みたいなのも踏まえて考えてらっしゃる感じなんでしょうかどうですかそこら辺はこれも基本的にはですねその受け入れる海外の大学が判断することなんで、ね、だまあこちら側はこういうことをやってますっていうのはちゃんともちろんシラバスとかですね それかからちゃんとと成績表とかこれ出します、うん、だけどあとはなんかそれこそ先方がどう判断するかっていうまあその「シラバスの英語版とかちゃんと準備してますか?」とか「現地のドイツ語で出せ」って言われた時にそうドイツ語版を出す許容度があるかとか多分そういう実務的な話なのかなと思うでま,、ね、まあでもそれは今は別に自動翻訳かけら一瞬で出るしできるでしょえっ、うん、と多分その大学が公式にやったやつじゃないとダメみたいな結構面倒くさいれそれを用意するのは楽全然別に僕らが。うん 逆,逆を知りたいということですか、うん、逆も。うん。られたりはあるんでしょうか、そこもコストとの関係ですか、やっぱりコストですよね、<laughs> そういうのは全部対応するっていうのは、あまり現実的じゃないと思ってるんで、うんうん、分かりました、ありがとうございます。 はい、ご質問ご質問いただきました。すみませんあの先ほどですねあの、えー、他の大学からあの変わってくる人。 マーチレベルであれば認めますっていうふうなお話をしたときに経営側としてはそれではやっていけないのでっていうふうなお話がありました私は人材紹介会社を経営しておりまして人を探す時にですねいかにバチェラーズディグリーっていうことが一般的な人間な場合に非常に後々まで効いてくるっていうことが分かっています。 難関の,の大学に入られても結局あの京都大学の工学部でも辞められる方結構多いのではないでしょうか、うん、非常にもったいないです、うん、あのいろいろな方のですね経歴とかレジュメをあの拝見するのでこれが大学卒であるのと大学卒でない中退高校で終わるのでは本当に障害年収ということでは、うん、あの。 非常に変わってきますですから目先考えると利益は少ないかもしれないですけれども今非常に少子化で若い労働人口というのが少ないのでここをですね鍛え直してあの野球だと野村再生工場というのがありましたけれどもあるチームで駄目でも場所を変えると非常に活躍するっていうことがあるので是非社会のために。 えー、通商産業省ご出身だとおっしゃいましたけれども、えー、日本の国家のためにはですね人的資源っていうのは非常に大事なので、まあ、きれいごとになるかもしれないけれどもあの本当にここは大事だと思います、うん、あの新卒一括採用なので、うん、の大学卒学士っていうふうなことができるようにあのなるべくその社会からこぼれた人を、うん 助けてあげるっていうのがあのゆきさんがですね本当に日本はあの中退者に非常に冷たいというふうにおっしゃったけれど、うん、まさしくそうなんです、うん、あの作家になるとかそういうクリエイティブの方は。 もうそ,あのそこから行くんですけれども一般的な方は非常に難しいですいなんかちょっと誤解がある気がするんですけど、うんうん、ただ5000人38万円とかあの d o グループ的には大した話ではないし大した金額ではないのですが、うん、ただ認可もされてない状況で、うん、いけますいけますっていう鈴木さんが言っちゃうのはな、うん何とか止めなきゃいけないというので冗談交じりに経営があって川上さんが言っただけで別にそこら辺の金額でこの大学はだめとかっていうのはやらないと思うのでそんなに不安からなく、うん とりあえずね、そこに関して一番大きなものは、やっぱり店員なんですよ、だからその店員が5 2 0くで、1万人でも2万人でも、そってもいいっていうふうに、文科省がルールを変えていただけるのであれば、僕らもそこは柔軟に対応できます。してすけど、そもそも店員って、箱物があるから設定されたものだと思うんですけど、ない時代に、なんか店員って意味持つんですかね。ということを私は言ってるんですけど、まだ、だから本当に別に、ビデオの中でも言ってましたけど。 あのー、今まではねこの教室は500人しか入れませんと、うん、だから500人で申し訳ないけどって言ってたんだけど、うん、別にネットだったら、うん、それは100万人だってね1000万人だって行けるわけなので、まあ、そもそも定員っていう考え方が本当はもう時代遅れになってきてるってことですよねいる、ね、N 校も結局定員の枠があって S 校っていうのを作ったわけがいいじゃないですか、うん、なので全大学も定員があるからなんか全2大学みたいなのを全員同じ授業やっちゃうみたいな <laughs> <laughs> あのあの高校の場合は実は認可が都道府県なんですね。ほ<う>でなのであの沖縄県で、えーまあ、N 校を作って、はい、で茨城県で、えー、S 校を作るっていうことを、はい、あの各都道府県と交渉してできたんですよ。なるほど。とは大学は全部国なんですよね。ほ<う>なので、あのー、結局国の認可を受けなきゃいけないのでそこであのポコポコ大学を作るっていうことをやっても多分。うん そんなな簡単にはいいか同じような教授で同じ授業だとこれ同じだよねって言われちゃうっていうう言われちゃしそもそも定員を増やすっていうことに関してやっぱり今、一つね少子化で各大学が集めるのが難しいみたいな問題もありますからだからそういう意味では全民生き残るためにある種競争させないみたいな考え方あるんですけどこれ個おすすめの情報ありますわ川上さんに。 さっきひ弘きさんと雑談してたんですけど、昨日たまたまちょっと飯食った人にちょっとどうにかしてくれって言われたんですけど、山形の奥に今年新しい大学を作った人がいて、電動モビリティ大学って言うんですけど、店員教授三四十人いるんですよ。うん、生徒三人しか入らなかったらしくて困ってんですよ。買っちゃうじゃないですか。<laughs> いやでも店員少ないですよね。合併しちゃう割りかも。<laughs> どうや定の店員,員ももうちょっとあると思うので。店員四十人だったそうよ。四つの大学のマを借りちゃう。<laughs> <laughs> <laughs> そっか店員さんあそこまでダメだったわ。ごめんあのちょっと質問の答えになってるかわかんないけどそんな感じでしたね。ちょっとお酒解禁してるんでちょっとぐるぐる回った質問入っ <laughs> ちゃうかもしれないですけど <laughs> ほ他にある方いますか <laughs> いなきゃちょっとあのやっていきますけどもあそうだ大事なこと聞かせたさ <laughs> あの CM 何なんですかってマジちょっと俺ら議論になったんですけどなん<っ>なんですかどうした弘幸のあの CM あれまずななぜ作ったのかっていうかそもそもあれ第二弾でちゃんとストーリー回収されていくるんですか今のところわけわかんないですけどいや僕もわかんないんですよ何なんですか誰が誰を騙すのかってあれ一体誰なんだろうね <laughs> みたいな僕も知らないんですよねだからこれ試されてんのかだから意味のないことを考えちゃう自分たちのこのあれを試されてるってこ何なのあれね鈴木さん知ってるんですかその答えはそういう時にビビらないようにするために学ぶ <laughs> <laughs> 読み解かなきゃいけないのか <laughs> スルーしていいのか <laughs> えあれはちょっとななぜ、ね、作ったんですか。いやあの発表会の宣伝のために <laughs> バズらせたいからただ単に作ったってことあれ <laughs> あそうですよ。<laughs> あのストーリーにだだから意味とか考えちゃいけないんですか意味があるんですか一応あれ。いやいや意味ないですよね。歴史教育を重要視して,て一応でもセリフとかなんか台本のやつを川上さんが現場で一生懸命書いてたじゃないですか。えー、あま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 あ、まあ、だいまあだいたいまあねあんな あんな変なのは大体、僕の企画なんですけど。<laughs> <laughs> ほとんどね、<laughs> 一応、カあ、その中のメッセージ性はあるんですけど。それがあんまり言いたくないってことですかね,ね。あ、まあ、まあ、ね。いや、いや、メッセージ別にな、なないですよ、なんか。いや、も、ともとね、ああいうのって、あの、まあ、今回手塚誠監督に作ってもらったんですけども。手塚誠監督、昔一回やってるんですよね、あのー、マギーカー調べって、いうこれもどうしようもない。あの、企画が、やっていて、はいはい、あのー、あのー、なんか、まかマギーカ。 っていう昔あの有名なアニメがあったと思うんですけど、うん、それの実写化じゃなくってギマ,マギカをもとに落語を作った吉田アナっていう人がいて、うん、あのそのの落語の実写化をやったんですよね<う>すごい二段落ちなんですけど、はい、でそれであれなんだっけあのなんか一番主人公が、うん、あの。 しょこたんですよね、うん、でその主人公の相手の女の子がひろゆきっていう、うん、もうあのどうしその時点でもどうしようもない曲だ,だったんですけどあれをもう一回やりたかったっていう感じですよねあっ、まあ、田原総一郎さんとかも出てたんですよ、ね、田原さんが出てたって言ってたやつですね、はい、総一郎さんがあそう田原さんも出てた、はい、その川上さんの中だけにあるストーリー一切伝わんなかったから分かんないですよねそれ。<laughs> そっか、それをやりたかったのか、ああいうのを歴史わかんないとい<や>、読みとけないです読みとけ,け,けないわ、<laughs> やっぱり、それは <laughs> 批次作るのもねあの一応コンセプトだけまあっていうかなんかねあ,のああいうの面白かったよなっていうの,うのよねあれ何面白かったかっていうとやっぱりコスプレが面白かったんでしょうとでコスプレが面白いんだとしたらまあ時代劇が面白いかなとそしたらまあ今「どうする家康」とかやってるから「ああのあのど,うどうしたひろゆき」みたいなあのぐらいしか 企画はないんですよどうしたひろゆきって言いたかっただけどうしたひろゆきコメントにあるんですけど説明が CM の説明が必要っていう時点で CM のいや別に CM じゃないですよね別にね実はこの続編も考えていてこれもねコンセプトしか決まってないんですけどつまりタイトルしか決まってないんですけどタイトルが何かって言ったら「ひろゆき対貞子」っていうのやりたいんですよねひろゆき対 面白そうだからもうあのネットでねなんかあのなんかあのアンチがあのネットの有名人に対してね <laughs>、うん、いろいろ書き込みしてるアンチがいっぱいいるじゃないですか、うん、でそれがあの悪口いっぱい書き込んでくるとあの画面からその本人が出てくるっていうねそういうこやそういう方法ですあこあ今なら作れそうだな技術なら。そうそうそう でも、社会性もあるでしょ、問題は貞子は何のために出てくるんだろうっていう答えがまだ見つかってないんですけど、貞子は言いたいだけで、まあ、よく分からないけどね、それでひろゆきと戦ったら面白いなみたいな、めめちちゃゃでも一応、やっぱあれ、取るときにはい学 k さんとか竹中さんに演技説明するわけじゃないですか、こういう設定でこうですよみたいな、どう説明したんですか、あれは。だからももとと あの割と、あのそれこそ、うん、あのー、まあ彼,彼とは、まあ仲いいので。はい、まあ、でなきゃ頼めないですよね。よね頼めない、頼めないです。そうですよね。はい。 竹中さんはどうやって口説いてどういう演技をつけたんですかあれあのあの手塚子さんが <laughs> 親しかった <laughs> 友達呼んできてちゃんと作ったっていうかあまあそういう話ですねすい, <laughs> あいやいや出ないとあんなのね出てくれないですよねあんないきなり大壮大にふざけてるんだなあれはあいやっ,てっていうかあのわけわかんないじゃないですかあのあのそういう意味不明のことにね出てもらうのっていうのはやっぱり相当関係性があって、うん、あの信用されてないと出てもらえないので、うんうん、そういう意味では紛れ菓シ破り紛れ菓子破り書くやってたのもあったし 相当金金かかってまますよね、うん、あんま金のこと言いたくないけどいやだからあのまあ今回もねあれ一旦できたんでこういうようなやつやるんですけど出てくれませんかっていう多分ね2回目以降の出演のオファーっていうのはこれねあの結構楽になると思います。 楽になるかな、あれで。そう、いやっぱ苦労するんじゃないかと。物語楽になるんですよ。ああ、私。だって、あの黒板の時って、ほぼなんかね。ゼロゼロ。そうです。どうしたひろゆきとかやりたいんですよ。時代劇とか、もうこんな話ですよ。こんな、こんなトークで黒くなやっぱり相当ハードル高いですよね。みんなやっぱり怖がるもん。ああ、いや、めちゃめっちゃ気になったな。なるほどな。こちなみに、何時までやっていいんですか。な、何時まででしたっけ。ちょっとよく分かったんですけど。あ、二十二、あと三十分ぐらいあるのか。いや、めちゃくちゃ、ひろゆきさん、あの CM ちょっと一言感想くださいよ、ちゃんと。 <laughs> いやだから、どういうことにしたいのかっていうのをみんなで考えて考察する時点でもう川上さんんの罠にはまってるんですよ <laughs> そうなんだよなちょっと気になってしょうがなくなっちゃったらもうおしまいだから気にならないようにしないとだめだなあれな大,大学に関しての質問とかあるんだったらそれを先に処理した方がいい <laughs> あそうが、ね、大,大学の他に質問あるかってなければ僕もまだ気になることあるんで聞いちゃいますけど33名詞の人とか質問していますかせっかかくだから、うん クライマーーーズとか、ね、やってるプロデューサーさんですねありがとうございましたあのじゃあさんさんつながりで、あのーえー、さんさんの方でも、あのー、先日高専神山高専を立ち上げたっていうことも、まあ、あの代表の寺田があのやったっていうこともあってはい、はい、やっぱ面白い、はい、ユニークな学校がどんどん出てくる時代になったなっていうところもあって、あのー、その、まあ、つながりでお聞きしたいんですけどやっぱ最初にこの大学の魅力をこう伝えていくのは結構大変なんじゃないかなと思っていてその秋に、まあ、認可申請したあと。 来年再来年、開講されるまでに、まあ、どんなプロモーションだとか,なんかこの1年半、2年間の間にこれだけはやっときたいなっていうことがお考えの中であればなんかあのやっぱ開講を楽しみにしている人もこの2年間いろいろ情報を集めに行くし受け取りたいと思うのでなんか今、お考えになっていることがあれば伺いたいいたたなと思いましたいやそうですよね。やっぱり、N N コーうん 一つ僕はやっぱ N 校を立ち上げるときより今回のほうが全然楽だと思っていてやっぱり N 校という実績があるので大学についてもやっぱり信頼してくれる人っていうのが最初の段階がかなり多いと思うんですよね。あのだからそういういい意味は,あの僕はすごい楽だと思いますとはいえ、やっぱりそういうい世の中にあのプロモーションを出していくのはすごい大変だと思うんですけどもあのこれは N 校もそうなんですけどもあのやっぱりう、ね、あのこういう教育みたいな保守的なあの世界であの信頼を勝ち取る。 乗ってやっぱり本気度っていうのがすごく重要だと思っていてであの N ーとかもやっぱりその本気度っていうのはあの伝わったと思うんですよね N を作ってる時ってまあ普通例えばあの営利企業であるドワンゴが高校を作るってことに対して普通だったらなんかそういうねあの金儲うけに来たのかっていうのですごい叩かれるんだと思うんですけども N ーの時っていうのはそういう業界からの批判って一切なかったんですよね。ななぜかかかっっていうとみんな分かったからあの これめすごい赤字だろうなっていうことをみんなが分かっていたので <laughs> あのあのしかもそれもめちゃくちゃ赤字だろうなっていうことを多分 <laughs> あの皆さん思ってたと思うんですよね。あのあの損益分岐点僕は生徒数1万5000人ぐらいで置いていてであのあの最初の年入ったの1300人ですから。 あの多分最初の年十何億ぐらい赤字が1年目出たと思うんですけどもそれも毎年そういうのを垂れ流すっていうことをやっていてそれでも手を緩めずにやり続けたっていうところでやっぱりこの「N コア」本気なんだっていうことをあのあの皆さん教育業界も含めて世の中も含めて信用してもらえたでなので前代も本気でありますででその本気度っていうのはあの今日の発表会でも多少はあの伝わって っていいいたただけたんじゃないかなかう,うに僕は思ってますしあの今日発表したことっていうのも言うだけでなくってそしてそれをこれからの発表会であの前回言ったことをあちゃんとその後やってんだっていうふうにみんながしかもこんなにやってんのかと思うような形であの発表していくことっていうのがあの世の中に信頼されるあの一番あの重要な要素だというふうに思っています。 その川上さん的に何年後ぐらいにこうなってたら全体学って成功だよねっていうふうに思える感じですか いやもう成功確定だと僕は思ってるんですけど生徒0だったら失敗じゃないですかだから生徒がどれぐらいとか一応あるじゃないですかこうういいやだって定員5000人だから5000人埋まったらそれ以上いかないじゃないですか5000人は埋まると思うんですよね、ぶっちゃけなので5000人埋まっても生徒数いられないんだから別にそれ以上の成功ってないんですよねだからやるとしたら今回発表したことの中に成功はないわけですよ。 その次です大学院を作ったり、うん、じゃあその5000人を次1万人で申請して認めてもらうとかねそういうふうなあのまあダブルアップっていうかあの挑戦がいつまでやれるのかっていうところがあの成功の,あの尺図だと思っているので、うん、あの今日発表した段階のねことっていうのは多分大半実現されるので、うん、あのそういう意味では今日発表した内容っていうことをいうが実現されたって言ったら成功しちゃいますよね。うん あんだからまあ問題はあるとするとまあ今回のあの大学設置申請があの認められないっていうことがあるんだとしたらそれが多分唯一唯一のあの失敗のパターンだと思うんですけどもそのリスクってどこら辺にあるんですか認められないリスクってあどこにあるんですかそれを認められないまあ認めいややっぱりねいい加減なあのっていうふうに思われた申請したところってやっぱりね、うん、あの延期になったりするんですよはいはいはいで僕らあの相当本気でやってるので、うん、まあ多分あのこれをあの 認めないいっていうのも相当パワー要りますよねどうですかあ <laughs> <laughs> あのまあ、学長も九州大学副学長ですからね、はい、からか、ま、ら、あ、副学長の渡辺先生も広島大学副学長だし、まあ、上山先生もミスター s f c ということで、うん、まああのそれ以外にも、まあ、教授陣は本当に各いろいろな分野で、えー、大変実績を上げた方とそして、えー、IT AI をはじめとするやっぱり先端的なもの、まあ、数学ももちろん入ってますけれども、まあ、そういう意味で、コンテンツ、あるいはそれを教えていく教員、まあ、ここはまあ本当に最高の方々に集まっていただいたというふうに自負をしています。まあ、そのことをしっかりとですね、うんあの、いろんなところにご説明をしていくということだなというふうに思っています。で私はまあ成功とといううこでで言うとですね あのもう一つやっぱり卒業生の方々がやっぱりその,その人のまあ思い描くやっぱ人生をあの歩んでいただくっていうことがねやっぱり私は成功だとやっぱりあの大学に行ってえ人生が開けたなとえまあもちろんそれはあの仕事っていうこともあるかもしれないしだからやっぱり生涯の仲間友人がえできたと。 で、その友人と助け合ってですね。まあ、いろんなあの人生の楽しいことも苦しいことも乗り越えられたとまあ、いうようなことがやっぱり成功だなというふうに思っています。うん、まあそのことのためにま、我々は全力をかけて頑張っていきたいと。 か生徒にとってはそれが成功だと思うんですけどその鈴木寛さんはそれを分かんないじゃないですか生徒が自分がうまくいってるかどうかまではなので鈴木監さん的にどういうふうな客観的な状況になったら成功だと思えるのかなと思いやでもねそれは分かるんですよ。僕はやっぱり<う>あの28年間あの教えてきましたそうするとやっぱり、うん、その教え子たちがですね、まあ、どういうふうな人生を歩んでいくかっていうその後も私ずっと付き合ってますから。 だからやっぱりあのそういう教え子の姿っていうのがまあ私の,まあこの学びを続けたいんていうかこういうあの学習支援をね学びの支援を続けたいっていう一番のモチベーションなのでえまあそれはまあ本当にこのこ,こまあ死ぬまでえ私が生涯ね命ある限りここの卒業生がみんな幸せにい,い,、まあ、いろんなことあるかもしれないけど 乗り切りながら頑張ってくれている姿をやっぱりずっと見続けていきたいというふうに思います,いますひろきさん、そこ、今の質問に関して何か補足ありますか いやなんかすげえいい話でまとめるから口うめえなと思いましたさすがねやっぱ鈴木さんは政治家もやっってらっしゃいましたあ、ね、<laughs> まあ,、まあ、あの僕ねそう現実的な話をすると僕の成功の基準って N コの時もそうなんですけどもあの何やってるかって言ったらねなんか理想を言ってその理想は実現でき,あのできたかっていうと、うん、やっぱりそれ厳しく判断したらやっぱりあのそれはうまくいかなかったよねっていうふうなあの話にしかならない。 だから理想を追いかけてそれを成功記事にした瞬間成功したって言ってる方がやっぱりそれおごってるんですよ、うん、なのであのだから僕はやっぱりねすごいもっと現実的な理想を掲げるべきだと思っていてあのな,なんで難しいことはあまりあの、まあ、できないことっていうのは考えてなくって、うん、今の社会よりもよくなるか全大学ができたことによって、うん、あの社会は本当によくなったというふうに思えるかどうか。うん まあこれもそれなりに実は結構なハードルだと思うんですけども、うん、そこは僕はクリアできる自信があります、うん、N 校もそうですし、うん、確実にやっぱ N 校があって日本は良くなったと思うんですよね、うん、結構良くなったと思ってます教育は、うん、それと同じように全大学ができたことによって、うん、あの結構日本は良くなる、まあ、それはどこまで良くなるかまでは分かりませんけどそれは僕はむしろボーナスだと思って楽しみにしたいなというふうに思っています、うん、これやっぱ全大っていうなんか新しい進路ができたことで、うん やっぱ高校生の学びとか,なんかあるいはものすごい同調圧力とかっていうのはかかなり減るとと思ううんでですすよねいこ結局まあ今、大学入試っていうものが目の前にあってでやっぱりいろいろやりたいこととかをまあ我慢してですねでまあ入試に通るまではということでいろいろやりたいことを,あるいはそのを諦めてる高校生がめちゃくちゃ多いと思います。だけども おまあ全大学っていう道があってでそしてしっかりと、まあ、ちょっと従来の大学とは方向は違うかもしれないけど、まあ、むしろあのこれからの AI 時代を先取りした、まあ、実力っていうものがつけることができると、まあ、いう道が開けるとおやっぱりなんか今理不尽だなと思いながらもそこに従わざるを得ない高校生っていっぱいいるけれども、うん、まあ その子たちにです、ねえー、いや自分のやりたいことをとことんやるっていう、まあ、高校大学を歩む人生っていうのがありうるんだと、うん、だこれはまあ N 校がかなり見せることができた、うんえー、だからやっぱり今回もですねやっぱり N 校生 S 校生が作ってくださいっていうことなん、うん、が一番の我々の動機ですよね、うんうん、だからやっぱりそ,それは、まあ、仮に全大学にもちろん入ってほしいけど全大学ってオプションができたことで。 あの高校生全体に対して、まあ、自分のやりたいことをとことんやっていいんだということを、うん、まあ本人も思えるしあるいはこの教員もねあのなんかこれでいいのかなと思ってるんだけどもやっぱり入試っていうものがあるから、うん、自分の心と違うことをあの、まあ、高校生に押し付けたりそれから保護者の人たちもですね いいろろ迷いながらもでもやっぱり世の中こうなってるから入試通らないとっていう、まあ、思い込み思い込みじゃなくて、まあ、これかなり実態のところもあると思うんで、うん、まあそういう現実にこの、まあ、ややその諦めてる人たちをやっぱり諦めないでいいよっていうことにはなると思いますけどね。う大学って奨学金みたいなのがなんか入試の成績がいいともらえたりするじゃないですか、うん、その38万円どっかから出てくるみたいな可能性はあるんですか 38万円の授業料ですけどなんか奨学金がもらえる可能性がありますかというのは普通の奨学金が使えるかもしれないなるほど全大学のなんで準備している学費無料コースみたいなのは今のところはまだ特待生みたいなあまりそういうのはオープンにはしないと思いますけどそういうものも用意しようと思っています。 いやいや、まあ、あります。あの、あのえ確、ー、実に作りますけど。それから、あの、うん、補助金はもらえませんけど、うん、あの、大学就学支援金というですね。うん、あの、授業料とか、生活費に当てられる、そういう制度は、あの。四、うん、年前にできていて、うん、で、それは活用できます。それから、あの、前代が。別個、別途、作る、まあ、奨学金ですね。うん っていうのはあると思います。だから授業料免除っていうと授業料しか当てられないので、まあむしろ奨学金っていう方がいいと思ってます。なるほど。なんか日本よくしたいっていうね、川上さんはそんな厚く語るの初めて見たかもしれないな。そういう人もふざけてるしかないから。いやいやいやあのなんでしょうね。いやふざけてませんよ全然。ででで僕基本的に真面目な人間なんですけど、ただねあの一個そのまあ僕あの。 ビジネスマンマーケッターでもあるので,、うん、あので世の中を良くするっいうこととも通用するんですけど、うん、やっぱりねビジネス成功しようとした時に、うん、あのなんかあアーピドラージっていうんですけどもあの何かあの歪みがあるところっていうのはビジネスチャンスあるんですよね<お>で何かの歪みっていうのは教育の上で何かの歪みって言ったら偏見ですよ、うん、あのこの偏見っていうところにビジネスチャンスがあるんです<お>で要するに通信制高校っていう通信制教育に対する偏見っていうのが多いん、うん 日本ですすごく強力に持ってますよね<う>でも実際そんなことはないんんですよ、うん、で実際そんなことはない,という示すだけで、うん、あのそこにあの大きな評価があのされると思ってるのでそれやってるのっていうのはあります、うん、例えばあの放送大学とかね、うん、あの放送大学とかって馬鹿にしてる人すごく多いと思うんですけどあのまあ入るのは簡単だしね、うん、でも放送大学を卒業した人ってすごい人ですよね。うん、あのぶっちゃけ多分、G、マーチぐらいの価値は 十分にあるんじゃないいかかう普通の全世大学卒業するよりも放送大学卒業する方が絶対難しいですしそれも独力でやったってことですよねそれでもすごい仕事できそうじゃないですかトイックですよねなんだけど多分放送大学卒業生って学歴として認知されてないと思うんですよねでこれが歪みですでこういうみ歪みを実はそんなことないんだよっていうことを教えてあげるのっていうのって実は あのまあ、偏見をあの変えるのっていうのは一見難しいようなんだけれども、うん、あのちゃんとある程度大掛かりにやればそこは変えれるし、うん、そこにあのあのビジネスチャンスはあるし、うんまあ、しかもそれやると多分すごい世の中が褒められると思うんですよね、うん、なんで僕はやっぱそういや日本よくしたいということは教育だからそのこ,ういうものこういうことまで出ていくる活躍の方ちょっと見えたんですけど俺入り口の方もちょ,ちょっと浅い質問ですけどなんかすごい分かりやすいなって。 どんな子が来てほしいとか、まあ、いろんな子に来てほしいんでしょうけどどんな子がこう救われるのかなって考えてたんですよで1個なん,かなんか俺ひろゆきさんと AKB の番組やってるんですけど AKB ってめちゃめちゃ大学やっぱ途中で辞めるやついるんですよね活動とこう両立できないみたいなでも結構行きたいっつって、まあ、ただ授業この時間絶対行かなきゃいけないから無理っつってなんか田口ってやつもこれで辞めちゃったんですけど、まあ、なんかそういうい 孤とかもとか生きやすくなるんだろうなとかっていろいろ想像しながら聞いてたんですけど、どんな子が今まで大学で学びたくて学んだかった人な具体的にこう思い浮かびます？なんかそうそういう視点あった方が視聴者の人ってわかりやすいだろうなと思うんですけど。 なんかこう入ってくる生生徒さん高校生とかまあでも最初にその鈴木さんが言ってた秋田県で東京まで行く生活費はないかも高等教育ちゃんと受けたいっていう格差があるところか,か実家で高等教育が受けれるっていうところの差はだいぶあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、実家に絶対いなきゃいけない人っていますからね一定数今もう割とヤングケアラーとかもいるし、うん、それからやっぱり、あのー、本当に。 やっぱり地元は離れられない人っていうのは、やっぱりいるんですよね。うん、やっぱりね、あのやる気がある人で、例えば通信大学って今でも、いや、行きたい人いたと思うんですけども。多分行ったとしても、学歴として認知されないという問題あったんですよね。 意味,意味ないで全大学っていうのももちろんそれが学力戦に任されるかっていったら最初は偏見だらけだと思うんですけども例えば N 校っていうのってあのやっぱり通信制高校のブランド価値を非常に大きく変えて、うん、やっぱりそれをバカにする人っていうのをすごい減らしましたよいま、うん、だにいますよいまだにたくさんいるんだけどもとはいえやっぱりもうあの相当社会に認められます、うん、なので一つはちゃんと入って社会に認められる 通信性大学になる可能性っていうのは全大学はあります。うん、それは、あの、僕らの今日の発表会の気合っていうのは、その一個の、あの、証明だし。あの、n 校で、あの、やれたことっていうのが、一個の証明です。で、それを、あの、に、あの、ワンチャン、あの、かけていただけるような人は、ぜひ全大学を検討していただければなというふうに思います。面白いな。でも、その、高校と違って、スクーリング一切必要ないんですよね。パソコン触れれば、卒業できるんですよね。 そう,そうですね。例えば、そのパソコンが触れます。はい、手足は動きません。という人でも卒業できるんですか。もちろん。もちろん,ちろん。おお<ー>。制度的にはそうなりますよね。では、全く問題ないです。これ。あれか。あれ、あれなんですか。いや、たまたま、ちょっと知り合いの顔を思い浮かんだだけなんですけど。で、寝たきりでも受けられるってことですか。はい。ああ、まあ、それは。 な,なんかねあのそこら辺ちょっとねなんか福もうそういう話が福祉っぽくされるのってすごく僕は若干あんまり<ー>あの好きじゃなくってうん過ぎなくてあの例えばあのこれ N コの場合なんですけども、うん、あの教えるあの先生の人たち 結構シングルマイア雇用制度いうのを作っていて、はい、あの別に先生もリモートワークできるんですよねリモートワーク、うん、な,な,なのでリモートワークでできるんだったらリモートワークでしか働けない人を僕は優先的に雇用すべきだと思ってるんですよね、うん、なのであのシングルマザーの人子供を育てながら、うん、実は N 校の,あの,あの先生だったりあのそういうような授業をできるような仕組みを作ってますなるほどでそれって僕はいいことでもあると思うんですけど僕は当然のことだと思うんです みんな障害者がかわいそうだかわいそうだって言いますけども、うん、あの例えば、うん、あのオンラインで仕事をする人にとってみたら、うん、足が動かないなんていうのは,はもはやハンデですらない、うん、それはもうあのあのむしろそういう人の方がかわそう あのネットのコミュニケーションの能力が高かったりするから別にそれ普通の人なは向いてるんじゃねえかむしろそうむしろ、うん、得意な人なんですよ、うん、だからみんなそういうので障害っていうとねあのそういうふうにマイナスマイナス程度で捉えますけども、うん、IT 技術の本当の使い方っていうのは、うん、そういうふうな障害すらもあの全くないような、うん、あの空間を作れるってことなんです。うん、そうだよなはい な、なんでか、そういう社会にこういう役に立つものを作ってますっていうのを。立花さんとの対談で一言も言わなかったんですか。あんな人、あんな人言いたくないですよ。汚 <laughs> れる、汚れますよね。まあまあ、欠裁判、ね。せっかくいいことやって裁判をやめろ。<laughs> い, <laughs> いや、面白かったな。まあ、そうだよな。地理的ってみると、海外の人もいますもん。海外からのこれ受けられますよね。あ、もちろん、もちろん。そうですよね。 そうだよな。ま海外行ってはそっかえ海外の人でも三十八万円払って日本の大学卒業資格になるんですか？なります。これ外国の方も多くてでそうなんだ。あの日本語が分かって分かればね。へえ。までもそれも自分でなんかね翻訳するとかすれば。外国の方でも日本語アニメ好きで好きだって人いるじゃないですか。います。結構ペルペルとか言うといっぱいいるんですけど、そういうことは別に入学資格あるってことですもんね。もちろん。三十八万円払えれば払える払えればね。 今、安い,ですから、ね、今安いっていうかね、安いですから30、30, 今、円安ですから、なるほど、面白かったですね、じゃあ、エンディングにそろそろ行ってみたいと思いますけど、まずですね、川上さん、鈴木さん、えー、ここまでずっと見てくれた配信の視聴者の皆さんとここに集まってくれて ありがとうございますい <laughs> ません、本当に4時間、<laughs> 皆さん見ていただいて、本当にありがとうございます、もの好きな人たちがいるもんだな、いやいやしかもあの、<laughs> この人たちって、何の話があるか分からないで、これとからですよね、収録やります、ぐらいの <laughs> いや、それでと俺もだって川上さんから来てへぐらいのことしか言われてなかったから <laughs>、<laughs> やりまーすって来ちゃって、はい、ずっと大学の、でも教育のの話話とととかかか学びすすごいい面白かったと思います、はい、じゃあ、最後、まとめていくんですけども、はい、ひろゆきさん、鈴木さん、川上さんの順でまとめていく、はい、ひろゆきさん、今日うどうした4時間やってみて <laughs> いや、なんかその、やってることとやろうとすることは、すごくまっとうで,で。え、べ。<laughs> 最後,の最後ここで。はい、ここで。で <laughs> ちょっと、ちょっと、お前、ちょっと、ぶつかるでしょう。あ、止まっちゃいました。あ、やってることは、すごいまともマでまで、聞こえて、大丈夫かな。はい、はい、はい。あ、言ってます。大丈夫か。 やってることはすごいまともで,で、でも5000人以上は入れませんってなったときに、多分社会がどうそれを変えるべきかという話になると思うので、例えばそのもう寝たきりの人で大学行きたいです、でももう5000人の枠を文科省が作ってるから入れませんっていうときに、社会としてどう動くかっていうところでいろいろ社会が変わっていくんじゃないかなっていう、なんか社会実験としての全大学が面白いなという気がしましたありがとうございます。鈴木さんいいかががでしたいやもうう本本当に、ね、4時間本当ににね時間ありがとう <laughs> <laughs> ございました。あのー、なんかすごくいい質問をいただいて、まあ改めて我々のやりたいことを皆さんにこうやって、まああのストレートにお話しさせていただいて本当にありがとうございました。あのまあいろいろまだまだ壁はありますけども、頑張りますので皆さん応援よろしくお願いいたします。お願います。じゃあ最後、川上さんも今日4時間登壇しっぱなしで疲れたでしょうけど、まとめていただいて。<laughs> あのやっぱりこれ新しいことっていうのって社会のそういったものと戦っていかないとやっぱり実現しないもちろん僕らもねそれをどうやって突破するのかっていうのをまああの水木監さんとかにいろんな作戦を考えてもらいながら今進んでるわけなんですけどもとはいっても最終的に世の中を変えるのっていうのは世の中の皆さんの意思だと思うんですよね。そううい世論で最終的に 本当に世ののの中が変わるのかっていうのは決まりまりすで教育においてその世論っていうのは今まで改革を潰す方向にほとんど作用していた変えようとする度にやっぱりそれを潰していたのはやっぱり世論皆さん自身なんですよねですのであのまあそれはもちろんあのその改革しようとした側にもやっぱり説明が足らなかった部分、まあ、あのもしくはあの宣伝で、まあ、旧来の政治のたちに負けてしまったという単純に あの力が足らなかった部分っていうの、あのあると思います。僕らは、あのそこら辺うん、あの、もちろん僕らも戦っていきますけれども、皆さんも、あのぜひ応援、あのしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。<laughs> 川上さんらしくない。前向きなことを人前で喋ってますね。人前、うん、でね。<laughs> <laughs> いや、あの、この。 映像は後日リハックでなんか配信しようと思ってたんですけど、まあ、リハックっていつも思考実験とかいろんなことを話すんですけどこうやってたまには具体的なことに基づいて話してみるのもすごい面白いなとだから宣伝臭さ,さの兼ね合いで難しいなと思ってあんまり好きじゃない時もあるんですけどまあ今日は本当にいろいろ社会として挑戦していくことがあったと思うんで面白かったですじゃああの廣瀬さん何かありました今誰ですか 高橋さんも就職をこうなんか手下にこういろいろ入れて <いや S 2> 新しいこう <laughs> コネも作ったんでうまいなと思って <laughs> そうっすね、結局、これ最後金ですからね。俺ということであの4時間ご覧いただいた配信ご覧いただいた視聴者の皆さんも現場に来ていただいた皆さんも本当にありがとうございました。